小富木疑問の黒枠プロローグ泣きたい秋だと栄養不良の詩人は言うであろうくすぐったい秋だと頭の尖った常習犯罪者は言うであろうもどかしい秋だと 産毛の多い恋の女は言うであろう昨夜の JOCK で「西の風曇り」とほうぜられた空が皮肉にも精巧なカットグラスを見るようにすんで紫外線に飛んだ10月の午後の日は人の心をとりどりに興奮せしめずには置かないただ科学者の世界だけには秋にかかわらず 空にかかわらず、冷静と沈着と機能と演劇とが厳然として存在するばかりである顕微鏡試験管フランキ各種の標本こうしたものが所狭きまでに机の上 C の棚に並べられた研究室でさっきから法医学者国防改造教授と 助手の肥後俊介君とが滞在していたですけれど先生法医学の量分を犯人捜索犯罪の科学的研究にまで広げることはむしろ法医学の発達を遅らせることになりはしませんかと少倉気鋭の青年学者が訪ねたこれまでの法医学者は皆そういう考えでいたよ と、老教授はガラス越しに庭を眺めて答えたそこには一軸の大きな枝のところどころに面鳥のように紫に染まった果実が巨大なヒルの食い跡ででもあるかのように赤く裂けてなっていたしかしそれは誤りだよ法医学に限らず医学ないし一般科学は 従来、あまりにも分析ということばかりに力を入れてきたすなわち幹から枝枝から葉葉から葉脈葉脈から気候というふうに美に入り才をうがつという方針で研究されてきただから多くの科学者の部屋には顕微鏡がある現にここにも顕微鏡があるけれど 顕微鏡で研究された結果は要するにネアンデルタールから発掘された石器時代の人骨のようにバラバラのまとまりのないものばかりだすれば結局今の科学は一種の寸断遊戯に過ぎないのだすなわち顕微鏡は一種のおもちゃに過ぎないのだ ももっとも人生そのものが一種の遊戯ではあるただしかしその中に死のみは厳粛な事実だだからその死を研究する法医学では少なくとも遊戯を避けたいと思う我々はもう分析をやめて合成に移らなければならないけれども まだ法医学の領域には分からぬことがたくさんあるではありませんか分からぬことはたくさんあるけれどもその多くは分析によらず合成によって解決するべきものだそれをいつまでも分析によって説明しようとするから永久に失敗に終わるのだすると具体的にはどうすればよいのですか それが、繰り返して言うところの、法医学を犯罪捜査にまで広げることだ。というと、例えば、あのフリーマンの小説に出てくるソーン大工博士のように、法医学者が探偵として活動すればよい、というのですか違う違う。ソーン大工の方法は、あれはただ物的証拠を分析するだけだ。 すなわち従来の法医学的知識を犯罪捜査に応用したというにすぎないでは先生のおっしゃるのはどんなふうにすするのですかまず何より先に人間の心を研究するのだミュンスター・ベルヒの心理的探偵法といったようなものですか違う違う。 心理的探偵法もやはり先ぱな分析にすぎない僕はいつも考えているのだよ今の科学者はあまりに人間の心を無視しているとね例えば医学者は病人の心を無視しているだから病は治らない裁判官は罪人の心を無視しているだから正しい裁判はできない それと同じように犯罪捜索者は犯罪者の心を無視しているから容易に犯人がわからないのだいかに冷酷無常の犯罪者でも木や石でできているわけではないから必ず心があるはずだだからその心を捜索の対象とするのだよ今ここに 一つの犯罪が行われたとする。例えば殺人がね。従来は現場の死体の位置を観察したり死体を解剖したりあるいは血痕を分析したり指紋を採取したりして犯人を推定したのであるがうまく推定のできる時はまれで推定のできない場合が大部分を占めたものだよ。してみると。 これまでの科学的捜索なるものは全く偶然に支配されたのだ犯人逮捕に成功したのはまぐれあたりに過ぎなかったのだそれでは何にもならないこれがいわゆる分析の罪なのだでこれからはどうしても犯罪捜査に必然性を持たさなければならない いかなる場合にも必ず成功をする探偵法に工夫を凝らさなければならないそれがためには我々は従来の分析法を捨てるべきだよ言い換えれば顕微鏡を捨てるのだそうしてもっぱら犯人の心を研究するのだ分かったかねどうも… よくわかりません。わからないそうだろうともわからぬのは当然だよまだ世界の何人にもわからないのだからそれが分かったら未解決の犯罪というものはないはずだところで犯人の心の研究は何によって行うかというに言うまでもなく 社会そのもののもを研究することなのだ。犯罪は社会の繁栄であって社会の矛盾と欠陥は犯人の心によって代表されているのだ。しからはその社会の矛盾と欠陥と何によって一番身近に研究するかというにそれは被害者の心を研究すればよいのだ。 そこで僕はかねてから犯罪方程式なるものを考えているのだよ。例えば殺人について言うならば殺人イコール犯人の心マイナス被害者の心というのがこれだ極めて平凡な式であるけれどもこの方程式を十分理解しえたならばどんな犯罪も解決されるのだ。 もちろん探偵がこの方程式を応用するにあたっては探偵自身の心をもって活動しなければならない従来の探偵の際には主として知識のみを使用して事たれりとしていたのであるがこの方程式をもって解決にあたる場合は全人格を働かせねばならぬのだ分かったかね 分かったような分からぬようなものですうんと教授は微笑した抽象的な議論というものはとかく分かりにくいものだよ仮に君が僕のこの説をある探偵小説の中へでも書いたとしたら読者はきっと空いてしまうだろうだが もう少し辛抱して聞きたまえ従来の犯人捜索ということは犯人を発見逮捕するという単なる興味を持って行われようとしたのだしかしそれは根本的な誤りだ探偵が全人格を持って活動する時は好奇心などの浮かぶはずがない全人格を持って活動した結果 どうにも逃れられぬ羽目になって犯人がこちらの手の内に飛び込んできた時やむをえず逮捕すればよいのだすると犯人が巧みに逃げれば逃がしておいてもよいというのですかまあ待ちたまえ必ずしも一概に言うことはできぬよ知恵があって逃げ隠れるやつはより以上の知恵を出して捕まえればよいが 心をもって逃げ隠れるやつは先方から飛び込んでくるまで逃がしておくべきであろうよすると先生は悪人の味方をされるのですか何悪人悪人なんてこの世の中にはめったにあるものではないよただ書物の中にたくさんあるだけだこう言って教授は ひげの多い顔を歪めてニコリと笑った。ホイスラーの描いたカーライルそっくりの顔をした国母教授は、前年学説を辞退して問題となった。教授はそれについて何の理由をも説明しないが、日本、イナ、世界有数の学者でありながら東京に住まぬのは東京がうるさいからだそうである。 学問研究は田舎の町に限るこう主張して教授はこの名古屋の大学に籍を置きそれが今では名古屋の誇りの一つとなった助手の肥後君はこの9月に東京大学を去ってわざわざ国母教授の門に入ったのであるが今日は土曜日であるにかかわらず午後まで居残って図らずも教授に犯罪方程式の説明を聞いたわけである。 中央線を走る列車の音が秋の空気に強く響いてきた今まで論議に熱中していた教授は突然言葉の調子を変えて「秋だねえ」と言い放った「全く秋になりました」「これからは犯罪の数が減じます」そう。 統計上犯罪は春から夏にかけて一番多く秋から冬にかけて全時減ることになっているけれどもそれは突発性の犯罪にのみ当てはまる統計だよ計画された犯罪はかえって秋から冬にかけて多いものだよすなわちさっき話した犯罪方程式に当てはまる犯罪のごときは この木に最も多く行われるのだ何しろ秋から冬にかけての気候は冷静にことを計画するには都合がよいからねしかしとにかく今年も秋になってから犯罪の数が少なくなってきたように思われますそれはそうだだが僕には近いうちに何事か起こりそうに思われるね 少なくとも、この名古屋の平和をかき乱すような事件が。ひご君はちょっと驚いて教授の顔を見つめた。それには何かよりどころがありますかあるね。どんなことですか例えば、先日来二階市中を騒がした、あの死亡広告事件のごときものだ。 あれは単純ないたずらではないでしょうかそうかもしれないけれど世間を騒がすいたずらというものは必ず悲劇に終わるものだよすると先生はあれを何か犯罪事件の前句と見られるのですかさあ僕は預言者ではないからそれを断定する力はない。 しかしすべて珍しい現象というものは天然的なものであっても人為的なものであってもあるいは客観的なものであってもなおまた主観的なものであっても多くの場合悲劇に終わるのがこれまでの慣例となっている君も歴史をひも解き物語を読んで思い当たることがたくさんあるだろう では、大事件の発生を待ちますかな待たなくてもよい期待ということは科学者に禁物だよすれば事件をしてそれ自ら発展せしめようですかそうだそうして事件が起こった時我々をして 犯罪法定式を応用せしめよう、ですかこう言って肥後君が好奇心に満ちたまなかを持って教授の顔を眺めると教授は微笑のまま軽くうなずいて再び生外の就職に目を移すのであった死亡広告 ししろ驚きましたよ。自分の死亡広告を自分の目で読むなどということは60年の生涯に初めての君の悪さでした。と訪問の客は出張った熱いしかし血のけの多い下唇を変にねじらせて苦笑しながらさらに言葉を続けた「全に2回こういういたずらがあったから」 同じ驚くにしても、まあその程度は割合に少なかったのですが、もし拙者が真っ先に槍玉に上がっていたとしたら、心臓の良くない拙者は本当に死んでしまったかもしれません。いやもう、とんでもないいたずらをする人間が世の中にはあるものです。おかげで、昨日、今日は、 の客は名古屋でも指折りの富豪で村井商事会社を経営して貿易界に羽振りを利かせている村井喜七郎氏である市は今旦那寺なる中区及松町の東園寺を訪ねて昨日新聞に

とりあえず人を走らせて審議をお尋ねに上がらせたわけですが予期したことと言いながら偽りだと聞いた時は胸をなで下ろしましただが村井さん人間は出る息入るを待たぬ習い今回のことにつけても御章の一大事をお心がけにならねばなりませんがっしりした体格を持った いわば大入道といった感じのある友達は小柄な村井氏とはよい対象をなしていたこういう僧侶の口から御唱話が出るのはちょっと不似合いなものであるが強大な信仰というものはこうした不似合いな人に存在しやすいもので似合いなもっともらしい僧侶には信心は通常縁遠,遠いものであるありがとうございます。 と村井氏は平素の態度に似合わずしんみりとした調子で答えたものであるすでにその顔つきからが助産釜を思わせるような滑稽に満ちているとおりその性質も極めて滑稽味を恩んでいる村井氏は「旧大天に達せぬ教科や俳句をもてあそびいろいろ人前で滑稽なことを演じて相手を笑わせあるいは途方もないことをして人のどぎもを抜くのが好きであった」 たたまたま念仏は申すけれども何のために申す念仏であるかを知らず時には朝夕の権行に仏壇の前で阿弥陀経の一巻ぐらい読み上げるけれども浄土真宗がどんな宗派であるかを知らなかったしたがって信心も安心もいまだかつて獲得したことなく明日には高岩ありて夕べには白骨となれる身なりのお踏みにも 一度も感動を催さなかったその村井氏が今さもさも心から無情迅速を悟ったかのように発した言葉はむしろ村井氏の平素を知っている住職にとっては意外であったが祝前開発とはこんなことを言うのであろうかとも思った「この死亡広告が起源となって欠場ができればあなたはまことにお幸せです」 やっぱりこれは阿弥陀様のご奉弁とでも言うのでございますかなと村井氏は羽織の襟を垂らしていった開け放たれた障子の向こうには幅の広い板縁を隔てて閑静な奥深い庭があった追い松に絡むツタのるは滝のように垂れ下がって 亡者の血の色かと思われるようなハゲイ藤と接吻しつつやがてほどなく銅弾とともに炎のような紅葉の幕を飾るべき下準備をしているかのようにせわしくその葉をゆすぶっていた緑の波のうねりを思わせる地面いっぱいの苔の中から津波の前に姿を現す海中の奇岩のように突き出ている庭石の影には カマキリの足のごとき幹を持った周回道が寂しそうに花を開いていた村医師は西に傾いた日陰に照らされた庭の表をしばらくの開放心の体で眺めていたが堀から一丁の蝶が迷子のように縁の方に踊ってきたのを見るなり急いで思い出したように言った時にはジョウ 今日はご相談があって参ったのでございます。ご相談とは？和常に叱られるかもしれませんが、志望広告の中にあさってが葬式の日であると書かれております。について。一層葬式をやってみようと思うのです。と村井氏はいつものニコニコ顔を取り返していった。 葬式をやってみるとはと友達は不審な面持ちで訪ねた何例の拙者のおはこですよ拙者もどうせもう長いことは生きておれぬと思いますがまだまだ死なれません娘によい婿をあてがわねばならぬし会社の方にもすっかり任してしまえる人物が見つかりませんからな ょ上に迷信を語っては相すまぬが死亡広告を出されるなどはあんまり縁起がよくございませんのじゃそこで拙者はこの際縁起直しがしたいものだと昨日からいろいろ考えました結果これはやっぱり死亡広告どおりにいわば模擬葬式をやってみようと思いついたのでございます住職は 谷氏のような目を向いて村井氏の語るところを聞いていたが「模擬葬式」なるほどな愚僧も長い間多くの葬式をやってきたが「模擬葬式」という言葉は今日初めて聞くしまた一度もやったことはありませんですが模擬葬式をやるとそれがどういうわけで縁起直しになりますか実は ちょうど来月の20日が拙者の誕生日にあたりまして今年は還暦なのでございますそこで還暦の祝いを1ヶ月早めて模擬葬式の後で本件帰りの宴を開こうと思いますのじゃ世間では赤子に帰るというところから赤い地盤を着ますが拙者は その死んで生き返るところを徹底的にやろうと思います。王女は生まれるという文字を書きますから、死ぬことは生まれること。これまでの村井喜七郎を模擬葬式で葬り去って、新しく村井喜七郎が生まれようという趣向です。なんと和尚。 これで演技直しはできますまいかなるほどこれは陳酒講阿弥陀様もご賛成くださるかもしれませんと住職も総合を崩していったではもちろん和上はご賛成くださいますな賛成します世間ではたとえまね事でも葬式などをやることは 大変縁起をあるがるに違いありませんそれをあえてせられるあなたの度胸には感心しますこれはありがたい実は葬式のまね事をするなどと言いだしたらきっと和上に反対されるものと思っていましたよ何この世の中の人はみんなまね事しかやっておりませんよ坊主は坊主のまね事 医者は医者の真似事学者は学者の真似事をしているだけです「末法五辱の世」とは言い換えてみれば真似事の世の中ということですですからこの際一名のあなたが模擬葬式をおやりになるということは世間に対する一種の風刺になりましょう五海山商人は「愛欲の航海に沈没し」 妙利の大戦に迷惑して成就の数に入ることを喜ばず心象の悟りに近づくことを楽しまずと仰せられましたが妙利と愛欲に目のくらんでいる今の世の中ではなるべく大がかりな方法を持って風刺し警告するよりほかはありません模擬葬式は誠に辞儀を得たものと思います いや別に拙者にはそれほどの深い考えがあるのではありませんが Y 上の賛成を終えて大いに意を強しましたのじゃ家内などはそれこそ縁起を一層悪くするからおよしなさいと病床におりながらしきりに止めますので少々並行いたしましたが Y 上が味方になってくだされば拙者も快くやることができます そこで申すまでもなく模擬葬式には和上自身おいでが願いましょうか参りますとも葬式の時間は何時と出ていましたかそうそう新聞を取り寄せればわかりますなこう言って住職は後ろの襖をかを顧みて隣室に向かいおい亮太昨日の N 新聞を持ってきてくれないか と大声に叫んだ。まもなく三重ばかりの伴を山場両隊が襖を開け新聞紙を手にして入ってきた彼はさっき村井氏にお茶を出してから隣室に施行して住職の命令を待っていたのである新聞紙を受け取った住職は最後のページを見ていったうんここにありますな。そこには。 二段にわたった黒枠の中に次の文句が書かれてあったここで作者は先日来中京の地を騒がせた死亡広告事件なるものを簡単に紹介しておこうと思う10月6日の朝 S 新聞を見た一部の人々は 地名の呉服店主谷村栄三氏の死亡広告に少なからず驚かされた谷村氏の親戚一同は広告主となっていながら谷村氏の死を知らなかったのでその驚きは世間の人のそれよりも激しかったがなんといっても一番驚いたのは生きている谷村栄三氏その人であったそれから大騒ぎとなって 警察では誰が広告を依頼しに来たのか厳重に取り調べたけれども何しろ新聞社の広告係は多忙のためよく記憶しておらずとうとううやむやのうちに過ぎてしまってただ迷惑したのは谷村家だけであった。しかし世間の好奇心というものは妙なものでこのことがあってから今まであまり繁盛しなかった谷村呉服店が急ににぎわいだし いわば谷村家にとっては災いが転じて福となるに至ったところが10月12日の朝「s 新聞」はまたもや生きている人の死亡広告を載せた死亡したと報告されたのはやはり地名の人で役首相を営んでいる市川長兵衛氏であった警察では時を移さず取り調べにかかったが やはり誰が広告を依頼しに来たのかさっぱり分からずただ市川家が迷惑をしたというほか別に他に類を及ぼさなかったのでおそらくいたずら好きな人間が単に世間を騒がせるために行ったに過ぎないであろうと解釈されたのであるすると今度は N 新聞に村井喜次郎氏の死亡広告が出たのであるそれは昨日 すなわち10月17月日の朝の朝ことで、谷村栄三氏も市川長兵衛氏も別に死亡広告を出されたからといって何事も行わなかったのに反し村井喜七郎氏は冗談好きの性質がじっとしていることを許さず模擬葬式を計画し今日、当園寺住職にその執行を依頼しに来たのである。 午後7時ですな夜の葬式とは珍しい俗にもらうものなら日の暮れの葬礼でもよいということわざがありますがこれはもう一歩進んでおりますわいと住職は笑いを含んでいったしかし午後7時と書いてくれたのでこちらの趣向を凝らすには大変好都合でした と村井氏は答えた。傍らに座っていた伴奏両隊はこの時村井氏に向かって不審そうな顔をして広告通りりにに葬式をおやりになるのですかと尋ねた住職は簡単に村井氏の計画を説明して聞かせたそういうわけだからあさってにはお前と2人で村井さんのお宅へ伺って 色々準備をして極めて厳かに式を営むことにしようそれはよい思いつきですと両隊は村井氏の方を向いてこびるように言った村井さんなればこそでちょっと普通の人には考えつかぬことでもありたとえ考えついても その実行を躊躇するだろうと思います。よほど太っ腹の人でなければ、死人のまねをすることはできますまい。いや、何と村医師はすこぶる上機嫌になっていった。太っ腹も何もない。ただ、拙者はこういう冗談をすることが好きなだけで。 この年になっても子どもっけが抜けないのですよもっとも赤ん坊に帰るのですからそれも無理はないのかもしれぬがハッ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 ハいおもながなをハッ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 ハにハッハッにッハ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 ッ 脳一血にて死去つかまつり騒動とは思い切ったことを書いたものでございますねと村医師の顔をじっと見つめていったこの時村医師は突然「おおそうそう」と言ってたまとの中に手をやり円形のボール紙製のケースを取り出して蓋を開け中の褐色の眼薬数粒を手のひらの上に受け それをほばってから膝元に置かれてあったお茶を持って飲み下した。いや、本当にこれだけはズボシを刺されましたよ。実は脳一血になるのが怖さにこうして毎日予防のがん薬を用いているのです。お医者さんに見てもらいましたら、血圧が百何十やらあって動脈が硬化しているそうで。 その上心臓もあまり丈夫でないというのでこれを処方してもらいましたよ今のお医者さんは取り越し苦労をしますなあとこの時友達が口を出した病気を治すことさえできぬものが病気の予防をするなどちとおこがましくはありませんか一体仏症の備わっているもったいない体を このいいいに見せるるとととうがそそももまって思すよ。村井さんもあさっては生まれ変わりになるのだからせめて生まれ変わってからは医者何度に体をお見せにならぬがよろしかろういやそうおっしゃればそのとおりですが拙者はまだ和上のように悟りきれませんので村井氏のいささか並行した体を見た両体は。 話題を変えるために。それにしてもこの広告を出した者はどういう人間でしょうかと尋ねた「さあ」と村医師は元気づいていった警察でもさっぱりわからないのだそうですわざわざ金を払って一文の得にもならぬいたずらをするなんて よほどの物好きでしょはじめ2回は S 新聞に出し今度は N 新聞に出したところを見ると発覚しないようにと注意していることがわかりますけれど警察も警察ですね同じことが3度重なってもいたずらの主を突き止めることができぬとは人民保護が効いてあきれます <何>と住職が口を出した警察は人民を保護していればこそそうしたことがわからないのだどこの警察でも死亡広告保護ということはやっておらんからなご冗談はとにかくと村井氏は住職の真面目顔にちょっと吹き出しそうになっていった 警察でも調べられるだけのことは調べたでしょうがやっぱり広告主の方が役者が一枚上なのでしょうそういう広告主を相手にして模擬葬式をやるということは少し気をつける必要がありますまいかと両太はなんとなく興奮した口調で尋ねた大丈夫だろう 村井さんはその広告主よりもさらに役者が一枚上だからな。どうして、これだけの役どきのある人は、おそらく日本中にないよ。と住職は相変わらずとぼけたような顔をしていた。それについて、実のところ、あさっての晩はまだもっと他に計画していることがあるのです。このことは、 失礼ながら和上だけに。はかりんごとは未知なるを要すというのですが。と住職は村井氏の言いにくそうにしているところを察していった。では、両隊。お前は栗の方へ行ってくれ。用があったらまた呼ぶから。両隊が去ると住職と村井氏はひとしきり、小声で何事をか話し合った。 そして、村井氏が帰宅すべく席を立った時には秋の日は暮れて辺りが薄暗くなっていたかくて法医学者国母教授がその研究室で中共の平和をかき乱すような事件を起こすかもしれぬといった2回の死亡広告の謎はちょうどその翌日第3の謎を生みその謎をもととして模擬葬式という 世にも珍しい計画が立てられるに至ったしからば果たしてこの計画が教授の推察のごとく大事件に至る階段となるのであろうか恋人同士いけないですよ断然中止しなければいけませんよなぜあなたはお父さんに忠告してやめさせないのですか と青年は言った。だって父は一旦言い出したら決して後へ引かない性分ですものと女は答えた鶴間公園を連れ立って歩いているのは村井喜次郎の一人娘富子と富子の恋人なる村井商事会社社員中沢保とであった中沢は今日会社で 明日の晩村井邸で模擬葬式が行われるという通知を支配人から受けて八幡山下の村井市邸に駆けつけ富子を誘い出して公園を散歩し富子に諭して明日の模擬葬式を中止せしめようと企てたのである「模擬葬式」という言葉を聞いただけでもゾッとしましたよ申しではあるまいし葬式のまね事などあまりに大人げないじゃありませんか 父のすることはいつでも子供臭くさいですわけれどもそれは生まれつきだから仕方がないではないの父は子供臭くさいことをやりながらとにかく今日を築いたのですものあながち父の子供臭くさい行為を排斥するには及ばぬと思うわけれども同じ子供臭くさいことといってもそのことによりけりです葬式は っにとまたものですよたとえ模擬葬式でもそれを行うというのは恐ろしさに耐えられぬことですお父さんはあなたの言葉ならきっと聞き入れますねお父さんにそう言ってやめてもらってください二人はいつの間にかヒマラヤ杉の密生している低い丘の間の人通りの少ない道を歩いていた。 どこからともなく漂ってくる木製の香りにも気づかぬらしく保つはステッキを力強く握ってトミ子の返事を待つのであったが富子は真面目な態度とは反対に微笑さえ浮かべて答えたですけれど模擬葬式の後で還暦の祝いをするのですから何もそんなに恐ろしがらなくてもよいわそれがいけないんですよ 官暦祝いなら還暦祝いだけを世間に普通に行われている方法でやったらいいではありませんかそれも普通の時に還暦祝いだけでは平凡だからその前に葬式の真似をやるというのならまだ許されるべきですが誰ともわからぬ人間に死亡広告を出されてその死亡広告に書かれてある時間に模擬葬式をやるということは恐ろしい罠の中へ飛び込むと同じことだと思います 実際どこにどんな恐ろしいことが潜んでいるかわかりません本当に想像するさえ全身の神経がしびれるようですまあと富子は保つの顔を見上げたそれはあんまりキーすぎるわ前に2回出された人たちは別に何事も起こらなかったではありませんかその人たちは 何事も企てなかったから何事も起こらなかったのです人がいたずらを仕掛けた時笑って過ごせば二度と何事もしないのですがそのいたずらに相手になればきっと向こうがより以上のいたずらを仕掛けてくるのは世の中の通測ですだからどんないたずらにも相手にならぬに限るのですとみ子は答えないでしばらくの間地面を見つめて歩いた。 するとあなたはお父さんの計画に賛成したのですかと保つはイライラしながら訪ねた賛成しましたわだからあなたも賛成してくださいいけません絶対にいけませんと保つはすこぶる興奮して叫んだみこはそれにもかかわらず相変わらずニコニコしていた 実はね、明日の晩には模擬葬式と還暦祝いのほかにまだいろいろなことをするのですって私はそのうちたった一つだけ父から聞かされたのですがそれを聞いてすっかり賛成してしまったわたののはこいにどんなことを聞いたのですか。みこはちょっとこうかつめいた笑いを浮かべた。 それは、今お話ししない方がいいわあなたは僕にまで秘密になさろうとするのですかと保つはさらに興奮したまあ怖い顔ととみ子は優しく言ったそんなにむきにならないでくださいさあしばらくあそこで休みましょうよ こう言っとみ子は保つの手を引いて道端のベンチの方へ歩き寄り相並んで腰をかけたとみ子は依然として保つの手を握りながら「ねえあなただって秘密ということはお好きではありませんか?と」とこびるように体を保つの方へねじむけていった「あなたはいまだにあなたの素性をおっしゃらないではありませんか?ただ」 長い間アメリカにいたことがあるとおっしゃるきりで過去のことを少しも聞かせてくださらないではありませんか保つは両方を心持ち赤くしていったそれを言われると僕は困るのです僕はただ自分の過去を語りたくないから語らぬのですかといって別に人に語っても恥ずべき過去ではありません ただ僕は過去において自分の好まぬ生活を余儀なくされたので過去を語る興味がないというにすぎません人はとかく自分の過去を語りたがります苦しかった過去を持つ人は過去を語って同情を求めようとします華やかだった過去を持つ人は過去を語って地位運動を試みます そうしたことが僕には到底でできないのです。無論そのうちには僕の過去を語る時が来るでしょうそれまで待っていてくださいしかし僕が過去を少しも語らないにもかかわらずあなたのお父さんは僕を任用してくださいましたしあなたは僕の恋を受け入れてくれました僕はそれを何者にも劣らぬ強い心で感謝しています そんなに優しくおっしゃらなくてもよいわ。ととみ子は少しく老媒していったお互いに素性や過去が分からなくては恋ができぬというような窮屈な旧時代的な恋ならばそんな恋犬に食われてしまえですわお互いにできる限り大きな秘密を包んで恋をしたらどんなに熱烈なものだろうと 私よく考えることよだから私はあなたがなまじ過去を打ち明けてくださらないことをむしろ望んでいるの現別はいかなる場合にも付きまとうものですものねただ残念なことは私があなたの好奇心をそそるに足るだけの秘密を持っていないことですわけれどこれは 今さらどうにもしようがない。たもつは智子の手を強く握り、富子の顔を見つめていった。秘密など僕は欲しくはありません。その目だけでたくさんです。こう言って貨物はしばらくの間、登美子の目を接吻したいような顔をしてじっと眺めていたが。何を思ったか？ 軽いため息をついたそれにしてもお父さんが僕らの結婚をまだ許してくれぬのはどういうわけでしょうドタモツは心配そうな調子を帯ばせていったとみコは何とも答えないでうつむいたが心配しているような様子はさらになかったねえトミ子さん。ドタモツは、 覗き込むようにしていった僕はそれが昨今気がかりになってならないのですあなたと僕とがこの公園で初めて恋を語ったのは8月10日の夜でしたでしょうあの自分は本当に僕の一番楽しい時でしたところが間もなく会社へおしげ地獄という男が雇われてきました どこから来たのか、らたのまるで力から湧いたように突然現れてしかも重要な地位を与えられましたあの惜しげの人相の悪さ僕は恐ろしくて彼の目を静止することさえできませんもっとも彼は眼鏡をかけていますがことに彼の八時ひげは人を愚弄する道具であるかのようにとがった唇の上に陣取っています ところがそういう男であるにもかかわらずお父さんは彼を誰よりも大切にしています。というよりもお父さんはなんだか彼を大切にすべく余儀なくされておられるように思われます。僕はお父さんが僕たちの結婚を許してくれないのがなんだかあのおしげのせいだというふうに思われてなりません。 ことによるとお父さんはあなたを惜しげに与えるつもりがあるのではないかと僕は気が気でないのですもう。ととみ子はびっくりしたような顔つきをしていったそれはあんまり邪推だわ父は一度も私にそんなことを話したこともなくあなたの今の言葉は全く寝耳に密せしたわ けれど、たとえ父が何と言おうとも私の心が動かねばいいのではないのそれに本当ですかおしげはあなたにあっても一度もそれらしいことをほのめかしたことはありませんかありませんともきっとですねええきっとそれで安心した とはほっとしていったけれどあのおしげという人物があればこそ僕は明日の模擬葬式に一層の恐怖を抱くのですああいう人物がうろついているところへは何人も足を踏み込むものではありませんですからやっぱり模擬葬式をやめてほしいと思うのですが一体お母さんは今度のことをどう思っておいでになるのですか 母はあの通り体が悪くて寝たり起きたりですしそれに父には絶対服従なのですから今度のことでも母は反対でしたにかかわらず父の意に任せましたわ本当に母はよくできたものだと思うわ父の言うことには何一つ逆らわずそれでいて 父のためならば自分の身を犠牲にしてもあえて辞せぬという態度ですもの私時々涙ぐましくなることがあるのよもっとも母は若い時随分苦労して父に救われたのだそうでそれを恩に着て父のために尽くすと言っているのですが近頃は少し病気が思ったようで。 本当にかわいそうで富子のしんみりした口調に保は一種の哀愁を催した「弱りましたね」と保はじっと考え込んだではやっぱり模擬葬式は行われるべき運命にあるのですねこう言ってから急に元気づき そそうそう、さっき何やらあなたに聞くはずになっていましたねそうだあなたが模擬葬式に賛成した理由というのは一体何でしたかそうねどうせ明日になれば分かることですからお話ししましょうかではちょっと耳を貸してください保は耳を傾けると は吸い付くように口を寄せて長い間何事をか囁いたみるみるうちに保津の顔は明るくなりその小さな口元から喜びの色が起こって刃文のようにたちまち顔一面に広がったいやあ大変ご親密ですね突然。 ベンチの後ろの小高いところから叫んだものがあるので2人ははじかれたように立ち上がって声のした方を眺めたそこには1本の太い松の木の傍らについ今しが方保つと富子との話に上がったおしげ次獄が銅像のように突っ立っていた彼は帽子を取ってニコニコしながら富子のそばに近づき ほうには目もくれず今日は大変よい天気なのでブラブラ散歩にやってきて図らずもお目にかかったわけです時にお父さんは今回大変なご迷惑なことでしたしかしお父さんはこれを利用して模擬葬式と還暦のお祝いをなさるそうで 実に奇抜な計画だと感心いたしました明晩は私もお招きに預かっておりますから是非参上して大いにお喜び申し上げたいと思いますどうぞお帰りになりましたらお父さんによろしくおっしゃってくださいませ言うだけ言うとおしげは もじもじして返答をしかねていた富子に活発におじぎをし保の方に軽い会釈をしてさっさと向こうへ歩いていった嫌なやつだと保は吐き出すように言ったせっかくいい話を聞いて喜んだかいもなくあいつのためにすっかり不愉快にされてしまったこう言って保は憎悪に満ちためをして だだんだん小さくなっていくおしげの姿をじっと見送るのであった「ねえ中澤さん?と」とみ子はなだめるように言った「そういうわけですからあなたも明日の計画には賛成してくださるでしょ?」う。保はなおもおしげから目を離さなかったがやがて惜しげが横道に曲がると初めて我に返って行った。 賛成します。だがあいつが来るとなると模擬葬式の住むまでは油断がなりませんよ模擬葬式さて読者諸君想像力の豊富な諸君は当然の順序として筆者がこれから模擬葬式の場面を書くことを察せられるであろうと同時に 探偵小説の筆法に通行せられる諸君は筆者が模擬葬式の当日村井喜七郎邸に起こった出来事を順序正しく述べないでいきなり葬式の場面から除述し始めることをも知っておられるであろうと思う10月20日午後7時村井家の一番奥の12畳の部屋で極めて厳粛に執行された朝から空が曇って ななんとなく陰鬱な気分を起こさせるような日であったから中澤保はともすれば暗くなりたがる心を抱きながら6時半ごろに村井家を訪ねるとすでに玄関脇の応接室には村井家の親戚の老若男女と障子会社社員合わせて二十数名の者が談笑にふけりながらタバコをふかし茶を飲んで葬式気分など猛頭もなき陽気な光景を作っていた。 もちろん、その中には彼の一番嫌いな。おしげ。地獄もいたが。保つは磁力を見るなり、胸を強く殴られたような感じを起こした。村井さんはどうしたであろう？とみこさんは何をしているのであろう。主人側から誰一人挨拶に来ないのを保つは不審に思って、こうした疑問を胸に浮かべつつ、耐えられぬような不安に沈んでいくのであった。 早く模擬葬式の一幕が済んでくれるといい保は言うに家のぬ焦燥に駆られながら時々おしげの方に目をやったがおしげはいかにも快活に何の屈託もなさそうに人々と語っていた7時になると応接室へ異様な服装をした女が入ってきた 見るとそれは先日まで大須の宝章座で魔術・奇術を興行していた旭日祭商家であった彼女は舞台に出るそのままの濃い紫色の様子をして後ろに二人の子供弟子を従えていた人々はこの突然なる魔術師の出現にあっと思ってしばらくぼう然としたのかご案内いたしますから。 どうぞこちらへ。という昇華の言葉を聞いてもすぐさま立ち上がるものはなかった昇華の来会は保つにも知られていなかったので彼も少なからず驚きながら村井氏は今晩一体何をやるだろうかとしきりに好奇の心を沸かしたがそれと同時に払えども払えども力強く戻ってくる不安を感じないではいられなかった おそらく人々の意表に出る計画を巡らしてあることだろうだが果たして予定どおりにこの計画は遂行されるであろうか彼は人々に混じって長い廊下を歩む間ともすれば足が震えて走り出したいような衝動に駆られた12畳の部屋には50色光ぐらいの伝統が明るく 室内の人と物とを照らしていたとこの間には誰の筆になるのか2が白道の絵がかかっていた左に火の川右に水の川その2つの川を境にして1本の細い白い道が横たわるその白道の上を1人の亡者がこちらの岸から向こうの岸へ渡ろうとしている。 向こうの騎士には五彩の雲がたなびいて光明十方にあわねき阿弥陀如来が出現したまいこちらの岸には下流孤狼の群れおよび矛を携えた魔性の人物が亡者の後ろを覆おうとしている貴物はこの絵が何を意味するかを知らなかったが延々たる穂村満々たる水に迫られている亡者の姿に一種の恐怖を感じざるを得なかった 亡者そうだその亡者の真似をしようとして村井吉七郎氏は今座敷の中央に据えられた棺の中に座を占めているのだ普通の棺護家ならば白木の板であるべきはずであるのにこれはまた一種異様な体裁を備えちょっと見たところあの記述師の用いる不思議なトランクを思わせるようなものであった 通常の棺桶け代わりにかような棺桶けが用いられているのは何かそこに村井氏の計画が潜んでいるに違いなかったさればこそ人々を案内した記述師昇家は棺桶けのそばに近寄るなりその蓋それも普通の棺桶けのそれと違ってトランクの蓋のように作られていたに手をかけたのであるそうして の子ども弟子2人はさも意味があると言わんばかりに彼女の後ろにぴったりと控えた缶おけの中には村井喜七郎氏が強かたびらとは見えぬ白むくの衣装をまとい足を折り手に数珠をかけておけにもたれながら唇に微笑を浮かべ大きくまたたきをしていかにも気楽そうな様子で入ってくる人に軽く目をもって会釈し,ゃくし ひと言も発することなしにうずくまっていた保は村井氏の無言で瞬く姿を見て大声で叫びたいほどの恐怖を覚えるのであったたとえ模擬葬式とはいえ看護家の中で白婿をまとった人が瞬きをするのは彼の繊細な神経の耐えられないところであったむしろ村井氏が本当に死んでいる姿を見た方がどれだけ恐怖が少ないであろうかと思った 真実の葬式ならば花が飾られ香がたかれるものであるけれども模擬葬式であるだけにそうしたものはこの部屋のどこにもなくただ記述師昭華のつけている香水の匂いが嫌に強く保つの花を襲うだけであったしかしたとい香りも花もないとはいえまた伝統の光が明るくあたりを照らしているとはいえ 沈黙から起こる恐怖の感が保つに一種の悲しさを植えつけないではおかなかったことに勘御家の後ろに立っている2人の僧侶の姿を見て彼は泣きたいような衝動に駆られた当園寺住職友田閣巡氏は火の衣に水色の袈裟をかけ右手に中継を持ち左手に数珠をかけ床の間に背を向けて 看護家の頭部に立った。続いて伴奏の山場両隊が黒の衣に白の袈裟、左手に輪を持ち右手に小さな棒を持って突っ立った商家によって案内された客は商家の無言の指図によって看護家をなるべく狭く取り巻いた保つは住職と商家の間に立ったがちょうど自分の向かいに 彼の一番嫌いなおしげが立っていたので、優に言えぬ気味の悪さを感じた。そうして、早くこの陰気な場面が経過してほしいと思った。模擬葬式さえ済めば、あとは極めて楽しい場面となるのだ。そう思うと、一層時間のたつのがもどかしくなってきた。ののせいか、しげはっな笑みを持って、 惜しげの胸の中には果たして何のたくらみも存在せぬであろうかあるいは何か恐ろしいことを包んでいるであろうか客の一同が部屋に入りきってしまったにかかわらず霊とみ子の現れぬのが保つにはすこぶるもの足らなかった富子は一体どこにいるであろう とみ子と公園を散歩したとき帰り際に彼女は「あなたはただ皆さんのおいでになる時刻においでになればよい」と言っただけでその他のディティールに関しては何事も告げなかったいな告げられなかったのであるすなわち今日村井家で行われることは昨日とみ子にも分かっていなかったのである おそらくとみ子が模擬葬式の場に出ないのは今晩の予定の行動の一つであろうがそれにしても彼女の快活な姿が今の保つにはしがみつきたいほど欲しかったのである応接室で盛んにはしゃいでいた人々はせき一つしないくらい黙りこくってしまった保つはこの余儀なくされた沈黙に一種の圧迫を感じ もし分間余計にこの沈黙が続いたならば彼はきっとわっと叫び出したに違いなかったがこの沈黙は伴奏のたたいた2つの輪の音に破られて続いて2人の僧侶によって庄心下の合唱が始まった住職はさすがにどっしりした体格をしているだけ少しの興奮も見せなかったが伴奏は年の若いせいか ななんとなく落ち着かぬ様子をしていた。怒涛が始まるとともに今まで目を開いて周囲に気を配っていた村井氏は目を閉じて死人を装ったそうして昇心げが終わって念仏に移る頃には首をがっくりと前へ垂れてさもさも死んでしまったかのように振る舞った保はその姿を見てさらに新しい恐怖に襲われた なんという気味の悪いうのことをする人であろう。これほどまでに真に迫った冗談をしなくてもよいのにと目をつぶって済まし込んでいる村井氏の態度に腹を立てざるをえなかった念仏が済むと和んに移った「シャバ陽光の句を捨てて浄土無意をこすること」「度胸の声は高く澄んで 人々の心に哀愁の情が浮かんだ本寺釈迦の力なり長時に地音を頬べし哀愁に連れて人々は思わず観音家の方ににじり寄った見ると村医師は人々の哀愁をもよそにあたかも度胸を子守歌と間違えてでもいるかのように気持ちよく目を閉じていたあるいはことによると 真に眠気を催して眠っているのかもしれなかった度胸は最終に近づいた「眼西駆毒平等性一切」「洞穂膨大臣往生安楽国」「リンが3つ鳴らされた」と同時に棺桶の蓋は昇華の手によってパタリと閉められた「貨物は突然の物音にビクッとして」 少しく飛び上がった。普通の人間ならば棺の中の行き詰まるような感じに何事をか口走るに違いないがさすがに楽天家の村井氏のこととで、棺の蓋が閉まっても何事も言わなかった30秒1分昇華の顔にはにわかに緊張の色がみなぎった彼女は棺おけの方に首をかしげて あたかも中から合図のあるのを待っているかのようであったが中からは何の物音も聞こえなかった2分3分祥花の顔には不安の色が湧き起こった人々も異常に緊張した保は手に汗を握った 時間が一秒一秒経つにつれ人々の胸には当然の恐怖が起こった窒息村医師が窒息の危険に迫られているのを見ることは到底耐えられぬところであった人々は気せずして昇華に目くばせをして早く蓋を開けようと催促した昇華の心にも同じ恐怖は起こったらしかった彼女は もはや我慢がならぬといったふうに徐々に蓋を開けにかかった男女の首が一斉に差し出されたパンドーラ姫がジュピターからもらった黄金の箱を開いた時もおそらくこのようであっただろうと思われる姿で昇華は棺の中をのぞき込みのぞき込みして蓋を開けたタモツは 村石の滑稽に満ちた声の起こるのを期待したが期待したことは起こらなかったおそらく全ての人がおのおのその期待を裏切られたに違いなかった中にはさっきのままの村井氏の眠り姿があるばかりであった昭華はおそらく最も多くその期待を裏切られたのであろう 軽い驚きの叫び声を発しつと右手を伸ばして村井氏の手を握ったが次の瞬間彼女は弾かれたようにその手を引いたそれを見た住職はその面積の広い顔面の筋肉を痙攣せしめながら村井氏の肩に右手をかけ強くゆすって「村井さん!」と揺り起こしたけれども 村氏は返事をしなかった。人々は着せずして村井氏の名を呼んだ保つは我を忘れて棺を叩き村井氏をその深い眠りから覚まそうとした棺の横側に回って村井氏の口元に手を当てて呼吸をうかがった住職は「やっと叫んで立ち上がった」。 その顔を見た一同は住職が何を発見したかを直ちに悟った伴奏は驚愕のあまり畳の上にパタリとりんを落としたそこにはその不思議な看護家の中にはつい今し方までニコニコしていた村井喜七郎氏が眠った姿そのままに 六十年を一語として真実の死骸となってうずくまっているのであったやめる夫人。しばらくの間十二時の部屋には村井氏の死体を中心としてメタンガスを発生する古沼のような沈黙がむごたらしく渦巻いた。伝統の光が。 だだんだん暗くなっていくかと思われるほど並び居る人々の感覚はめまいとまひとを併発したような状態に置かれたのであった二十数人の者はただそこに春を抜き迷うつくしのように身動きもせず突っ立ちながら息を凝らしてひたすらに棺の中の眠ったような主人公を見つめるばかりであったつい今しがたまで気味悪くまたたいたまぶたが そのまま永遠に瞳に蓋をしたことは誰が信じえようそれかといって目の前のがっくり首を垂れたその姿は誰の目にも聖ある人とは思われなかったされば人々は程度の差こそあれそれぞれ激しい恐怖に絶勤をこわばらせて誰一人言葉を発するものはなくごを落とした伴奏は を拾い上げることすらしなかったいわんや模擬葬式の当初より不吉な予感に悩まされていた中澤保はその予感が水の中から氷ができるように実現して目の当たり不吉の結晶を見せつけられたのであるからもがいても及ばぬ底なし沼に吸い込まれた時のようにあたかも全身の血液が 今にも水若のように血管の中で凝固しはすまいかと思われるほどの恐怖に包まれたもどかしさを感じたそうしてその漢字の中に煙のように渦を巻いて彼の理性をつかさどる脳細胞をうずうず刺激したものは「惜しげ地くの名とその名を有する唐の惜しげ地くの姿であった彼は あたかもその頭が鉛に貸したでもあるかのように重そうに上げながら村井氏を見つめていた目を離して自分の前方に立っているおしげの顔を見たもしおしげが村井氏の死に関係しておるならば確かに勝利の色を読むことができるであろうもし反対に彼が村井氏の死に少しも関係していないならば人々と同じく 驚きの色を漂わしているだろをだわてるう振り向く途端にこう思った保は意外にも惜しげの顔に勝利の色も驚きの色もなくただ憤ったような硬い決心の色のみがみなぎっているのに驚かされたそうしてその驚きはちょうどその時惜しげの発言に伴う唇の動きによって一層強められたのであった昌花さん とおしげは記述史の方を向いていった。今晩、ここへお医者さんが来てみえるでしょう。はあ、確か離れの奥さんの病室においてになるはずです。すぐ呼んできてください。宣告から唱歌の腰にカタツムリのようにすがっていた。2人の子供弟子を押しのけて、唱歌はそのまま物をもいわず、廊下へ出た。 ああちょっと」とおしげの金属性の声がしょうかを呼び止めた。奥さんには何も言わないで、富山先生に大支給来てくださいと言って。わかりましたか。しょうかはうなずいて廊下に出て十二畳の座敷のもっと先の方へ歩いていった。しょうかの足音が聞こえなくなってからも、人々はまだものを言おうとしなかった。 保つは今のおしげの態度によって自分の予想がなんとなく裏書きされたような気になって全身がひやりとした突然再びおしげの声が走った住職はさっきから中継を持って胸を圧しながら目だけを左右に動かしていたが この言葉にさっと中継を話していったさてさて思いもよらぬことができたものです一昨日模擬葬式の相談を受けた時にきっぱり拒絶したならばあるいはこうしたことにはならなかったかもしれませんすると住職は村井社長が模擬葬式を行われたために死なれたとお考えになりますか 住職はいささか慌てて答えたさあそれはもとよりお医者様の診断を待ってからでなくては何とも言われませぬが死ぬまねをして本当に死ぬということはよくある世間の習い何事にも世間をあっと言わせようとなさった村井さんが平凡な世間の習いに従われたのはさだめし無念のことであっただろうと思いますこの時 廊下にどさどささと、とががきこえて、何事が起きたのですか。甚だ取り乱したような態度を持って、消火に伴われて入ってきたのは、村井家の家付きのきであった。彼はまだ30を越したばかりの、色の浅黒い、あまり風鎖の上がらぬ、鼻下に短いひげを蓄えて、フロックコートを着た子男であった。 の医師は人々に軽く会釈をしてつかつかとひつぎのそばに寄り「どうしたのですいったい」と誰に言うともなく言って村医師の手を握った「どうも頓死されたものではないかと思います」と住職は谷氏のような目を力いっぱい開いて答えた医師は脈を見てから村医師の額に手を触れたがさすがに 驚きの色を覆うことができずおかしいですねやっぱり死なれたようですねといくらか震えを帯びた声で言ったいけませんかもう助かる見込みはありませんかと惜しげは少しくせき込んで尋ねたもうダメです冷たくなっているのですもの それにしてもいつごろ死なれたのですかもっと早く分からなかったのですかさあそれがよくわかりませんとおしげは言った戦国度胸の始まる前までは確かに生きておられたのですが度胸の半ばに目を塞いだまんまいつの間にやら死んでゆかれたようです不思議ですねえ と医師は首をかしげて言った顔をしかめるとかまたはうなりん声を発するとかそうしたことはなかったのですか私には気がつきませんでしたがどうです皆さんとおしげは人々の顔を見渡したしかし誰もそのような異常に気づいたというものはなかったそういうことを気づきやすい婦人たちも ただ悲しそうな顔つきをしているだけで何とも答えなかった中にはしきりにハンカチを目元に運ぶものもあったとにかくこのままでは十分検査することができませんからこの箱から釣り出そうではありませんか待ってくださいとおしげは言った畳の上へ釣り出すのも変ですから女中を呼んできて 惜し,し,しげはつかつかと玄関の方へ歩いていったがほどなく女中のおたけを伴ってきて隣の部屋の押し入れから敷布団を出させたおたけは主人の突然の死にあっても少しも取り乱した様子がなく静かに布団を看護家のそばに置いたではどなたか一人手を貸してください。 こう言って医師が死体の両脇に手をかけるとそばに立っていた住職は伴奏を顧みて「おい療隊、お前足の方をお手伝い申せ」と命じたりんごを落としたまま拾うことのできなかったほどの恐怖に襲われていた伴奏は住職の命令を受けても手を出そうとはしなかった僧侶に似合わぬ。 おくびおなたちだな。だこう言って住職は中継を首筋の襟に刺し衣の袖をまくって村医師の膝の下に手をかけ医師と2人で持ち上げて敷布団の白い敷布の上に寝かせたかんをどうしましょう。うししししまいままょょでいと昇華は惜しげに向かって尋ねたまあと惜しげは手を持って制した。 今しばらくそのままにしておいてくださいそれよりも社長の着ておられる着物を脱がせてください翔太はつかつかと歩み寄って村井氏の手から数珠を取り村井氏のまとっていた白い木綿の衣服の一隅に手をかけたかと思うと目にも止まらぬ速さで引っ張り取って丸めてしまったすなわちその白い衣服はその実衣服ではなくて 上面から覆いかぶせてある普遍に過ぎなかった白い衣服が取り去られると今度は目のくらむほど鮮やかな黄色の絹の衣服が現れた商家は同様にして手早く剥ぎ取り手の中に丸めてしまったその黄色の衣服の下には羽織袴の村井氏の礼服姿があった 医師は羽織の紐を解き膨らんだ海中に手を入れたが引き出された手は意外にも一対のまだ買ったばかりの黒い鼻緒をつけた朝浦草履がつかまれていた医師はそれを畳の上に置きさらに手を入れて今度は鳥打ち帽子を取り出した「鳥打ち帽子に朝浦草履」。 ふむと言いながら医師はしばらく手を休めて考えていたがまたもや手を入れて金側の懐中時計とワニ側のどっしりとした財布等を取り出したしかしそれらのものはそれぞれ鎖と黒い絹紐によって帯に結びつけられていた医師は着物の胸を開きさらに序盤を開きシャツのポケットから眼薬のケースを取り出した おこれは私の差し上げた村井さんの自役だこう小声で言ってケースの蓋を開きしばらく手で揺り動かしながら中の眼薬を改めていたが再び蓋をして草履のそばに差し置いたそしてシャツのボタンを外しできるだけ胸を露出せしめポケットから聴診器を出して心臓部にあてがい 息を凝らして聞くのであった保つはさっきから化石したように突っ立ったまま医師の検査のいちいちをあたかも海浜の砂の中に落とした真珠を探すような熱心さを持って眺めていた白い衣服が取り去られて黄色の衣服が現れた時 模擬葬式のあとに還暦祝いをすると言いふらした村井氏の言葉をよく理解することができたけれど浅浦草履と鳥討ち帽子を見るに及んで彼の想像ははたと行き詰まった彼はこの小さいしかしながら何か重大な意義を持っていそうな謎に出会うなりもはや医師の検証は目に入らなかったというのは 彼はこの謎が何を意味するかを理解しえなかったと同時に彼の想像が突然富子の上に及んだからである富子は一体どうしたというのであろう模擬葬式の場に来なかったばかりでなく今に至るもその姿を現さないのはなぜであるか恋にどこかに隠れていない限り彼女は飛んできて叱るべきである彼女はそれとも このの家にいないなであろうか急用ができて外出でもしたのであろうか彼女は今もなお還暦の祝いの後に行わるべきことを楽しみにしておるであろうかがこの取り打ち防止と朝浦草履の謎はおそらく彼女にも解き難いであろうそれにしても彼女はこの重大な異変を知らないのに違いない 一刻も早く彼女に会ってできるだけ驚きの少ないように知らせてやらねばならないこう思うと保つはじっとしてはおられないような気持ちになったけれども村井社長の突然の死が普通の死と違うことを確信しておる以上その場を去るのは永久にチャンスを失うような気がして苛立ちを抑えてそこに止まった突然 タモツの想像はトノヤマ医師の声に破られた。いけません。絶望です。人々は今さらながら異様な悲哀に打たれるのであった。死因は何でしょう？とおしげは医師の顔を覗き込むようにして尋ねた。よくわかりません。と医師は二三度頭を振って答えた。 窒息ではございませぬかと昇華はオズオズしながら訪ねた窒息何か窒息の疑いを起こすようなことがあったのですか実は度胸が過ぎました時3つのリンゴを合図に村井さんと生前のお約束どおりひつぎの蓋を閉めたのでございますそうするとすぐ中から合図があるはずでして 合図があったら蓋を開くことになっておりましたところが合図がないものですからつい34分間蓋をしていたのでございますがもしやその間に窒息して死なれたのではありますまいかさあ23分ぐらいで窒息が起こるとは思われませんがと医師はひつぎをのぞきさらに死体を眺めていったそれに 窒息らしい兆候は現れておらぬように思いますもっとも僕は経験も少ないしそれに夜分のことですから細かいところがはっきり分かりかねますするとやっぱり解剖に伏せなければなりませるかとおしげはいくぶんか顔を曇らせていった解剖と医師は反問したこんなことを 表 so にするのですか。さあ、私もなるべくなら村家のためにことを温斌に運びたいと思いますけれど。田つはこの言葉をきくなり全身の血液が一時に逆流するのを覚えた。それはいけないと思います。と彼はかんだかい声を震わせていった。もし社長が 万が一にも他人の手にかかって死なれたというようなことがあればそれを明らかにするのは社長に対する我々の義務だと思いますええと医師は叫んだそれでは村井さんは誰かに殺されたのですかさあとつはどぎまぎしていったそれはもとよりまだ誰にも分かりませんけれどこの模擬葬式は 誰が出したともわからぬ死亡広告が動機となって行われたものです。ですから、そこに疑えば疑うべき余地があると思います。医師はじっと考え込み、おしげも黙ってしまった。しばらくは一種の殺気が室内に満ち渡った。舞装が口出しするのもおかしいですが。と住職はどっしりとした声を出した。 どこまでもはっきり死因を分からせた方が仏に対する唯一の供養かと思いますどうです親戚のお方々すると白ひげを生やした老人が静かに口を開いた私は村井喜七郎のいとこにあたりましてしかも私が一番濃い親戚なのでございます もし何か怪しい事情があれば、無論表々にすべきでありますが、それについてはまず村井の家内と娘のトミコに一応相談していただくのが順序であると思います。この言葉には何人も依存がなかった。長澤君。突然タモツはおしげにわが名を呼ばれてぎょっとした。 君は富小城とは特別の関係がある将来富小城と結婚すべき人である社長が亡くなった今君は当然この家の相談役とならねばならぬ人だ早く離れへ行って奥さんに異変の次第を告げ警察へ届けるべきか否かを聞いてきてくれたまえ 死体の方を向いていた殿山医師は惜しげのこの言葉を聞くなりくるりと頭を振り向いて鋭い目つきをしながら保津の顔をじろりと見つめた医師ばかりでなくそのほかの人々も初めて聞くこの言葉に好奇の目を輝かせながら一斉に保津の方に視線を投げた保つはさっと顔を赤くしながら逃げるように廊下に出た 彼はあまりに意外な惜しげの言葉に前後の考えもなく廊下へ踏み出したもののさて自分の使命が容易ならぬものであることに気づいて思わずも離れに通ずる渡り廊下の中に立ち止まった自分はいかなる言葉を持って夫人にこの恐るべき真実を伝うべきであるか思いもよらぬ報告によって 婦人の病気が一層重くなるであろうことを考えると彼は到底自分の役目を果たすに足るべき神経の持ち主でないことを自覚した彼は一層引き返そうかとも思ったけれども彼はおしげのことを思うと引き返して再びおしげに皮肉を言われたくはなかったそれにしてもおしげは なんという皮肉な意地の悪い男であろういわば彼は先国惜しげの意見に反対した敵を見事に打たれたようなものであるそうだ惜しげは表沙汰にすることを嫌い自分はそれに反対したのだだからどこまでも自分は夫人に事情を告げ夫人の同意を得て 村井社長の死因を明らかにしなければならないこう思うと彼は急に元気づいて両足の軽くなるのを覚えたけれども離れの一番奥にある病室の障子の前に立ち止まった時さすがに彼はちょっと躊躇せざるを得なかった彼はハンカチを取り出して額ににじみ出た汗を拭いほっとため息をついた とそのとき細い声が部屋の中から流れた<誰>それは間違いもなく夫人の声であるでです中澤ですと保つは思わず大声で答えたあ,あ中澤さんこう言って起き上がろうとする音がしたので 保つは手早く障子を開けた。その時すでに夫人は半身を起こして左の手で支え。両面を光らせて。保つの入ってくるのを待ちも受けていた。中沢さん。拓がどうかしましたか。いきなりこう尋ねられて。保つはすっかり面食らった。実は。 言葉が彼の意志に従わなかった。ああ。と夫人は崩れるように肘をつき。わかっています。たくは死んだのでしょう。ね。死んだのでしょう。本当に。夫人は。 の答えを待たず突然枕に両手を置き顔を伏せて体を揺すったその時激しい咳が起こって反拍の玉に結んだ髪の毛が激しく上下に踊った保は思わずそばにひざまずいてその背中をさすった「中澤さん」と夫人の声は湿っていた。 タクは殺されたのです確かに殺されたのです保つはぎょっとしたこうなることは分かっていたのですくは人手にかかったのです保つはここだと思ってですから今あちらでは警察へ届けようかと言っているのです 警察と夫人はむくりと顔を上げた警察へ届けるのですかでも誰かが社長を殺したとすると警察へ届けなければなりませんああと夫人は絶望的な叫びを発した仕方がありません こう言って再び夫人は両手に顔を埋めた保は何と言って慰めてよいかに迷ったでは早速その手続きをしましょうこう言って立ち上がろうとすると夫人は「中澤さんちょっと」と呼び止めたあなたは きっとみこと結婚してくださるんでしょうねつは思わず顔を赤くしたとみこはかわいそうな女です一人娘で頼るべきき弟ょうだいも何もありませんどうぞいつまでも連れ添ってやってくださいご心配なさってくださいますな僕は誓って彼は それ以上言うことができなかった。そしてふと気づいて。時にとみこさんはどこにいるのですか？この言葉を聞くと、夫人の顔に急に緊張の色が現れた。え。とみこにお会いになれなかったのですか？あいません。 今晩一度も顔を見ません。すると、とみこはまだたくの死んだことを知らないのですか？むろんそうだと思います。僕はとみこさんが用事でもできてどこかへ行ったことと思っていました。いいえ、6時頃までここにいました。こう言って夫人はしばらく考えていたが。 中澤さんあなたは今夜還暦祝いのあとであなたと富子の結婚の披露をすることを聞いていましたか中沢ははっと思ったええ昨日富子さんに内密に聞きました夫人はまたもやしばらく考えていたが急にヒステリックな声を出した中沢さん ことによるとみ子はあまりに調子の外れた声に中沢は思わずえっと叫んだもしどこを探してもいませんでしたらきっと誰かにさらわれたのですこう言って夫人はまたもやうつぶして泣きった。 刑事の出張十二条の座敷では貯物が去ってから再び沈黙が続いて桃園寺住職のかすかに唱える念仏の声が人々の気分を重たくしたがやがて惜しげは親戚や会社の人々に向かって行ったこうして皆さんに立っていていただいてもお気の毒ですからひとまず別室へ退いて。 何か召し上がっていただくことにしましょうか実はお料理の用意が特にできているそうですこの際とてもゆるゆるご馳走になっておる気はいたしませんと白ひげの老人が言ったそれよりもついでといってはまことに変な言い草ですがこれからここでお通夜をさせてもらいたいと思いますどうです皆さん これにはもとより誰も意義がなかった。そこでおしげは再び部屋を出て女中のおたけを呼んできて人々に座布団を出させた住職は伴走に命じて仏間へ工具を取りに浮かしめお通夜にふさわしい準備をせしめた「ひとしきり一座は後手後手した」とそこへ中沢保つが離れ座敷から小走りに帰ってきた。 全国真っ赤な顔をして出ていったにもかかわらず今は全く反対に血のけのうせた顔をしていたのでそれを見たおしげはどうした君と尋ねたとみこさんがいないのですと保つは吐き出すように誰に言うともなく言った何さんがいないと叫んだのは フロックコートの,の山であった。何もそう驚くには及ばないではないかねとおしげは落ち着き払って言った令状はきっとどこかの部屋におられるかあるいは庭にでも出ておられるのだろう君一つ探しに行ってきたまえ。それはそうと警察へ届けてもよいと奥さんはおっしゃったかね 田元は首を縦に振り「僕これから富子さんを探しに行ってきます」と言って今来た反対の方へ去ったおしげはこの時四十余りのハゲ頭の紳士に向かって行った「久野さん誠にご面倒ですがこれから門前署へ電話をかけて刑事の出張を頼んでくださいませんか私はこれから台所へ行って」 何か食べ物の用意をさせます。だいぶ時間もたって皆さんはおなかがすいたでしょうから久野というのはその名を吉男といって村井商事会社の支配人であった彼は昔流に言うならば恩厚特実の君主であってさっきからおしげが采配を振るっているのを少しも不愉快な顔をせずに見ていたが 今こうしておしげにいわば命令されても不服。どころかかえって手助けのできるのを喜ぶかのように、そそくさと立ち上がって、玄関脇の電話室に急いだ。令嬢の捜索にあたって、中澤保つはとりあえず令嬢の居間の襖を開けてその中へ入った。令嬢の居間は玄関をへ隔てて。 応接室と反対の側にある書生部屋の隣にあって中庭を隔てて表門に面していた部屋の中には伝統が寂しく輝いて主のない机や本棚を冷たく照らしていた中沢にとってはかねてこの部屋は世界のどの部屋よりも懐かしいものであったが今夜はなんとなくゾクゾクするような感じを与えられた。 これまで時々とみ子は押し入れの中に隠れていて突然ふすまを開けて「バー」と言いながら中澤をびっくりさせては面白がっていたが今夜こそ中澤はその「バー」をどんなに恋願ったか知れなかった彼は思わず小声で「とみこさんとみこさん」さんと2声呼んでみた けれども,もとより答えはなかった彼はつかつかと机のそばに走り寄りもしや自分に宛てた手紙でもありはしないかと恐る恐る机の引き出しを開けてみたが別にそれらしいものはなかった彼が失望して富子の部屋を出ようとするとちょうどそこへ女中のおしもが通りかかった「おしもさん富子さんを知らない?」 おしもはおたけよりも年が若くてウブであるだけ村井氏の死に少なからぬ心の打撃を受けたらしくそれがよく顔つきに現れていたお嬢さんが見えませんのですってねおかしいと思いますわおたけさんは知らないだろうか知らないと言っていましたわもしや庭の方にでもいないだろうかもうとっくに 庭からお帰りになったはずですわえそれではとみこさんは庭に出ていたのかいええ2時間ほど前裏庭でお嬢様にお目にかかりましたわその時とみ子さんは何とか言ったと保つはせき込んで尋ねたいいえ別にただ気分が悪いから外へ出たとおっしゃっててなんだか いもっとも暗かったからよくわかりませんでしたけれどつはこれをきくなりおしもと別れて玄関に出て靴を履いて中庭におりそれから建物をぐるりと回って裏庭に来た曇っていた空がいつの間にか晴れて陰暦9月14日の月が中天にかかっていた 八幡山の森が黒雲のように前方にはびこって肌にしみるような夜風が木の葉をさらさらとなめた保は庭石伝いに裏庭を横切って高部へのほとりを歩いたがもとより富子の姿は発見されなかった「もしどこを探してもいなかったらきっと誰かにさらわれたのです」といった夫人の言葉が さっきから保つの頭を占領したのをしみ子は果たして誰かに誘拐されたのであろうか夫人はどうしてそうした推定をしたのであろうかあの時夫人に立ち入った質問をすることができなかったけれどもまた質問しても到底言わないであろうけれど夫人は確かに何人かに疑いを持っているに違いなかった誰であろう しかし夫人が誰に疑いを持っていようとも保つは惜しげ以外の人に疑いを持つことができなかった惜しげの千個くらいの態度は一つ一つ彼の疑いをまさしめたのであったよしもし誠に霊城が惜しげのために誘拐されたのであるならば自分はどこまでも惜しげと戦って霊城を奪い返そう。 こう決心するなり保津はくるりと後ろを向いてスタスタ表の入り口に帰ってきたとちょうどその時門前に自動車が止まって中から一人の背広服を着たでっぷり肥えた男が降りてつかつかと門内に入ってきた男は保津の顔を見るなり中折れ棒を取って私は鹿島常吉という門前署の刑事です ただいま電話で,でお招きがあったからやってきました保は刑事の姿を見るなりアメリカの巡査を思い出した彼は日本人には珍しい体格でどことなくゆったりしたところがあってその上一種の滑稽身を生んだひげのない顔の持ち主であったから保は懐かしいようなうれしいような感じを起こし丁寧に自分を紹介してから刑事を案内して 家の中に入った。奥座敷へ来ると伴奏の炊いた甲の煙が静かに漂って本当のお通夜の気分が部屋いっぱいに満ちていた座っていた人々は「刑事の受来と聞いて膝を直して急に緊張したが刑事は与えられた座布団の上に無造作に座って中央の死体を眺めながら「いやぁ」 本当に村井さんは死にましたなあ。宣電話がかかった時は冗談ではないかと思いここへ来るまで十分信ぜられなかったのですがこれはやっぱり冗談ではありませんなあ昨日の朝でしたか例の死亡広告のことでこちらへ伺いましたら葬式のまね事をするのだと言っておられたが何ですか。 葬式のまね事をして本当に死んだのですかこう言って鹿島刑事は健全として正面に座っている住職に向かって尋ねた仰せのとおりですと住職はいささかまごついたようなふうをして答えた一体どんなふうにして死なれましたかどなたか一つ前後の事情を詳しく話してくださいませんか 人々が一斉に久の支配人の方を向いたので支配人は一同を代表して事の次第を順序正しく述べ立てたまず模擬葬式の後に還暦祝いがあると聞いて親戚の者会社の者一同が午後6時半ごろに集まったこと7時に商家によってこの部屋に案内されると村井氏はすでにここにある棺の中に入っていたこと それから住職と伴走の度胸が始まるとそれまで目を開いていた村医師が目をつむったこと度胸が終わってんが3つ鳴らされると商家がふたをしたことしかし中から合図がなかったのでふたを開けてみると村医師の様子が変わっていたことそれから離れ座敷にいた殿山医師を呼んで死体をつり出して検査をしてもらうと 白い衣と火の衣の下から羽織袴の正装が現れたこと懐の中から鳥打ち帽子と朝浦草履その他のものが現れたこと死体はもはや蘇生の見込みがなくしかも死因が分からぬから電話で刑事を呼んだことこれらを比較的簡単に物語った刑事は肥満した人に特別なヒューヒュー言うような呼吸をして 時々手帳に鉛筆で何事かを書き入れながら黙って聞いていたが、支配人の話が終わるなり、ちょうどお医者さんが来て見えたのは好都合です。どうです。村井さんの死因はやっぱりわかりませんか。と医師に向かって尋ねた。よくわかりません。お医者さんにもわからなければ、我々にもわかる道理がない。 と刑事はは、顔でで言った。では当然、解剖ということになりますがその前にできるだけ事情を明らかにしておく必要がありますからご迷惑でも皆さんは私の質問に答えていただきたいと思いますこう言って刑事は朝浦総理と取り打ち防止とを取り上げさらに言葉を続けた。今のお話ですと、 模擬葬式のあとに還暦の祝いがあるという手はずだったらしいのですがこの朝浦草履と鳥り打ちは一体何の意味があるのですかこの時医師がつと立ち上がって死体のそばに寄り袴の辺りや座布団の下をしきりに探し掛か,かったので刑事は不審を抱いてどうなさったのです何をお探しになるのですと尋ねた。 全国草履と帽子と一緒に眼薬のケースを取り出しておいたのですがそれが今見えないのです。と言いながらなお辺りを探したがケースはどこにも見つからなかったおかしいなあと医師はいぶかしげに言ったどういう眼薬ですと刑事は尋ねた私が処方しがて、 村井さんが自薬としておられた動脈硬化予防のが薬で確かにシャツのポケットから取り出してここへ置いたのですどなたかご存じありませんかしかし誰も知っていると答えるものがなかったないものは仕方がありませんそのうちにどこかから出てくるでしょうこう言いながらも刑事はせわしく手帳に書き込みながら しばらく考えてまた言った。それで、模擬葬式と還暦祝いが済んでから、どんなことが行われるはずになっていたのか、ご存知ありませんか？宣告から保つは自分と富子との結婚式の祝いがあるはずだったということを言おうか言うまいかと迷っていたが、早晩知れることであるからと思って、そのことを刑事に告げた。保つの説明を聞くなり。 ケースの捜索を続けていた殿山医師は険悪な顔つきをして貨物を見つめたがつと立って自分の席へ帰ったいよいよ草履と帽子の意味がわからないと刑事は貨物の説明を聞いていったあなたはそれ以上何か行われるはずだったか知りませんかんじませんああ、それにしても、 結婚式を行う人が背広服であるとはおかしいですな殿山さんのようにフロックコートでも着ておられるならともかく殿山医師は苦笑したが保つは笑わなかったしかしこのまんまで来ればいいということでした誰がそう言いました令状の富子さんですなるほどそうすれば 礼状に聞けば何もかもわかりますなところが礼状がいなくなったのですえ夕方までいてそれからどこへ行ったか知れなくなったのですと保つは声を震わせていったそりゃあおかしいですな今夜はいろいろなものが見えなくなりますながん薬のケースがなくなったり 霊障が。皆まで言わぬうちに人々が軽く笑い出したので刑事は口をつぐみ目をつぶってじっと考え込んだ霊場が本当にいなくなったとしたら捨てておけぬがそのうちには帰ってこられるでしょうそれにしてもなんだかこう狐に化かされたようないわば魔法にでもかけられたようなことですなあ。 こう言って刑事は魔法という言葉から思いついたと見え、急に唱歌の方を向いて尋ねた。しょうかさん、あなたは一体どうしてここへ来ておるのか？村井さんの親戚ででもあるのか？ええ、雇われたのでございます。と唱歌はそばに座っている2人の子供でしをかえりみ、さらに看護家の方を見ながら答えた。 この不思議のトランクのように見えるカンオは私たちが舞台で使うのとは違ってただ折りたたみができる仕掛けになっているだけです今晩村井さんは礼服の上に火の衣をかけさらにその上に白の衣をかけて棺の中にお入りになりましたお経様がしまえてんが3つなるとそれを合図にすぐ私が蓋をする 村井さんはひつぎの中で白の衣をおとりになって中から蓋をおたたきになるすると私が蓋を開けるそれと同時に村井さんが火の衣をまとって立ち上がられる弟子たちがひつぎを畳みにかかると村井さんが後へ退かれるその時私が村井さんの火の衣に手をかけるとそのまま村井さんが抜け出して衣ばかり私の手に残るのですが 皆さんの目にはまだ村井さんがそこにおいでになるように見えます。それから私がその衣を手にたたんでしまいますから、いわば村井さんの姿が皆さんの目の前で煙のように消えるという趣向を行う手はずだったのでございます。うんなるほど。それはめずらしい趣向でしたな。しかし。 村井さんのような素人が加わってそんなに手際よくできるものかなこの時住職が口を出したその練習を武装も拝見しましたが村井さんは忽然と消えることができました何でしたら一つあなたを消してみせましょうかと昇華が言ったいや煙のように消えては妻子が困るから遠慮することにしよう と言って人々を笑わせ急に真面目顔になって続けた冗談はさておいて無論消えたように見える村井さんはどこかその辺におられるはずでしょうな隣の部屋の廊下においでになるのですそれから村井さんはどうなさるつもりだったのですかさあそ,それから先のことは少しも存じません私はただそこまでやればよいということでした 住職もご存知ありませ偶か。嘘もいこう。これはいよいよますますおかしいですなでは還暦祝いのすまぬうちに姿を消されるというわけでしたなしかし後で還暦のお祝いや結婚のお祝いがあるとすると無論再び姿を現されるつもりだったでしょうがそれにしても 草履や取り打ち帽子や懐中時計や財布の用意がしてあるところを見ると一旦は外出せられるつもりであったかもしれませんなこう言って刑事は再びじっと考え込んだがやがてまた独り言のように言ったそれに肝心の令状がおられなくてはさっぱり事情を明らかにすることができませんああそうだ。 ことによると、令状と打ち合わせでもしてあって、どこかへ落ち合うというような趣向だったかもしれん。何にしても、これは一度、奥さんにお尋ねしてみるのが早道だろう。こう言ってから、刑事が夫人の在りかを尋ねると、殿山医師は遮っていった。こん奥さんはいつもより気分が悪く、それに、先刻こちらかららか突然ののの不幸のお知らせをしたので、 きっと悲しんでおいでになるに違いありません。ですから、今晩は。奥さんにお尋ねにはならぬ方が良いと思います。それに夕方、私は奥さんと話しました。けれど、奥さんも今晩のことは、やはり詳しいことをご存じないようでした。保つは意志のこの言葉を聞いて、初めて医師がまだ村井氏の死を聞いた。婦人を見舞わないことを知った。 そうして、急に夫人の哀れな姿を目の前に浮かべ医師に夫人の病床を見舞うように忠告しようかと思ったがその時刑事の声が彼の心を遮った殿山さんは今晩いつごろおいでになりましたか6時半ごろに来るつもりでしたが5時半ごろに電話がかかって奥さんが少しいつもより気分が悪いからとのことに。 すぐお伺いいたしました。うん、刑事はそれから昼食の方を向いた。先国の言葉ですと、昼食は四時ごろにおいでになりましたか。そうです。万総とともにその頃に参りました。何か村井さんの様子に変わったところはありませんでしたが。気がつきませんでした。ただもう一生懸命に棋術を練習されました。 その他別に変わった人が出入りはいたしませんでしたかどうだい両体と住職は伴奏を顧みて尋ねたちっとも気がつきませんでしたと伴奏は愛も変わらずおずおずしながら言った刑事は何やら手帳の中に書き込んでしばらくの間黙って鉛筆をなめた 何がなんだかさっぱりわからん。と彼は吐き出すように言った。これはどうしても死体を解剖して死因を明らかにしなければ、どうも見当がつかん。田持は、戦国から刑事の態度をもどかしく思うと同時に、支配人や他の社員が口をつぐんでいるのに、少なからず焦燥を覚えた。というのは、彼はこの事件の一切の秘密は、 おしげを尋問すればわかかると思ったからで、人々が惜しげの名を口にしないのを不思議に思った惜しげは一体どうしたであろう宣告から姿を見せるのはなぜであろう彼はついに辛抱がしきれず支配人に向かって尋ねようとするとまたもや刑事の言葉が彼の心を遮ったいよいよこれは検事局に通知しなければならぬが。 時にしょうかさん、あんたを雇いに行ったのは村井さん自身だったかね。いいえ、会社のおしげという方です。としょうかははっきり答えた。ああそうか。それじゃあその人に聞けば今晩の趣向がわかるかもしれんな。その人はどこにいるだろうか。今までここに見えましたが。 食べ物の用意をさせるとて台所へ行っておられますこの時2人の女中がお茶と餅菓子とを運んできたおしげさんはどうなすったね。と刑事はおたけに尋ねたあの休養ができたと言って20分ほど前にお帰りになりました人々は顔を見合わしたもつははっと思った逃げたな つは思わず叫んだ何と刑事がとがめた僕はおしげという人物をどうも怪しいと思っていたのですそれはまたどういうわけでと刑事もいささかせき込んで訪ねた一方ならぬ社長の信任を受けて万事我が物顔に振る舞っていましたけれども僕は 彼が必ず何か大きな陰謀を抱いていると思っていましたそれはしかしただあなたの推定に過ぎないのでしょうどうです久野さんもとよりそうとは言えませんが社長が会社のことはもちろんうちわのことまで相談なさっていたことは事実ですその人はいつ会社へ雇われてきましたか確か 八月の末頃だと思います。それまで何をしていた人ですかそれは、村井さんより他誰も知らないのです。今どこに住まっていますか文天館という公園前の宿屋に下宿しております。恐れ入りますが、ちょっと電話をかけて下宿へ帰ったかどうか聞いてくださいませんか 支配人は立ち上がって電話をかけに行ったがしばらくして慌ただしく帰ってきた「どうでした?」と刑事「宿へ聞きましたところ主人が出てもうすについ今しがたおしげさんから電話がかかって休養ができて当分は帰れないからそのつもりでいてくれ」とのことでした。 と申しました。はて、と刑事は言った。事件はなんだか、面倒になったようですな。教室の事変その日、医科大学法医学教室の研究室では、国防教授がミイラ製造に忙しかった。ミイラの製造を、 それは別に目新しいことではないが教授は年来それに力を入れて研究を続けてきたしかし教授の作ろうとするミイラは古代のエジプト人がバルサムや松ヤニやその他の樹脂を持って製造したあの乾燥した褐色の肉塊とはいささかその趣をことにしていたすなわち教授は人間の死んだ時そのままの姿い,いな その人間の健康時そのままの姿を死体によって永遠に保たしめる方法を企てたのである自動的に動きこそせざれそのままにしておけば生きておる人間と少しも変わらぬミイラを製造しようと絶えず研究を続けてきたのである核のごとき研究が一体人間の世界にどんな影響を及ぼすものであるのか還元すれば 人生にとって利益があるのかまたはないのか。もとより教授以外に誰も知る由がなかったおそらく教授自身もそんなことは一向無頓着に研究の方を進めておるに違いなかった全て学者になる者は多くは自分の興味に従って研究を進めるだけであって研究した結果が世の中を疫するとかせぬとかは学者にとって第二義のものである。 もし世間が人生と直接関係のない研究に没頭しているのゆえをもって学者を笑うならばそれは世間が大べラぼうであることを自称するにすぎないのである国母教授のミイラ製造の研究も教授の好奇心から選ばれた題目にすぎなかったけれども研究そのものはかなりの苦心と独創等を要した死体の腐敗を防いだり 死老を作ったりすることはわけのないことであるけれども死んだ時そのままの柔らかさに肉体のあらゆる部分を保って永久に変色変形させぬということは決して容易なことではなかったけれども教授は多年の苦心の結果昨今ようやくその研究の完成に近づきつつあるのであることに死後最も変化しやすい眼球を生前のままに保つことは 最もその苦心を要したところであって昨今は一旦変化しかけた眼球でも薬液の注射によってある程度まで生前の姿に戻すことができるようになったその朝教授は黎明に死刑を受けた助手の死体をもらい受けたのでミイラ製造に取りかかったのである最も理想的ないわば生きたまんまのミイラを作るには 死刑を受けた死体が一番適当であったなんとなれば例えば病死した死体は病気のためにその肉体が変化を受けてミイラもまた病的な相応を有するものしかできにくいからであるだから教授はこの引き取り人のない助手の死体をもらって少なからず越にいるのであった「台上に横たわっている女は漆黒の髪と切迫の肉を持った」 の美人であった。彼女は多くの男を毒殺したために死刑を受けたのであるがこうして死体となって罪のない顔をして横たわっているところは音源ともにない教授に向かって美しい絵を見るような感じしか与えなかった宣告から教授は薬液の注射に忙しかったが最後に眼球へ注射を行って黒の研究室位に包まれた体を と一息つきながら伸ばすとその折扉をたたくものがあって「お入り」の教授の声につかつかと入ってきたのは助手の肥後君であった先生意外な事件が発生しました意外な事件とはと教授は注射器を下に置いて尋ねたただいま村井吉次郎氏が頓死されて 死因に疑わしいところがあるから解剖に送るという検事局からの電話でしたこれを聞いた教授はさすがに少しくいつもの冷静な態度を崩したえあの村井さんがそうです先日死亡広告を出された村井さんが昨晩何でも葬式の真似をして棺の中で真実に死なれたそうです それは意外だと教授は顔色を変えていったけれども先生はあの死亡広告が悲劇に終わるとおっしゃったではありませんかそれはそう言ったいよいよ悲劇に終わったではありませんか教授は何を思ったか腕を組み目をつぶった先生に犯罪方程式を教えていただいた翌日 第3回の死亡広告が出ましたので村井さんが槍玉に上がるとは皮肉だと先生と話し合いましたがこんなに早く犯罪方程式を応用すべき事件が起ころうとは全く意外でしたしかしと教授は肥後君を見つめていったまだ君犯罪が行われたとは決まらぬじゃないかでもおかしいなあ

き運ばれてきた死体は、す解剖することにしていた。教授の考えによると解剖の際に先入権を持つということはよくないけれどあらかじめ死体が生じた前後の事情をよく研究しておくことは解剖の際の視察を助けるものでその方が従来の経験上はるかに正確な鑑定を行うことができるというのであったそれゆえ村井氏の死体も当然 明日の朝解剖されることになったのであるその日の午後教授は自室に肥後君を呼んでいったいまでもののののかにらをせてもらってったよこう言って教授は鉛筆で書いたノートを見ながら刑事の語ったところを残らず肥後君に伝えた それは第5章に記載した事柄であって鹿島刑事はあれからすぐ検事の出張をこい間もなく検事が来てやはり死体解剖によって取り調べを発展せしめるより他はないということに決まったのであるが令状はとうとう朝になるも帰ってこなかったというのであったこういうわけであるからこれだけの事情では村井氏の死因が何であるかはちょっと推定ができにくいだろう 君はしばらく考えていたがやがて言った自殺ということは考えられませんから自然しか他殺かの2つになりますが僕はどうも他殺と考えたくなりますろん誰でもそう考えるそう考えたればこそその筋の人も解剖でそれを確かめようとしたのだだが解剖する前に一応死体を見ておこうか それから教授は肥後君を伴って解剖室に入り解剖台上に横たわる死体の白布を取り除いたそこには生前の姿と大差ない村井氏の肉体があった大変栄養がよろしいですねと肥後君が言った60歳とは思えぬほど皮膚がつやつやしているどうだね 盲信だけでは死因を鑑定することができるかね。肥後くんは解剖大の周りを2。3° 度回って死体を前後左右から観察したが。どうもよくわかりません。ろんそうだろう。たといある程度まで推定を下したところが解剖した結果の正確さには及ぶべきもない。と教授はじっと死体の顔面を見つめていった。 早く解剖してみたいいと思います。急ぐことはないそれよりも明日の朝までさっき話した材料によってよく考えることだよ全てどんな複雑な事件でもその確信をつかむと比較的容易に解決できるものだ再び死体を白筆を覆って教授は助手と教授室に帰ったどうだね もし村井氏が他殺と決まったら犯人の探偵をしてみないかねと教授は言った無論やってみたいですそれこそ犯罪方程式を応用することができますから教授は苦笑した犯罪方程式か犯罪方程式もいいが差し当たり君が素人探偵として活動する承認を受けなければならない 鹿島刑事の話によると霊場と結婚するはずの中沢君が霊場を探し出すためにぜひ捜索を手伝わせてくれと頼んだそうだ刑事は快く承諾を与えたと言っていたよ鹿島刑事はぼんやりとしたようなところがあるがどうしてなかなかしっかりしたものだよそしてその度量が実に大きいから 君が探偵に加わりたいというなら喜んで承知してくれるだろう君も探偵小説ばかり読んでいないで一度は実際の探偵に従事しそしていかに小説の世界と現実の世界が違ったものであるかを味わいたまえ肥後君の顔は嬉しそうに輝いたやってみますことに先生の教えを受けることができるのですから なおさら愉快ですいやと教授は遮ったせっかくの仕事を他人に教えてもらってやっては面白くないよまず自分自身の考えを中心として活動することだねできるだけやりますあくる日の午前8時半ごろ 解剖に立ち会うべく控室に集まった。教授は早朝から昨日の助手の死体に引き続き必要な処置を施していたが、9時少し前になって助手のひごくんが入ってきた。先生、解剖室の鍵を貸してください。小遣いが昨晩から解剖室の鍵を失ったと言いますから。教授はそれを聞いてけげな顔をしたが、 黙ってズボンのポケットから鍵を出して肥後君に渡した肥後君は鍵を受け取って手でひねり回しながら上機嫌で去ったがほとなく顔色を変えて走ってきた先生と言ったきりとが言えなかった教授は肥後君のただならぬ姿を見て驚いて尋ねた「どうしたんだ君しっかりしたまえ。

村井氏の突然の死を聞いた時ほどには驚かなかったそれのみならず教授はあたかもそれが必然起こるべき事変であると思っていたかのような態度を持って助手の死体に必要な処置を施しつつあった手を静かに休めて肥後君の顔を一種の軽い笑いをさえ浮かべて眺めるのであったまあ君そんなに興奮したもんな。 ととったまま、うは急にその場を離れようともしなかった。しかし肥後君にしてみればどうしてこれが興奮しないでおかれよう鑑定死体が噴出するということは肥後君の見分の範囲ではまさしく前代未聞のことであった解剖を終わってからの紛失ならまだしも解剖前の死体が噴出したとあっては法医学教室の名誉を毀損するばかりでなく 刑事上の責任問題も生ずるわけであるいわんや村井氏の死にまつわる一切の疑問がその解決の鍵を失わねばならぬかと思えばことははなはだ重大である君、他の部屋を探してみたか教授のこの言葉にごく君の熱した頭はさっと冷たくなったそうして 自分が解剖室からまっしぐらに教授のところへかけてきたことを恥じざるをえなかったが肥後君の理性は直ちにその一時的興奮を抑制したしかし先生僕は毎朝一度必ず教授室以外の各部屋を見回りますからもし教授室に死体がありませんでしたら紛失したと見ればなりません僕の部屋にも無論ないよ とにかく解剖室へ行こうへこ2人は連れ立って解剖室へ来た中央の解剖台上には昨日わった村井氏の死体がかき消したごとくなっていたただ死体の上にかけてあった白布がしわくちゃにされてぞろりと横たわっているだけだった部屋の隅の台の上に村井氏のまとってきた衣服が置かれてあったがそれはそのままになっていた 教授は入り口のドアに近いところに立って手を組んだまましばらくの間じっと考えていたどううししましょうか。と肥後君は教授を促すように尋ねたどうするっててきがなくては解剖はできぬよ。と一種の皮肉な調子を交えて教授は答えた肥後君はかような重大な場合に ひにくな心持ちになりえる教授の理性を心にくく思ったそうして教授がことによったら死体の行方を知っているのではあるまいかと疑ってもみた死体は果たして盗まれたのでしょうかと肥後君は探るような目を持って教授の顔を見つめながら訪ねたろまれたのだろう。と教授は やはり腕組みをしたた。まま答えたすると村井さんを殺した犯人が盗んだのでしょうかいやそんなに請求に判断してはなるまいこう言って初めて教授は組んだ腕を話した死死体体が消えた以上、死体を見つけ出さねばならならい。これから僕は検事局や警察の人たちに事情を話して。 一旦引き上げてもらうから君は僕の部屋で待っていてくれた前肥後君は立ち会人たちへの死体紛失の報告を自分に命令されはしないかと内心ビクビクしていたところであったから教授のこの言葉を聞くなりほっとして逃げるように歩いて教授室に入った窓をのぞく私壁のことごとくが本棚になって大小の要所がぎっしり詰まっていた 彦君は毎度のことながら珍しそうに近寄って書物の背側に記されてある金文字を多大の興味を持って読んだ専門の書籍は言うまでもなく文学美術に関するものもかなりにたくさんあった「永仏読」フツドクはもちろんロシア語ギリシャ語の書籍も混じっていたふと頭を上げると書棚の一つにキャビネ型の写真が額に入れて 書籍の前に立ててかけられてあったそれは国母教授と今一人の青年との七部心臓であって何でも教授が先年世界各国を視察された時アメリカで懇疑になりかの地でいろいろ世話になられた日本人だということであった肥後君はその写真を常になく興味を持って眺め頭髪もひげも今と違って黒かった教授の「 今よりも一層皮肉に見える顔を見て教授がアメリカでどんな生活をしたのか知りたく思った教授と一緒に写っている青年も一種の皮肉を恩んだ顔つきをしていてひげのない上唇を軽くねじらせていた肥後君がいつの間にか教室の事変を忘れ写真を前にして取り留めのない想像にふけっているとやがて廊下に 足音と話し、声が聞こえて教授が入ってきた。見ると教授は1人の太った背広姿の男を伴っていた。それは肥後君もよく知っている門前署の鹿島刑事であった。どうです。ひごさん、大変なことが起こったではありませんか？と、鹿島刑事はその実大変なことが起こったとも思っていないような。例のごときニコニコ顔をしていった。 がこの言葉は肥後君の今までの空想をみじんに砕いて現実の恐ろしい事変の記憶をよみがえらせた全くですどうしたらよいでしょうさあそれはやはり国防先生のお指図を願わねばなりませんないやいや死体の行方を探すのは鹿島君の役目だと教授は 意地悪そうな顔をして刑事を見つめたどういたしましてこんなにいろいろなものがなくなってはとても私一人の手に負えませんよと刑事ははげかかった頭を右手で撫でて答えたこの事件は実に奇妙な事件ですなまず艦薬のケースがなくなる令状がなくなる次に肝心のおしげという人物がなくなる それから最後に村井さんの死体がなくなるという次第ですいやうっかりしていると今度は私のこの大きな体までがなくなるかもしれませんハッハっハッ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 にッハ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 てハ死ハがハッハッハッがッハ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  この事件にどこから手をつけてよいかさっぱり見当がつきませんな死因は分かっているよと教授はきっぱり言い放ったえわ分かっていますかではもう解剖をなさったのですかと刑事は熱心に尋ねたまあそこへ腰掛けたまえと教授は2人に椅子を与え

前後の事情が生産中毒らしくないというのだろうそうだ生産中毒なら生産を飲んだ瞬間に死ぬからねしかるに村井氏は棺の中へ入って後も生きていたばかりでなく棺の中ではもとより何者も含みはしなかったのだと言うと鹿島君にはあるいは不思議に思われるかもしれぬが肥後君ならば 生産がこの場合いかなる形で与えられたかすぐ推定ができるだろうできますと肥後君は原価に答えた消化に一定時間を要する物質で生産を包んで含めば含んでから一定の時間を経なければ死にませんその通りだよと教授は両目を輝かしていった おそらく村井さんの場合にも同じようなことが行われたに違いない生産をさような物質で包むということは通常不可能だからおそらく生産カリかあるいは生産カリと主席さんぐらいが別々に包まれていたのだろう全く生産中毒以外には囚人監視の場で誰にも気づかれず生から死へ移ることはありえない そのような毒薬をある物質で包むというのは一体どんなふうにするのですかと鹿島刑事が尋ねたああそうだ君には分からぬのも無理はないつまり青酸カリを中心に入れて普通のがん薬を作ればよいのだそれでは通夜の場で亡くなったケースは毒のがん薬が入っていたのでしょうかな と刑事はいささか興奮の色を見せて訪ねたそれはまだ何とも言えないだろうそういう願薬は素人でも手に入れることができますかと刑事は熱心に尋ねたそれは君素人だって手に入れることができなくはないよそら君も知っているだろう昨日の夜チングサ刑務所で死刑に処された雲井隆子 彼女の死体を教室へもらい受けて今別室にあるのだが彼女が毒殺に用いた毒薬はやはり生産狩りと首席んのが薬だったよあの雲井竜子がこの教室へ来ましたかと刑事はいよいよ熱心な口調になった彼女の使用した毒薬は 世間の者が真似をするといけないという理由でわざと発表されませんでしたがそうですかそういう眼薬を使ったのですか。何しろ彼女は何の動機もなく数人の男を殺したのですから警察でも久しく分からなかったということですな確か彼女には兄が1人あってこれも彼女に劣らぬ悪人だということですがどこへ行ったか行方不明になっているそうです 教授は何を思ったか極めて真面目な顔をしていった悪人悪人というけれども人間には本来善悪の区別はないよ同じ行為でも時代とその周囲の状態移管によって善とも判断されまた悪とも判断されるのだだから善悪に対する考えは 昔の人と今の人とで明らかに違っているばかりでなく同じ時代でも各人が場合によってその解釈をことにしている早い話が個人を殺すことを告白と考えながら戦争でたくさんの人を殺すことはそれほどに思わない雲井隆子もローマ時代に西洋に生まれたならばかのロークスタのように 国家にとって主君の女となったかもしれない恐ろしいものは殺人行為ではなくて各人の持っている殺人意志だ見たまえ刃物を持ちえないものは舌や筆を持って人を殺そうと計画するではないかだからこの世に悪人はめったにないよつまりみんなが悪人なのだから 後君は鑑定主体を盗まれながら少しも心をわくらんせしめないでこのような冷静な議論を成し得る教授の態度に脅威の念を起こさざるを得なかった鹿島刑事はと見ると教授の言葉に耳を傾けているようでありまた何かしきりに考えているようでもあった実際語る鹿島刑事はおそらく教授の理論を聞くよりも いかにしてこの事件の解決に着手すべきかを考えているのであろう。すると、果たして鹿島刑事はポケットから手帳を取り出しにかかった。しかし教授は、依然として話を続けた。ねえ、彦君。君は探偵小説が好きだが、君に限らず一般の人が探偵小説を好む理由は、つまり、 人人に備わっているる殺人意志を和らげるためだよ。旧式な言葉で言うならば探偵小説によって殺人欲を満足させようとするのだだから探偵小説の中でも殺人を取り扱った者が最も多く読まれるのだ従って探偵小説の愛好者は実際のいわゆる悪事を行わない 還元すれば、いわゆる善人なのだ。ねえ、鹿島君、そうじゃないか。刑事は呼びかけられて、はっと我に返ったらしかった。そうでしょうな。探偵小説愛好者は、おそらくみんな善人でしょう。その証拠に、探偵小説を愛読する人が、実際の探偵に従事すると、多くは見当はずれのことをしますし、また反対に、 犯罪を計画しても手抜かかりばかりばすす。るようです犯罪映画を見て犯罪を行う少年などはみんなヘマばかりしておりますよ少年に限らず大人でもそうだろうと思いますがどうだ肥後君随分手厳しい言葉じゃないかこう言って教授は肥後君の方を向き肥後君が返事をしない前にさらに鹿島刑事の方を向いていった 実は鹿島君肥後君が今度の事件の捜索を手伝わせてもらいたいと言っているのだ差し支えのない限り面倒を見てやってくださらぬか刑事は頭をかいて笑いながら言ったいやそうと知ればあんなことを言うのではなかったひ後さん今の言葉は取り消しますよ差し支えなどちっともありません喜んでお手伝いを願います 中澤保さんも富子さんの行方を探したいとのことでしたからその方面でお手伝いを願うことにしました中澤さんといえばもうかれこれこちらへ来ることになっておりますお互いによく相談して事件の真相を探ることにしましょうか肥後君は軽く腰をかがめて鹿島刑事の行為を示したそこでと刑事は続けた いいよいよ村井さんの死が生産の中毒と決まれば過失によって眼薬を飲んだかあるいは自殺のつもりで故意に飲んだかあるいは他人に飲まされたか3つの事情のうちのどれか1つでありますから村井さんの死の前後の事情を明らかにしてこのうちのどれであるかを決めねばなりませんな模擬葬式の当夜取り調べたところによると どうも自殺とは考えられませんから過失か他殺でなくてはなりますまい。蛋薬のケースの紛失といい死体の紛失といい当然他殺と考えてしかるべきではありませんかと肥後君は言った。なるほどあなたもそうお考えになるのですな。毒を村井氏の常用蛋薬の中へ投じた犯人が 発覚を防ぐためにケースと死体を隠し死因を不明ならしめたということは誠にありうべきことですしかし村井氏の死因が小久保先生によってこのように容易に鑑別されたのですからもしケースを果たして犯人が隠したものと仮定しまた死体も同一犯人が盗んだものとすればこの犯人は随分無駄なことをしたものと言うべきですな。 ケースと死体を同日に断ずるのは少し大胆すぎる」と小久保教授は皮肉な笑いを浮かべていったケースはポケットの中に入るけれど死体はやや傘が大きいからねまったくです死体はたもとの中へは入りませんと刑事も笑っていったですけれど死体は宝石などと違って 大金を出して買う人も滅多にありますから、よほど重大な理由がなくては盗まないと思いますよ単なるいたずらや冗談にしては少し大胆すぎていると思いますがしかし今度の事件はいたずらや冗談が重なっているではありませんかと肥後君は口を出した死亡広告といい模擬葬式といい記述師の出現といい けれど、村井氏の死なれたことだけは冗談ではないようですよ。と刑事は肥後くんの言葉をさえ遮ったが、にわかに頓狂な声を出した。それとも村井氏は冗談に死んで、今頃は生き返ってどこかに隠れていられるのかな？この言葉に教授も肥後君も笑った。と、その時小遣いが入ってきて。 中澤保という人が鹿島さんに会いたいと言ってただいま来られましたと言った構わぬかぬら、らこちらへ来ていただけ。と教授は小遣いに命じた脅迫女王小遣いに案内されて入ってきた中澤保は ななんとなく落ち着かぬ様子をしていた彼は一昨夜の辛労のために十分な睡眠をとらなかったと見えて上まぶたが心臓患者のそれのように軽く腫れて幾分か頬が焦げて見えた3人に目礼するなり彼はいきなり鹿島刑事に話しかけようとしたので刑事は立ち上がって教授と肥後君を紹介し2人の前ではどんなことを話してもよいことと。 くんが探偵に従事されることになったから何事もお互いに相談して行動したいということを話し最後に村井氏は生産中毒のために死なれたことは分かったけれど村井氏の死体が解剖されぬ前に昨晩中にどこかへ紛失したことを告げたえ社長の死体が盗まれたのですかいよいよあいつの仕業だな。 顔色を変えて吐き出すように保つは言ったその声といい態度といい常軌を逸した興奮の模様が見えたので国防教授は目を丸くして保つの顔を見つめた「中澤さんは会社員の押げ地獄という人を昨日もお話ししました通り今度の事件の中心人物と認めているのですよ」と刑事は教授に説明するように言って。 保つの方を向いたのをいしかし何事も正確に判断するのは答を得ておらぬと思いますなおしげが果たしてそうであるとしてもその証拠を突き止めるまでは先入権を持ってはなりませんよ証拠はここにやります中沢は声を震わせながらポケットから1枚のはがきを取り出したこれをご覧ください このはがきは今朝こちらへ出かけに受け取りましたその文句を読んでくださいこう言って保がはがきを差し出すと鹿島刑事は手早く取り上げてまず表面の消し印を眺め次に裏面の文句を読み上げた「中沢君君はなかなか芝居が上手だね」とみ子さんを隠しておきながらよくも巧みに知らぬふりができたものだ このがきがついてから5時間以内に富子さんを家に帰らせたまえ。さもないと君を生かしてはおかぬよおうんと刑事は言いながらもう一度表面を見た名古屋市中央郵便局のしんですな昨晩出したものだどうですこのような脅迫状を僕によこすものは おしげより他にないいと思います自分がとみ子さんを誘拐しておきながら僕がとみ子さんを隠したように書いてあべこべに僕を脅迫するというのは実に涼しいと思いますしかしこのハガキによっておしげが名古屋市内にとみこさんを監禁していることは明らかです刑事はじっと文句を見つめながら考えていたがそれではこれはおしげの筆跡ですか とと尋ねたんそうだとは断言できません自分で書くにしてもわざと手を変えましょうしまた他人に書かせたのかもわかりませんけれどももしおしげがとみ子さんを誘拐してこの脅迫状を書いたとすれば5時間以内にとみ子さんを家に帰らせたまえさもないと君を生かしておかぬというような文句は書くまいと思いますが。 と刑事は反対したそこがおしげの狡猾なところですすなわちこういう脅し文句を書いて僕が富子さんを捜索するのをやめさせようとするのですと中沢はあくまでもおしげに対する疑惑を捨てようとしなかったけれども富子さんの捜索はあなた一人がやるのではありませんから単にあなたの手を引かせるためにこのような文句を書いたとは思われませんなあ これは一応考えを翻してあなたが富子さんを隠したものと信じている人間の発した脅迫状と見てはどうでしょうかな先生先生はどうお考えになりますかそうだねと国母教授は眉を寄せて考えながら言ったおしげに疑いをかける前に もっとよくおしげの人物を研究する必要があると思うね実はと中沢は先告肥後君が与えた椅子に初めて腰を下ろしていった昨日の夕方お見舞いのために僕は村井家に行って奥さんにお目にかかったのですがその時の夫人のお話によってますますおしげを怪しいと思ったのですそれはどんな話でしたか と刑事は熱心に尋ねたおとといの晩からのことを一応順序正しく申し上げましょうと中澤は語り始めた模擬葬式が終わって社長の返事されたと分かった時それまで何も知らぬふりをしておったおしげはお医者さんの来ていることをちゃんと知っていて記述士に命じて離れ呼びにやりました それから医師が来ていよいよ返死が確かめられるとおしげは僕が富子さんと婚約中であることを大勢の前で語って僕に向かって夫人へ知らせてこいと命じました僕は面食らってその場を逃れ離れへ行きますと夫人は早くも僕が社長の死を告げに来たと察してタクは確かに殺されたのですと言われました それから僕がとみ子さんのいないことを告げると、夫人はますます驚いて、もしどこを探してもいなければ、とみこは誰かにさらわれたのですと言われました。僕は驚いて、すぐさまとみこさんの部屋へ行って、置き手紙でもしてありはしないかと思って探しましたが、何も見つかりませんでした。その時、女中が通り合わせて、晩方、とみこさんが裏庭で泣いていたと申しましたから、 早速裏庭へ出てみましたがもとより富子さんはおりませんでしたで失望して帰ってくるとちょうど玄関であなたにお目にかかりましたこう言って保が鹿島刑事の方を向くと刑事は軽くうなずいた教授と肥後君とは熱心に保の話に耳を傾けた保はさらに語り続けた それから鹿島さんの取り調べが始まってまず第一に蘭薬のケースの亡くなったことが分かりました模擬葬式からお通夜に移る時に多分ゴテゴテしたでしょうからその時紛失したのだろうと思いますがその混雑の際無論おしげもその場にいたはずですそうしてそのあともなく当のおしげが逃げてしまいました朝になって、 僕はひとまず帰宅して布団の中に入りましたがなかなか寝つくことはできませんでしただんだん心を静めて考えてみると夫人の言われた言葉がはっきりと記憶の表面に浮かび出てきましたそうだことによると夫人は社長を殺した人間を知っておられるかもしれんまた富子さんを誘拐したのが誰であることも知っておられるだろう これはもう一度夫人に会ってよく事情を尋ねてみようそれが自分の取るべき最初の方法だこう思って一安心するといつの間にかうとうとと眠って目が覚めると日の暮れ近くでした急いで食事を済まして村井家を訪ね夫人に会って尋ねますと夫人の言われるには最近社長がたびたび夫人に向かって自分は こととによるる殺されるかもしれない。もし自分が死ななければ富子は人にさらわれてしまうかもしれぬと言われたそうですで夫人が「誰に殺されるのです」「誰に富子を取られるのです」と聞いてもどうしても話されなかったそうですでも夫人は社長に絶対に反抗なさらぬ習慣でしたから心配しながらもそのままくれたのだそうです ところが先日あのような死亡広告が出てそれを機会に社長は模擬葬式をやりその後で還暦祝いをするのだと言い出されたので夫人は涙を流して嘆願しどうかこの際そんな不吉なことをやめてくれと言われたそうですけれども社長の性質として一旦言い出したことはやり遂げずには置かれず還暦祝いの後で 富子と中澤の結婚披露をするのだと打ち明けられたので富子さんの結婚は一日も早いがよいと思って夫人はとにもかくにも承知なさったのだそうですところが連日の心配で当日急に病気が悪くなってお医者さんを迎えねばならなくなり模擬葬式の間はとても恐ろしくてならぬからお医者さんにそばにいてもらったのだそうですところが7時半ごろ 記述私が慌てて医志を迎えに来たので夫人ははっと思って心を痛めているところへ僕が社長の死を告げに行くと早くも夫人は社長の平素の言葉が実現したと悟られたのだそうですここまで語って保つは一息つきさらに語気を強めていったそこで僕は夫人に向かって一体社長はいつ頃から 殺されれるかもしれぬなどといいうこととを言い出されましたかと尋ねると何でも9月になってからだとの答えでしたおしげは8月の末に会社に雇われてきましたからつまりおしげが現れてから社長は自分が殺されるかもしれぬと言ったり自分が死ななければとみ子さんは人にさらわれると言ったりし始めたのですこれでも おしげがこの事件の中心でないと言えますか保は興奮のあまり著しくその方を若くして3人の顔を順次に眺めた鹿島刑事は話の途中に手帳を出して何やら書き込んだが教授はその顔面筋をビリリともさせずじっと聞いていたただ肥後君は年が若いだけ保の興奮を幾分か感受したいかにも おしげが今回の事件に重大な関係を持っていることは明らかですな。と、鹿島刑事は言っただから一刻も早くおしげの在りかを突き止めねばなりませんよ実を言うと私もおしげの捜査が何よりも大切だと思ってさんの部下に命じて昨日から捜させているのですけれどもさっきこちらへ来るまでにはまだ何の手がかりも得られませんでした しかしたった一つだけおしげの動静について分かったことがあるのですそれは一昨夜会社の久の支配人に惜しげの下宿している分店館の主人が「たった今おしげさんから電話がかかって当分帰れない」と告げたということでしたので惜しげがどこから下宿へ電話をかけたかを交換局で探索させましたら。 名古屋停車場前の自動電話だと分かりましたえそれではおしげは富子さんを連れて汽車で高飛びしたのでしょうかと中沢は顔色を変えて叫んだあながちそうとは限りますまいことにこの脅迫状をおしげの書いたものだとすると汽車で高飛びしたとは考えられんではありませんかと刑事は落ち着き払って言った 保つはいささか判断に迷った停車場前の自動電話を使ったということは汽車に乗ったと考えねばならぬし汽車に乗ったとすれば脅迫状を送ったことがよく理解できなくなるしてみるとおしげはやはり汽車で高飛びする風を装って市内に潜伏しているのだろういやどこまでもずうずうしい男だと結局はおしげに対する彼の疑惑を深めるだけであった でそのことを語るとをるは、あなたはよほどおしげに対して敵意を持っていますなあ、と感心したような顔つきをしていった中澤さんとこの時教授は初めて口を切ったとにかくその脅迫状の文句には警戒しなければいけませんよ真実か真実でないかを判断するときは あらゆる先入権を廃しなければならぬ今回の事件はあなたの考えているほど簡単でないかもしれぬあなたの推察によると惜しげが村井氏を殺したことになっておりますところがです村井氏は僕の結論によりますと毒を中心に含んだ眼薬を模擬葬式の行われる少し前に飲んだことになるのです 村井氏は脳一血予防の眼薬をおそらく日に3回ずつ飲んだでしょうからもし他殺であるとすると犯人は模擬葬式の行われる少し前に毒を含んだ眼薬をケースの中に入れたと考えねばならないなんとなればもし2日も3日も前に毒の眼薬を入れておいたとすれば村井氏はもっと早く死んでおらねばなりませんからところがおしげは 昨日鹿島君の話したところによると模擬葬式の始まる以前には村井家にいなかった様子ですしてみるとおしげが毒の岩薬を投じたとはちょっと考えにくくなるのですこの教授の説明は保つのみならずほかの2人をも驚かしたではおしげは誰かを手先として毒の岩薬を投じさせたのでしょうか たつはせき込んで言ったさあそんなに君じ近に結論してはいけませんもしおしげが村井氏を殺そうとしたのだったらおしげが手先を使ったと言わねばならぬがさもなくて別の人間が独立に毒を投じたのかもわからないけれどもこれは他殺だったらという仮定の上の議論にすぎませんよもし仮に村井氏が自殺したとすれば 一番簡単に解釈がつくではないですか言われてみればいかにもその通りであるけれども保つは容易に自殺説を承認することができなかった自殺する人間が還暦祝いの用意をさせたりまた朝浦草履や取り打ち帽子を懐に入れているはずはないと思いますもっとも僕と富子さんの結婚披露をするというのに 記述しによって姿を消してもらうということは理解ができません。けれど。そこですよ。この事件には不可解なことがたくさんあるのですよ。と教授は力を込めていった。今のところでは自殺だか他殺だか、あるいは過失子だか。さっぱりわからんのですよ。厳密にいえば死体を解剖しないのだから。 毒の岩薬説も単なる推定にとどまるが生産中毒による死であることだけは最もプロバブルだと僕は思っていますしかしいかに事件が複雑していても真実はただ一つきりだからだんだん捜索の方を進めていけば必ず一本の大道に到達するでしょうがくれぐれもこの脅迫状には警戒しなさい 警戒しますと保つはまだ奥歯に物の挟まったような態度で答えたしかし僕は決して富子さんを隠していないのですからどうにも仕方がありませんたとえどんなことが起こっても僕は全力を尽くして戦い必ず富子さんを探し出さずには起きませんではどういう手段で富子さんを探し出そうとしますか と刑事は言ったつはこの質問に旗と討伐した事実彼には富子を探し出す計画が立っていなかったからであるそれは僕がお尋ねしたいと思っていたところですと保は嘆願するような目をして言ったそうですなあと刑事は考えながら言った おしげの行方を部下に探させてありますからおしげの当也の行動が分かればそれから富子さんの行方も分かるかもしれませんよで差し当たりあなたはこれから村井家へ行って死骸の紛失したことを夫人に告げてくださいませるか甚だ嫌な役ですがやっぱりこの役はあなたでなくてはいけません私はこれから当園寺へ行って埋葬の用意を中止してもらい それから村井家へ立ち寄りことによると夫人にお目にかかって23質問させてもらいますそれが済むと一緒に門前所へ来ていただきましょうこの脅迫状は私が預からせていただきます時にと刑事は肥後君の方を向いた肥後さんは差し当たり死体の行方を探していただきましょうかそして夕方に門前所へ来ていただきましょうか いよいよ担当事項が決まったね。と教授はニコニコして言った。しっかりやってくれたまえ。大いに諸君の成功を祈っているよ。遺言状。鹿島刑事と中澤保とは、うち連れ立って法医学教室を辞し、ついで医科大学の門を出た。 すぐ目の前の鶴間公園の中には秋の日光を思う存分浴びた子どもたちがつい近所に不思議な事件が起こったとも知らず危機として遊び戯れていた刑事は石門の前で保つと別れ中央線の鉄橋の中をくぐって追松町を指して進んだが沿道のいかなるものも目に留まらずただひたすらに事件についての考えを巡らすのであった。 鹿島刑事は従来の探偵に最も重んぜられた推理ということをあまり重要視しなかった「推理は必要であるけれどもそれは平凡人が常識によって行う推理でたくさんである」「ただ熱心に根気よく事件に頭を突き込んでいさえすれば事件は自然に展開して解決の光を見る」というのが鹿島刑事の主張するところであった。 元より刑事はその主張を一度も口に出したことはなくまた自分の思っていることをはっきり言葉に表しうるような理論家でもなく国防教授のいわゆる全人格を持って活動するタイプの実際的探偵であった刑事は歩きながらこの事件に関係する出来事の主要なるものを順次に心の中で数え上げたすなわち 村井氏が惜げの入社以来たびたび夫人に向かって俺は殺されるかもしれぬ俺が死なねば富子は人にさらわれると言ったこと次に誰の手によって出されたとも分からぬ死亡広告のこと次に惜げが記術師を雇いに行って模擬葬式を行う最中に村井氏が独死したこと次に のの場で薬のケースが紛失したこと。次に、とみ子が裏庭で泣いていてから行方不明になったこと次に、おしげが姿をくらましたこと次に、村井氏の死体が法医学教室から紛失したこと次に、とみ子と結婚すべきはずであった中澤保のところへ脅迫状が来たこと。 こう数え上げてさてこの中から一本の筋道を探し出そうとすると刑事ははたと行き詰まらざるを得なかったそしてこれだけの材料だけで事件を判断するのはもとより危険であると思っただがこれらの材料を通覧して監督されるのは今回の事件を一つの大きなジョークと見れば見られぬことがないということであった しかもそのジョークは村井氏の死という悲劇に終わったのであるからこの事件の背後にはある恐ろしい事情が横たわっていると考えられるのであった。なんとなればジョークをその表面としている悲劇は常にただの悲劇よりも十倍も百倍も恐ろしいものであるからである。といって今のところ刑事には 事件の背後に潜んでいる悲劇的事情の片鱗をも認めえなかった村井氏の死は一つの悲劇であるけれどもその悲劇を発生せしめた原動力たる悲劇的事情に至ってはその寸号も明らかになっていなかった還元すれば村井氏の死が自殺であるにしろ他殺であるにしろその動機となる悲劇的事情は少しも分かっていなかったのである いつの間にか刑事は黒塗りの板塀に沿って歩いていた気が付くとそれは目的地たる桃園寺であって塀の向こうに大きなイチョウの木が2本巨大な傘のように突っ立ってその向こうにそびうる本堂の屋根には多数の鳩が飛び交わしていた門を入ると突き当たりが本堂でその向かって左手が栗の玄関になっていた かなり広い境内には誰一人おらず辺りはひっそりしんとしていたので来客を告げる刑事の声が秋の空気にけたたましくこだました出てきたのは一昨夜通夜の場で見たことのある伴奏すなわち唐園寺の薬草たる山場領隊であった和尋は今裏の墓地に見えますから墓地へご案内いたしましょう こう言って両隊はそこにあった下駄を履いてケージの先になり本堂の横を通って裏の墓地に来た石堂の立ち並ぶ間にところどころ小花が寂しく招いてあちらこちらに枯れ残った田向けの花が見苦しく縮こまっていた見ると一番奥の塀に近いところに住職の友田覚巡氏は数人の妊婦を指揮して土を掘らせていたが 刑事の姿を見るなり、つかつかとこちらへ歩いてきて、いやあ、鹿島さん、ご苦労でございますな。と挨拶した。早速ですが、ご隠住。実は、村井さんの死骸が法医学教室から盗まれたのです。え死骸が盗まれましたって。と言ったのは、そばにいた両隊であった。 彼はこの意外の報告を聞いてなんとなくそわそわしだしたので住職は彼に向かって妊婦の監督を命じ彼が立ち去ってから声を小さくしていったそれは大変なことしていつ盗まれましたかたぶん昨晩中に盗まれたことと思います死骸のような大きなものさえ盗む人間があるとはそれでは 村井さんの解剖は、無論できませんでしたが原因はと言いかけて口をつぐみしばらく考えてから声を潜め毒に当たって死なれたのですと思い切って告げたうん毒に当たってそれではあの村井さんが自薬としていられた胆薬の中へ毒が混ぜてあったのではありませんか と住職はそのう刑事は住職の推定の答を得ているのにいささか驚いて住職の顔から何者かを読もうとしたがすぐ冷静に帰って訪ねたたぶんそうだろうと国久先生はおっしゃいましたよご隠蔽にも何かお心当たりがありますかいいえ、何 といった友達の声は確かに狼狽の響きが伴っていた。ただふと、不当そうではないかと思ったばかりで。この時、両隊がつかつか近寄ってきていった。和上。妊婦頭がちょっとおいでを願いたいと申しております。住職が去っても両隊はそこに居残っていた。彼は？ 住職が土堀妊婦と話しかけたのを見るなり、刑事の方を向いて住職にはばかるように小声で言った「刑事さん一昨夜あなたがお調べの時和尚は何も知らぬように言っておられましたが葬式の前々日村井さんがこちらへ来られた時葬式の当夜の計画を2人で 色々密蛋された様子です刑事は両体の顔をじろりと眺めたおそらく住職に口止めでもされたのであろうそれを刑事に話すために確かに興奮しているらしかった彼の目は刑事の視線にあってつと脇の方を眺めたとその時住職がこちらへ歩いてきたので両体は逃げるように以前のところへ去った 村井さんの埋葬の用意でしたら一時中止なさってはどうでしょうかと刑事は住職に言ったそれを今愚僧も妊婦たちに話したところでしたいやどうも村井さんは重ね重ねお気の毒な目に遭われますまるで生前に姿を隠す計画が失敗に終わったので 死後に姿を隠して見せようとてそういうことをなさったのではないかと思われるくらいです村井さんはそれほど冗談がお好きでしたか何事でも人の意表を出ることが大好きでしたそれについてと刑事は急に改まっていったご隠慈にお聞き申したいことがあります何でも葬式の前々日に 村井さんがこちらへ見えたそうですがその時当夜の計画について何かご隠慈に密談されたようなことはありませんか住職はちらと両体のいる方に目をやってしばらく考えてから答えた実は内密の相談を受けましたよだがそれをお話しする前にちょっと念を押しておかなければなりませんじゃどんなことですか 村井さんが果たして殺されなさったかどうかということですそれはまだ確定しませんそれではちょっと申し上げかねるがとはまたなぜです住職は返事をしなかった。刑事は探るような目つきで住職の自分に劣らぬ偉大な体格を見つめながら言った中毒死と決まっても 過失死か自殺か他殺かは取り調べを進めなくては分かりませんけれども今はそのいずれであるかを決めねばならぬ重大な時期でありますもし他殺と決まれば一刻も早く犯人を探し出して村井さんの霊を休んじゃなくてはなりませんからなどういう理由があるかは存じませんが仏のために今回の事件に関係したことは複雑なく話していただきたいと思いますが 刑事のこの言葉に住職は確かに動かされたらしかったそれでは個人の意思に背くことになりますけれど話しましょう模擬葬式の当夜の計画については一昨夜あなたがお調べになった以上は愚装にも話されなかったのですすなわち模擬葬式の後に還暦祝いをやり世間を驚かすために記述士を雇ってきて 忽然として姿を消すというのでした。あ、ちょっと。刑事は口をはさんだ。その時、令嬢の結婚式のことはお話がありませんでしたか？その話は愚僧にも申されず、武装は初めて通夜の場で知ったことです。それから、どんなことを村井さんは言いましたか？それからがすこぶる妙な話でした。 村井さんの言われるにはいったん姿を消してから再び現れるのですがそれがその晩現れるか1日2日経って現れるかあるいは一月経って現れるかはわからないまたどういう姿になって現れるかそれも今は申し上げられないわざ、ま、と申し上げるのではない 自分にもまだはっきりしたことはわからないとにかく世間を驚かすに足る現れ方をするとまあざっとこういった話でしたところが住職は刑事が口を出さぬ先に語り続けたそれからの村井さんの言葉がいよいよもって機会なのでしたすなわち今度のこの計画は 奇抜である代わりに命の危ういことにも出会わなければならぬかもしれないことによると自分は殺されるようなことにならぬとも限らない万々一自分が殺されたならば自宅の金庫の中に自分の遺言状が入れてあるから和状の手で金庫を開いてもらいたいしかし 自分が殺されたと決まらぬうちは、決して金庫に手を触れてもらいたくはない。どうか拙者の今申し上げたことは、固く守っていただきたい。こう言って、懐の紙入れから封筒に入れたものを取り出し、ここに金庫の符号を書いた紙と金庫の鍵とが入れてあるから、これを和上にお預けしておくと言って、渡してゆかれたのです。 賢治はこの村井氏の機械な言葉を伝え聞いて不思議な驚きを感じすぐに言葉を発しえなかった住職は畳みかけていったそこで愚僧は何か重大な理由があるに違いないと思っていろいろ尋ねましたがそれ以上はどうしても返答されなかったのでとにかく村井氏の頼みを聞いたのです先夜あなたが皆さんの前で愚僧にお尋ねになった時 このことを話そうかと思ってみましたが殺されたと決まったらという村井さんの言葉があったのでわざと黙っていたのですはじめ愚僧は村井さんが棺の中で死なれたのを見てさては自殺するつもりであってああなるのが予定の計画だったかと思いましたが草履や取り打ち帽子を回収にしておられたところを見るとどうやら村井さんが愚僧に言われたのが本当で あの場合に死ぬつもりは毛頭なかったというように思われますいやよくお話しくださいましたと刑事はうれしそうな表情をしていったどうやら少しは事情がはっきりしてきましたけれどもどういう理由で村井さんが殺されるかもしれぬと言われたのか今のお話では分かりませんそそれはおそらく、 金庫の中の遺言状に書かれていると思いますで、ね、誠に恐れ入りますけれど村井さんの預けていかれた封筒を渡していただけませんでしょうかそれからすぐ村井家へ行って開いてみたいと思いますから承知しましたと住職は快くうなずいた本来ならば愚僧が立ち会うべきでありますが 誓いの破りついでにあなたにお願いいたしましょうあとで遺言状の内容を聞かせていただければよろしいですしかし愚僧は法律のことを少しも存ぜぬが遺言状を開くには親戚の者とかまたは裁判官とかの立ち会いを壊ねばならぬことはありませんかそうですなあと刑事は幾分か困った顔をした実質か または秘密の遺言状でありますとその封は監督判事立ち会いの上でなくては開いたが最後無効になりますけれど交渉役場でできた遺言状ならば金庫の中にはその東本があるでしょうから遺言状の内容を知るにはかえって便利です都合によっては裁判所へ行ってもよいと思いますとにかくそれでは預かり物を今へ行って取ってきますから玄関の方でお待ちください 刑事が玄関へ来るとほどなく住職は白色小型の西洋封筒を持って現れ刑事に手渡した高円寺の門を出るなり刑事は宙を飛ぶように歩いて八幡山下の村井邸を訪ねた玄関のベルを押すと女中のおたけが出たので中澤さんを呼んでくれというとすぐ奥に走って行ったしばらくして 中沢は刑事を出迎えたがその顔には確かに夕食が浮かんでいたどうかなさったのですかと刑事は靴を脱いで上がりながら心配そうに尋ねた夫人は今朝から高熱を発せられたのですと中沢はいよいよ顔を曇らせたそれはいけませんな殿山さんに来てもらいましたか 先刻女中が電話をかけたら留守だそうで変えられ次第に言っていただくと所生が返事をしたそうですそれじゃあ村井さんの死体の紛失したことは夫人にお話しなさいませんでしたろうい,いえ僕がお目にかかると解剖の結果はどうだったとしきりにお尋ねになるのでやむを得ず一期一中を告げましたけれども僕の心配したほどには それを聞いて悲しまれなかったのです。何しろお気の毒なことですが、無理もありませんな。それじゃあ、今日私が夫人にお目にかかることは、差し控えておきましょう。そうしてください。しきりに寂しがって、僕にそばにいてくれと言われますから、お医者さんの車でいてあげようと思います。この時、村井家の親戚の人らしい男が、奥の方から廊下を歩いてきたので、刑事は、 と応接室に入って退座し小さい声で言った実は当園寺住職にあって非常に有力な解決の鍵をもらってきましたよ解決の鍵とは刑事が白い封筒をポケットから出してテーブルの上に軽く投げると金属製の音が起こった何ですかこれは？と保は驚いて尋ねた 村のの金庫の鍵です。どうしてこれが解決の鍵ですかと保は一層気幻そうな顔をしたそこで刑事は住職から聞いた話を残らず保に伝えた保はますます不審に耐えるといったような顔をして聞いていたが刑事が語り終えるなり遺言状があるところを見ると社長は自殺されたのでしょうか しかし、村井さんは人に殺されることを覚悟されていたようですな。夫人にお話になったばかりでなく、住職にも話されたのですから。殺されると知っていたら、それを防ぐ方法があっただろうではありませんか。殺されると知って、平然と殺されるということはおかしいではありませんか。それはやはり、自殺と同じことではありませんか。が、そうなると、 おしげの行動が分からなくなくる。おしげを犯人と考えている田本にとって村井氏の自殺を結論しなければならぬのは一種の心のジレンマであった刑事はその心を察していった先刻も住職が言っておられましたが質疑の中で死ぬことは村井さんの予定しておられなかったことと考えた方が人のようですとにかく これからその遺言状を拝見しようではありませんかそうすればおそらく異斎がわかるでしょう物は刑事と共に立ち上がっていった金庫を開くことになると一応夫人にお話しするのが本当ですがまたご心配をかけて病気をおもらせるといけませんからやめておきましょうまた親戚の人に立ち会っていただくことも

中央に大きなデスクが置かれ回転椅子を隔てて壁の前の金庫と向かい合っていた刑事はデスクの上に立ててあった1枚の手札型の写真を指していったこれは誰の写真ですか保はそれを見て不快な表情をしたそれがおしげですよそうですか この人ですか。と刑事は取り上げたなるほど皮肉な顔をした男ですなこうして机の上に置かれてあるところを見るとよほど村井さんの信用が厚かったのでしょうこの写真は捜索の都合上もらっておきます実は昨日会社の方へおしげの写真をもらいにやりましたが誰も持っておられないのでやむを得ず にを聞いて部下におしかしこう言って刑事は惜しげの写真をそのニッケル製の枠から外してポケットに入れ金庫の前にしゃがんだそうして白い封筒の中にあった紙切れを取り出してそのコンビネーションを読んだがそれが「惜しげ」と書かれてあるのに苦笑した彼はその文字に従って調節し

刑事は別に興奮した様子もなく封筒を取り出したが、見るとその表面には公正証書等本と書かれてあった。これは好都合だ。と刑事は言った。これなら裁判官の立ち会いを要しないで、遺言の内容がわかります。こう言ってその封を開くと、身の上の赤系の証書が出た。刑事は、 早く遺言のが見たたかったと見え、第一面に書かれてある遺言者及び証人2名の生命を読まぬ先に中を開いて遺言の過剰を見たそこには次のように文言が記してあった第1条遺言者村井吉一郎はもし不幸にして死亡せしとき財産を二分してそれぞれ妻奈美子及び とみ子の名義に書き換えとみ子を家督相続人と指定し中沢保をその配偶者たらしめて村井商事会社を経営せしむべき旨陳述しあり 2> 第2条遺言者村井喜七郎はこの遺言執行者として名古屋市中区及松町3丁目当園寺住職友田覚順を指定する旨陳述しあり 主要なものはただこれだけであってあとは東区呉服町4丁目の交渉人加藤末蔵の手続き上の文言が書かれてあるに過ぎなかった刑事も中沢も予期した事情の書かれていないのに失望したが中沢はさすがに富子との結婚が指定されてあることを喜ばずにはおられなかったやがて刑事は初めて完全に冷静になって第1面を見たが その時あっと軽い叫び声を発したそこには次のように書かれてあった名古屋市中区五木曽町北丸屋十一番地村井商事会社社長遺言者村井喜七郎慶応2年11月20日生まれ名古屋市東区本町三丁目 七番地古福省、証人谷村英蔵、明治三年十月四日生まれ。名古屋市西区新柳町二丁目、三番地薬首相、証人市川長兵衛、文久二年十月十日生まれ。刑事の発した叫び声に富子との結婚の無双から覚めた保つは、 何事が書かれてあるかとのぞき込んだ刑事は職詞を持って証人2名の生命を無言で示した保つはそれを読んで「はて」と言った彼はまだ心が上の空なのである聞いたような穴ですねと保つは口ごもりながら言った刑事はとがめるような顔をした 聞いたようなな。とは少しうかつですな谷村さんと市川さんは村井さんと同じように死亡広告を出された人々ではありませんかと刑事はさすがに声を震わせていった死亡広告主 鹿島刑事の言葉を聞くなり中沢保は愕然として我に帰ったそうして死亡広告を出された3人の名がずらりと並んでいる有様を見て一種の言うに言えぬ気味の悪い感じを起こした遺言者とその2人の証人が生前に死亡広告を出されたということはそもそも何を意味するであろうか 死亡広告を出されたこれら3人は果たして広告主の誰であるかを知っているのであろうかそれとも全く知らないのであろうか谷村氏と市川氏が死亡広告のやり玉に上がったことを知ったならば村井氏は当然自分の遺言状の証人の名を連想すべきであるそうすれば3番目に自分が死亡広告を出された時 鹿島刑事にそのことを話して叱るべきである。それなのに鹿島刑事にも話さなかったらしいところを見ると3つの死亡広告は村井氏がその持ち前のいたずらっ気を持って出したものであろうかあるいはそれとも鹿島刑事は村井氏から何事をか聞いて知っているのであろうか数秒の間にこれだけのことを考えた田本は つと顔を上げて刑事の顔を眺めたがその時刑事も彼の顔を見て探るような目つきで尋ねた村井さんはあなたにもしや死亡広告の出し手をお話しになりませんでしたか聞きませんでした僕は今あなたに社長がそれについてお話しになりはしなかったかと尋ねようと思ったところです私も聞きませんでしたよ けれど谷村さんか市川さんんかか川どちらかに聞いてみたら広告主はわかるかもしれませんなこちらでは S 新聞も N 新聞もおとりになっているでしょうなと言った確か両方ともおとりになっていると思いますあの3つの広告をご覧になりたいのですか刑事がうなずくと保は書斎を出て行ったが およそ5分ほど過ぎてから手に数行の新聞紙を携えて帰ってきたおたけさんが探してくれて3つともすぐ見つかりましたこう言って保が問題の死亡広告を示すと刑事はそれと刑事とを見比べていったなるほど谷村さんも市川さんもそれぞれ誕生日に死んだことになっておりますなただ 村井さんだけがそうでないけれどそのかわり11月20日の誕生日にちなんだのか10月20日が葬式の日付になっておりますこう言ってからじっと考えさらに言葉を続けたやっぱりこの広告主はこの遺言状の内容を知っていると考えるべきですな無論そうでしょう。と保は力を込めて言った。 そして僕はやっぱりおしげがその広告主であると思いますこの遺言状の内容を知っているものはおしげより他にないと思います刑事はおしげに対する物の反感の相も変わらず必要なことを心の中で苦笑しながらも物の言うことにある程度まで同意せざるを得なかったそうかもしれませんなあが イイは谷村さんか市川さんに会えばわかると思います今まで谷村さんも市川さんも少しも広告主に心当たりがないように言っておられましたがこの遺言状を見せればきっと詳しいことを話してくれるに違いありませんではちょっと電話を拝借して谷村さんか市川さんかに都合を聞いてこれから訪問することにしましょう刑事は それから電話をかけに行ったがほどなく帰ってきて行った谷村さんは留守ですが市川さんは在宅だそうでお待ちしているとの返事でしたではこれから私は市川さんのお宅まで行ってきますそれではあなたはお医者さんの来られるまでここにいてそれから手が空いたら門前署へ来てくださいますか一緒にお星毛の家宅捜索をしたいと思いますから こう言って刑事は遺言状の討本を折ってポケットに入れ金庫の扉を閉じて帰り支度をした保は鹿島刑事を玄関まで送り出した刑事は靴を履いて立ち上がったが何を思ったかその時ポケットから銀側の大きな懐中時計を出して時刻を見たおやもう1時過ぎましたな こう言ってちょっと考え、ポケットに手を入れながらときに、あなたがけさ、この脅迫状をお受けになったのは何時でしたかと言って、しわのついた例のはがきを取り出した確か9時ごろでした。とつは、刑事の心をはかりかねて、けげんそうな顔をして答えた。刑事は、 はがきの裏面に目をやっていった「このハガキがついてから5時間以内にとみ子さんを家に帰らせたまえさもないと君を生かしてはおかぬよ」とはありますなあもう1時間足らずで5時間になりますよ何事が起こるか知れませんからよく注意しておってください大丈夫です」と保はにっこり笑っていった 脅し文句などに僕は応じません。どんな敵が現れようとも、堂々と戦ってやります。ですが、敵は思わぬところにあるものですよ。ただ油断をしないようにしてください。ではいずれ、書の方でお目にかかります。刑事は途中で洋食店に立ち寄って腹をこしらえ、電車で新柳町の市川長兵衛氏の家を訪ねた。 金看板がいくつも駆け並べてある店先を入ると役所の香りがプンと鼻を打った一人の小僧は直ちに刑事を奥に案内しやがて中庭に面した6畳の座敷で刑事は主人の長兵衛氏と対座したまた例の死亡広告のことでお伺いしましたが今日はきっと詳しいことが聞かせていただけるはずです。 こう言って刑事がポケットから村井氏の遺言状謄本を出すと長兵衛氏はしばらくそれをのぞき込むようにして見ていたがやがて、そのハゲ頭を右手でつるりとひとなでしていった。いやいよいよそれが出てきましたか。と言いながらキセルにたばこを込めせわしくたばこ本で火をつけてとりあえず一服吸った。 それが出た以上今まで申し上げなかったことをお話ししなければなりませんけれども誰が広告をしたのかは今でもわからないのですどうかそれではこの遺言状のできた当時のことをお話しくださいと刑事は相手の顔を探るように見つめていったさあ いいつでございましたか。はっきりした日は覚えておりませんが確か9月の初めであったと思います。もっともその東本の日付を見てくださればわかりますが私も都合があって遺言状をこしらえておきたいと思って呉服町の交渉役場へ参りました。何 ?9 月5日とありますか そうですその日です。すると谷村さんと村井さんもお互いに知り合いの中でいろいろ話しているうち遺言状には証人が2名いるからそれぞれ証人になり合おうではないかと話が決まって私の遺言状には村井さんと谷村さんが証人になってくださるし 谷村さんの遺言状には村井さんと私とが証人になり村井さんの遺言状には谷村さんと私とが証人になりましたその日はそれからいろいろの話をして別れましたがさてあの死亡広告です最初、 谷村さんの広告が S 新聞に出たのを見たとき、もちろん谷村さんは本当に死なれたことと思って、遺言状がこんなに早く役に立とうとは谷村さんも考えてはおられなかっただろうと、ひと事ならず、私も気味が悪くなりました。ところがあとになって、 あれは誰かがいたずらをしたのだと知れたときには、当の谷村さんの驚きはさることながら、私もまたびっくりしました。早速、谷村さんをお尋ねして、誰が広告を出したか心当たりはないのかと聞きましたが、少しも心当たりはないとのことでした。すると、 今度は私の死亡広告が出ました。いや、たびたび申しますが、実に君の悪い思いをしました。が、その時、ふと心に思い当たったのは、交渉役場の一件です。谷村さんが見舞いに来てくださった時、私はひそかにもしや、 村井さんのいたずらではあるまいかと言いました。すると谷村さんの言われるには、実は私もそう思った。自分だけ出されたときにはそうとは気がつかなかったがあなたも同じいたずらをされたとして初めていたずら好きの村井さんの仕業でないかと思ったことに、 自分たちの誕生日が死んだ日付になっているので、一層その勘を深くするとのことでしたけれども、そのことを警察へ告げては、お互いに遺言状を作ったことが世間へしれ、また、はっきりと村井さんだと分かりもせぬのに、それを言うことは、村井さんに迷惑をかけることになるし、それに、 死亡広告を出されたとて別に大した損害も受けないし警察の方で遺言状をこしらえた当時の事情が分かった時には話すことにしてそれまでは一切話し出すまいと2人で申し合わせたことでしたですからあなたのみならずこちらの管轄のお方が 谷村さんの方へお行きになっても、私のところへ見えましても、このことだけは申し上げなかったのでございます。警察のお方どころか、家族の者のにも私は一切内密にしておりました。ところがです、最後に村井さんが、 N 新聞に死亡広告を出されなさったと知った時はいろいろの意味でびっくりいたしましたそうして村井さんが私たちの広告主ではないかと疑ったことを恥ずかしく思いましたいくら村井さんでも自分で自分の死亡広告を出されるようなことはよもやあるまいと思ったからです これは多分私たちの遺言状を作った当時のことを知っている者がいたずらに広告を出したのだろうと思いましたけれども前に申し上げたような理由で必要に迫られた時まではお話はいたすまいと決心しましたすると昨日の夕刊で 村井さんが死亡広告を出されたのをかえってよい機会として模擬葬式を行いそのあとで還暦の祝いをなさるつもりであったのに棺の中で死なれたということを読みなんだか本当にはならぬような気がしましたでも新聞に出た以上 まさかうわさではあるまいと思いおきの毒に思いながら早晩遺言状が現れるに違いないからその時にはきっと私の方へもお尋ねがあるだろうと覚悟しておりました。宣告あなたから電話がかかってまいりました時には多分村井さんの遺言状の東本が見つかったのだろうと なないないいいすしていたのでございます鹿島刑事は長兵衛老人の語るところをじっと聞いていたがその時少し笑みを含んで「まさかあなた方3人はお互いに申し合わせて自分でそれぞれ死亡広告をお出しになったのではありますまいな」と尋ねたどういたしまして。 と長兵衛老人はかえって真面目顔になって答えたそんな縁起の悪いことをいたしますものか村井さんはいたずら好きなお方ですけれども今申し上げたように自分でお出しになるようなことはばんばんあるまいかと思いますことに村井さんがお死人に,になってもしそれが 新聞に書いてあるように人手のせいだとすると誰かに蓄まれなさったのではないかと思いますこう言ってさらに声を小さくしていったやっぱり村井さんは殺されなさったのでございますかまだはっきりしたことは分かりません実は村井さんの死体が 解剖される前にどこかへ消えて亡くなりましたからと刑事は無頓着に言いながらも自分の言葉が相手にどんな影響を与えるかを見落とすまいと努めたええ、あの死体が消えてと市川氏はさすがに驚いていったがまさかと疑うように刑事の顔を見ていった 本当ですよ、と刑事はこともなげに言った。事件は大変複雑になってきたのです。だから当時のことを何事も隠さずに話してもらわねばなりません。何でもお話いたします。それではお尋ねしますが、交渉役場であなた方三人がお会いになったとき、村井さんは一人で来ておられましたかそれとも誰かと一緒でしたか 村井さんはほかの男と2人ずれでした。と長兵衛老人はげんかに答えた「その男はいくつぐらいでどんなふうをしておりましたか?」そうですなあ30少しすぎぐらいで立派な八時ひげを生やしてメガネをかけ洋服を着たなかなか風彩の堂々たる人でした。 刑事はポケットからさっき村井家の書斎から借りてきたおしげの写真を取り出し、そのまま一川氏の前へ出して、この人に見覚えはありませんか？と尋ねた。一川氏は写真を一目見るなり言った。今お話ししたのがこの人です。村井さんはこの男を何と言って紹介されましたか？なんでも。 会社に勤めている人だということで名前を聞きましたけれど忘れましたその時何か特別な話は出ませんでしたかとおっしゃると村井さんの遺言の動機について何かお聞きになりませんでしたかいえ別に。 もちろん遺言状の内容は交渉人から読んで聞かされましたけれどどういうことだったか今はもうちっとも覚えておりませんそれではその時何か特別な世間話でもなさったことはありませんか調書のできる間いろいろなことを話しましたよと老人は当時のことを思い出そうとするように ことにこの人はいかにも快活にいろいろのことをしゃべりました。そうですそうです。その時私と谷村さんとがどうも近頃は不景気で困ると話し合っていましたらその人の言うには世間の不景気を直すことはなかなか難しいけれど。 個人個人の店を繁盛させるのはわけのないことだ。私ならどんな不景気な店でも一丁にして繁盛にしてみせるなどと大悲鳴でした。私も谷村さんもそれでは是非一つ私たちの店を繁盛させてもらいたいものだと冗談半分に頼みました。 今になって考えてみると死亡広告が出たために世間の注意を引いて谷村さんの家でも私のところでも店がだいぶ繁盛してきましたからあるいはこの人が死亡広告を出したのかとも思われんではありませんがもし3つとも死亡広告を1人の手で出したとすれば 村井さんは別に私どものような店を持っておられるのではありませんから、あながちこの人だと推定することもできません。うん。と岡島刑事は写真をポケットに入れてからじっと目をつぶって考えながら言った。いや、よくお話くださいました。もっとも。 お話を聞いてもやっぱり誰が死亡広告を出したかは相変わらず分かりませんがこれで村井さんの遺言状に谷村さんとあなたとが証人になっておられるわけはよく分かりましたでその時交渉役場にはあなた方のほかに誰もおりませんでしたか交渉人と2人の書記と私どものほかには誰もおらなかったようです これ以上市川氏に尋ねても村井氏が何故に遺言状を書くに至ったかどういう理由で自分は殺されるかもしれぬと言ったかは到底わかるまいと思って鹿島刑事はやがて市川氏のもとを辞して広小寺通りへ出た彼はその足で本町通りの谷村呉服店へ行こうかとも思ったが先刻村井家から電話をかけた時には留守だということであったし たとい谷村氏に会ったところが今の市川氏の話以上のことは分かりそうにもないから刑事は本町通りを南へ歩きながらさらにこの事件について深く考えてみた疑問の死亡広告はどうやらおしげが出したものであるらしいがもし惜しげが出したとすれば無論それは村医師と相談の上でなくてはならない。 先日死亡広告の件で村井氏を訪ねた時村井氏はいかにも寝耳に水のように言っていたが「いたずら好きの死としては無論当然な態度と言うべきであろう」で村井氏が承知の上死亡広告を出したとすれば模擬葬式も還暦祝いもあるいはその後に行われるべき奇怪な出現うんぬんのことも死亡広告を出されてから考えたのではなく ずっと前から予定した行動であると言わなければならないするとどうしても何が故にそうした数々のことを企てたかという疑問に包着せざるを得ない単純なジョークとしてはあまりにも根が深すぎるように思われるとそこに重大ないわば恐ろしい原因が横たわっておるに違いないしかるにその重大な原因は 今までの探索ではその辺輪後も伺うことができないのである。村石を除いてその重大な原因を知っていそうなのはただおしげ一人であるのに、そのおしげは姿を隠していない。おしげは果たして中澤の想像するように村石の死に関係を持っているであろうか。最前一川氏から聞いたことを参照すると。 今回の計画は全ておしげと村石との合議の上でできたように思われるからおしげが村石の死に関係があると考えにくいと言わねばならないここに至って問題はただ一つの点に集まってくるそれは何であるかというにおしげは果たして悪人であるか否かということであるおしげの素性は 村井氏以外に誰一人知っているものはないようであるから「惜しげの性格を知るのは甚ははだ困難と言わねばならない」「ただこうずべき道は惜しげの家宅捜索であって今のところそこにわずかに希望をつなぎ得るばかりである」こう考えた刑事は一刻も早く惜しげの家宅捜索に行きたいと思ったが中沢と約束がしてあるからひとまず門前署へ帰って彼を待ち合わせ たで出かけようと決心した中澤といえば脅迫状に示された5時間が過ぎても果たして何事も起こらなかったのであろうかあの脅迫状には果たして何の意味もないのであろうかと考えてなんとなく気がかりになった刑事は立ち止まって懐中時計を出して眺めたおやもう4時だ。 思わずつぶやいて刑事はほを早めた中沢が無事で会ってくれればよいがこう思うと自分が中沢を村井家に残してきたことがしきりに後悔されたあの時自分も医者の車で待っていて中沢を連れ立ってくればよかったと思ったそうして中沢の木一本な性質と有無な風采を思うにつけても なんだか気の毒なことをしてきたような感じがして言うに言えぬ不安の念が胸いっぱいに広がったあとには心配でたまらなくなってとうとう刑事は走り出してしまったのである事件が片付いてからこの時のことを回想するたびに刑事は虫の知らせということが世の中には確かにあるものだと思った彼は走りながら、 自分のこの心配が杞憂に終わって今頃は門前署に中澤が来て待っていてくれればよいがとしきりに希望したところがその希望は裏切られた中澤は書には来ていなかった鹿島刑事は胸を躍らせながら村井家へ電話をかけると女中のおたけが出てあれから30分ほど過ぎるとお医者さんが見え 中沢はそれから村井夫人の薬を取りにお医者さんについて一緒に自動車で出かけたまままだ帰ってこないというのであったそこで刑事はすぐさま殿山医師のところへ電話をかけたところが先方には誰もいないと見えていつまで呼び出してもらっても電話口へは出てこなかったで今度は村井商事会社へ電話をかけたがもはや社員はみんな帰ってしまって 宿直の人の話によると中沢はその日一度も社へ顔を出さなかったとのことであった中沢の下宿には電話はなしまた中澤が下宿へ帰るわけはないからこの上どこを探してよいかわからなかった何そんなに心配するには及ばんだろうそのうちにはきっとこちらへ訪ねてくるだろうこう考えて 鹿島刑事は自分の控え席に着くとそのとき部下の下出刑事が外から帰ってきたどうだ、おしげの行方はかかったかねと鹿島刑事は言った「まださっぱりわかりませんよ何しろ人相をよく知らんのでたとえ途中であっても見逃してしまいます」「鹿島刑事はポケットからおしげの写真を取り出していった」 これが惜しげの写真だよこれを複写してみんなに一枚ずつ持たしてくれたまえ下で刑事は写真を取り上げてじっと見ていたがやがて言ったこの男ですか私の想像した人相はやっぱり少し違っていました特徴の多い顔ですからこれならもう見違いはありますまいこう言って下で刑事は惜しげの写真を持って去ると 入れ違いれがにて、ただいま医科大学の日ごという方がお面にかかりたいと言って来られました。と告げた死体の行方お別れしてからすぐ捜索に取りかかりましたが探偵という仕事はまるで雲をつかむようなものだということが初めてよくわかりました。 2階の一室へ案内された肥後君は鹿島刑事に向かって村井氏の死体の行方について自分が捜索した顛末を語り始めた刑事はこの言葉に対して何か言おうとしたがそのまま黙って肥後君の物語に耳を傾けようとした保つの暗記を気遣う心がまだどこかに残っていて彼の心を重たくしていたのである西に傾いた秋の日は シミの多い壁に当たって街を通る豆腐屋のラッパの声とともにくれ近い寂しさを漂わせた死体を盗んだものはどうやら病院に勤めている男らしいのですがそれが誰であるかはとんと容量を得ないのですでもそれまでわかれば大手柄ではありませんかどうかその経路を詳しく話してくださいと刑事は急に興味を覚えたらしく その顔を輝かせていった僕はまず教室の小遣いが昨夜から解剖室の鍵を失ったという点から捜索を始めました小遣いは2人おりまして代わる代わる宿直をするのですがゆうべは木村というのが番号しました解剖室の鍵はズボンのポケットに入れて持っていたそうですがはじめ僕がどうして鍵をなくしたのかと尋ねても言いませんでしたけれど だだんだん問い詰めていくと妙なことを白状しました何でも夕べの9時過ぎに小遣いがもう寝ようとしますと白い手術医を着た病院の医院らしい男がぶらりと入ってきたそうですご承知の通りこちらの大学では病院と基礎医学の教室とは廊下続きになっているので医院たちはよく基礎医学の教室を訪ねに来ますから。 それはちっととも珍しいことではありません。その男の顔を木村は今まで一度も見たことがないそうですからもちろん名前などは知らずいわんや何かに勤務しているかをちっとも知らなかったけれどいかにも窮地のように話しかけたので機嫌よく挨拶をするとその男は「国母先生は見えないか?」と尋ねたそうです。 もうと木村が答えると「そうか」と言ったまま別に帰ろうともせずかいのにをけたそうです。それからその男は快活な声でいろいろな話をしかけしかもなかなか話し上手なので木村も思わずつり込まれて長い間お相手をしているとしまいにその男は「一杯やろうじゃないか」と言いだしたそうです。 木村も好きなお酒のことですからすぐそれに賛成してその男の命令で電話をかけ付近の料理屋からごちそうを取り寄せて畳の上で食べたのだそうですそれからだんだん酔いが回って木村はいつの間にか眠ってしまったそうですがふと寒くなって気が付いてみると時計は2時を過ぎていて辺りには誰もおらず枕元には盃や皿が散らばっておりました。 多分例の委員は途中で帰っていったのであろうと思って辺りを取り片づけようとすると猛烈に頭が痛んだのでそのまま床を取って再び眠ってしまったのですが解剖室の鍵をなくしたことは僕が今朝9時になってそれを借りに行くまで気がつかなかったそうです僕は多分その委員が木村に酒を飲ませひそかにその中に麻酔薬を投じて彼を熟睡させ 彼のポケットから鍵を奪って解剖室を開け村井さんの死体を盗み出したのだろうと推定してさてその委員は果たして病院のものかまたは外部の者が委員の封を装ってきたのかを知ろうと思いましたが小遣い相何で,でもその男は帽子をかぶらずに来たそうですから委員のものだといえば言えるのですけれど。 死体を盗み出そうとする計画である以上委員のものらしく見えるように装ったと考えることは想像するにかくありません木村といくら話し合ってもそれ以上のことはわかりませんでしたから今度は果たして村井さんの死体が大学の郊外へ持ち出されたかそれともまだ校内にあるかを調べようと思いました伊加大学というところは 死体が一つや二つ増えたり減ったりしても別に怪しまれないのが常ですから死体を隠すには屈強な場所でありますそれと同時に病院というところは死体を怪しまれずに運び出したり運び入れたりするのに都合のよいところでありますで僕はまず門芸のところへ行ってゆうべいくつ死体が運び出されたかを尋ねましたいやお笑いになってはいけません 病院は元来病気を治すところではありますけれど最近は少しく解釈を異にしてきまして比較的上手に死なせる場所という意味を持つに至りましたですから大きい病院になりますと大抵一晩に2つや3つの死亡があるのでありますで門外に聞いてみましたところ幸いに夕べ晩をした男がいまして 前後3回死体が運び出されたというのでしたその運び出された時間を聞いてみますとと言って肥後君は手帳を出して眺め10時ごろと12時ごろと3時ごろとだったそうです委員がついてきて死亡者だといえば別にいちいち取り調べないで門を開けることになっておりますからゆうべもいつものとおりに振る舞ったとのことでしたそして 家分のことであるから、委員の顔も覚えておらねば、担ぎだした妊婦がどんなふうをしているかもさっぱり覚えていないとのことでしたが、これはまことに無理もないことです。そこで僕はその三つの死体がどの家から送られたものであるかを調べました。その結果、内家と婦人家に一つずつ死亡があったばかりで、その他にはどの家にも死亡がないとのことでした。 こう言ってしまえば簡単ですが、この取り調べにには相当に時間を費やしました。そして内科の死体が運び出されたのは10時ごろ婦人科の死体が運び出されたのは3時ごろだということも分かりましたで残る問題は12時ごろに運び出されたのがどの科の死体かということになりますがこれを村井さんの死体だとすればちょうどうまく説明がつくわけであります。 そこでもう一度、門芸に会って12時ごろに運び出された死体にはどんな人がついていたかと聞きますと門芸はしばらく考えておりましたが10時の時と3時の時には女の人がついていましたが12時の時は男の人だけでしたと申しました妊婦の数は2人でしたそれに医員ともう1人若い人がついていました。 委員は一緒に門外へついて出たかそれとも門から引き返したかね何でも一緒について出られたように思いますこれでいよいよその委員というのが教室の木村にごちそうを振る舞った男らしく思われてきましたでその委員に見覚えがなかったかと聞きますと「何しろ暗い門頭の光で見たのだからわからなかった」との答えでした これだけのことが知れてから僕は再び教室へ戻って小遣いの木村に夕べ訪ねてきた男の風鎖やら男の語ったことについていろいろ訪ねましたがやっぱりとんと要領を得ませんでしたそこで僕はこの男と小遣いとが一緒に酒を飲んだ部屋に入って何か手がかりになるようなものはないかと隅から隅へ調べましたがさすがに用心深いその男は 何の手がかりも残し、ておきませんでした杯や茶碗はすでに料理屋の男衆が持って帰った後ですから、その男の指紋を取るわけにはいかず、また、たとえ指紋を取ったところが、早速にその指紋の持ち主を知る手段とはなりませんから、せっかくここまで調べ上げても、結局は仏作って魂を入れぬことになっただけでした。それから僕は それ以上探偵の法を進めることができなくなりましたので国久先生の意見を尋ねようと教授室へ行きましたが先生は不在でした研究室や解剖室を探しましたけれどやっぱり先生の姿は見えませんでした小遣いに聞いてみると先生は確かに教室内に見えるはずだとのことでしたから再び教授室に行ってみると「なるほど。 隅の方に先生の帽子がかかっていました。で、上手にでもお雪になったかもしれぬと思って待っていましたが、なかなかお見えになりませんでした。その時、ふと僕は書棚の一隅に卒業生の記念写真帳が数冊積んであることを見つけました。これはいいものが見つかったことによったら、九段の男はこの大学の卒業生であるかもしれない。 そうすれば卒業生の写真帳の中からその男を見つけ出すことができるかもしれないこう思って早速そのうちの二、三冊を持って行って木村に見せましたがその時初めて探偵小説に書かれてあるようなことは現実ではありえないと思いました探偵小説ならばたくさんの写真を見て「あったあったこれです」と その中のの中つを指すすがが、普通ですがどうしてなかなかたくさんの写真の中から記憶の中の人を探すことは至難なことです。ことに木村は年を取っていますのでどの顔も同じように見えるらしくそれにたとえ卒業生であるとしてもその男がいつ卒業したのか分かりもせずあるいは全く別な人間が委員を装っていたのかもしれませんから。 僕はとうとううめてししままいました。それから僕は死体が門外に運び出された後どの方角へ持って行かれたのかを調べなければならんと考えましたがこれは到底僕の手ではできないことと思いとにもかくにもこれだけのことを報告しようとついに国母先生にはお会いしないでとりあえずこちらへやってきたのです鹿島刑事は肥後君の語る間 ニコリニコリとして熱心に聞いていたがこの時うれしそうな顔をして言ったいやよく調べてくださいました確かにその男が死体を盗んだと見出してもよいですなそこで残る問題はその委員風をしたのが誰だかということになります小遣いが人相をはっきり語りえないのは無理もないけれど人相というものはこちらから導いて聞き出さねば 例えば眼鏡をかけていなかったかほくろが顔になかったか金歯をはめていなかったかなどと尋ねると存外それを覚えているものですですからうまく聞き出したら案外よく男の人相がわかるかもしれませんあなたが小遣いにお聞きになった時その男は丈が高かったか低かったかまた ひげを生やしていたかいなかったかぐらいはお答えしたでしょうな。それは言いましたよ。と比呉君は言った。竹は小柄で短い口ひげを生やし、色は朝顔かったということです。けれどこれだけの忍相の男は世間にざらにあるではありませんか。この言葉を大きくなり、刑事は何か心に思い当たることがあったと見えて。 えそれは本当ですか何かもうそれ以上に分かっておりませんかと言葉せわしく尋ねた肥後君は刑事の興奮にすっかり驚いてしまったそれ以上は知りません心当たりでも終わりですか刑事はそれには答えないで畳みかけて尋ねた小遣いの木村はまだ教室におりますか いるはずです。電話をかけて、たねてくださいませんか。何を尋ねるのです私と一緒に、電話室へ来てください。あっけに取られた日子くんを、刑事は引きずるように下へ連れてきて、電話室に入り、法医学教室へかけさせた。木村が出ました。と日子くんは言った。それでは、 夕べの男は前歯に金歯をはめていなかったか聞いてください。肥後くんは木村に事情を告げて刑事の言葉を伝え、その返事を聞いていった。前歯の下葉に金を入れていたそうです。刑事は声震わせていった。それでは鼻の脇にほくろがなかったか聞いてください。肥後くんは言った。 向かって右の方の鼻に近いところにあったそうです。ありがとう。もう切ってください。いや、大変なことになりましたよ。と毒島刑事は平素の落ち着きをすっかり失っていった。どうしたのです。一体誰なのです。何が大変なのですか？と。肥後君は面食らって叫んだ。 ゆうべ小遣いのところへ行ったのは村井さんの家へ出入りする殿山医師です家宅捜索この言葉を聞くなり肥後君はぎっくりとしたしばらくの間2人は電話室の前に立ったまま顔を見合わせたそれでは村井さんの死体を盗んだのは の山医師でしょうかとひごくんはあえぐように尋ねたさあそれはまだ何とも言えませんもし殿山医師が死体を盗んだとすれば村井さんの死に関係があると推定しなければなりませんが今はその動機がちっとも分かっておりませんいや全く私は今まで少しも殿山医師を怪しいと思いませんでしたよ 最も今になってよく考えてみればいろいろ怪しいところもありますな毒薬の使用といい艦薬のケースの紛失といい殿山医師のせいとすれば最も自然に解釈がつきますそれにと刑事はしばらく考えたそれにさっき電話をかけたところ殿山医院は留守なのです実は殿山その人は今日村井家を訪ねて 夫人を診察し2時頃に中澤さんと一緒に自動車で出たのですが中澤さんは薬剤を取りに行ってそのまま村井家へ帰らずまた用事が済んだらここへ来る約束になっているけれど未だに顔を出さぬところを見るとどうも変だと思うのですそれではあの中澤さんの受け取った脅迫状は殿山医師の出したものでしょうか 後君も心配そうな顔をしていったそれを私も案じるのですよもしそうだとすると事態は容易ならぬものに思えます刑事はそれから何事をか決心したようにようやく元の冷静に帰っていったあなたは2階の部屋へ上がっていてくださいこれから私は人を走らせて殿山委員の様子を探らせついでに 中沢さんの下宿を訪ねさせてみますから肥後君が2階へ上がって待っていると鹿島刑事はほどなく走ってきたもうその自分は辺りが薄暗くなっていたので刑事はスイッチをひねって電灯をつけ窓ガラスを閉めてしばらくの間部屋の中をうつむき加減にあちらこちら歩き回って中沢さんは惜しげばかりを怪しいものと思い込んでいましたが。 これは少し考えを変えなければなりませんなあと刑事は歩きながら言ったしかしと肥後君は反対したおしげと殿山医師との間に連絡があるものと考えても差し支えないではありませんか刑事は立ち止まってじっと考えたそりゃそう考えられないことはありません実はまだお話ししませんでしたが 教室でお別れしてからいろいろのことを知りましたよこう言って刑事はいすに腰を下ろし今朝法医学教室を出てから当園寺を訪ねたことそれから遺言状を発見したことついで市川家を訪問したことなどを順序正しく語って最後に言ったそういうわけですからあの死亡広告は村井さん承知の上でおしげが出したことと思われます そうして村井さんにも模擬葬式をやらせひそかに殿山医師に殺させたとすればなるほど一応筋道が立たぬことはありませんけれどももしそうだとするといろいろの疑問が起こりますおしげは何のために逃げたか令状は何のために姿を隠したかまたあの脅迫状は何のために発せられたのかさっぱり解釈がつきませんよ そうですねと肥後君も考えながら言ったいよいよ事件は複雑になってきましたしかし小久保先生のおっしゃったようにいかに事件が複雑していても真実はただ一つきりですから事件の確信をつかめば全てのことがさらさらと説明がつくと思います今はまだその確信がつかめていないだけですよ 事件の確信をつかむことはは容易ではありませんよ。事件が自然に発展して向こうからつかませてくれない以上こちらからつかむことはおそらく永久にできますまいこう言って鹿島刑事は再び立ち上がって部屋の中をあちらこちら歩いたこの上はただおしげという人物がどういう性格であるか彼がいかなる経歴を持っているかを知って それによって彼が果たして人を殺すような男かまたはそうでないかを判断しなければなりませんそれには惜しげの家宅捜索をするよりほかはないです実は今日中沢さんと約束して一緒に出かけることになっていたのですがいまだに中沢さんは来ませんから使いの者が帰り次第あなたと2人で文献館へ参りましょう鹿島刑事は 再び中澤の暗記を心配し始めたと見え黙りこくってせわしそうに歩き回ったもうその時は秋の日もとっぷり暮れて伝統の光が2人の姿を印象派の絵のように窓ガラスに映していたと突然誰かがドアを開けた刑事はそれを見るなり少しく興奮して尋ねたどうだった殿山議員はみんなが留守で いくら表のベルを鳴らしても誰も出てきませんでしたと部下の刑事は答えた近所で聞いてみましても誰一人消息を知っているものがありませんしばらく様子をうかがっていましたが誰も出入りをしませんから帰りましたそれから中沢さんの下宿へ行きますとかみさんが出てきて今朝9時頃にお出かけになったきりだと言いました刑事は肥後くんと顔を見合わせ それかから部下の刑事に向っって行った。それではこれから殿山委員をずっと見張っていてくれないかわしは公園前の分店館へ行って用事が済み次第そちらへ回るよ承知しました部下の刑事が去ると鹿島刑事は肥後君に向かって行った中沢さんの暗記が気にかかるけれどもどうにもしようがありませんからこれから分店館へ参りましょうか 時にあなたはお腹が空きはしませんか。いいえ、二時半ごろに昼飯を食べたので、ちっともひもじくありません。それでは、家宅捜索を済ましてから一緒に食事をしましょう。二人は連れ立って下へ来た。出かけに刑事は村井警電話をかけ、中澤が薬剤を持って帰ってきたかを尋ねると、まだお帰りがないので。 夫人も心配しておられますとおたけは告げた電車に乗っておよそ7分2人は分店官を訪ねて事情を話しすぐさまおしげの部屋に案内された案内役の主人は一昨夜以来一度もおしげから電話はかからずまたおしげのところへ電話をかけてよこすものもなかったことを告げた分店官には 日本式の部屋も洋式の部屋もあったが、おしげはその様式の部屋を借りていた。ドアには情が下りるようになっていたので、主人は鍵を出してそれを開けた。部屋は八丈。敷ほどの大きさのリノリウムが敷かれ、その1隅にはベッドが置かれて、そのそばに本棚と机と椅子とがあった。窓ガラスの向こうは中庭になっているらしかったが。 電灯が明るいのでよくわからなかった。おしげさんはいつからここへ下宿したかね？と刑事は主人に向かって尋ねた。大しか八月の末でございました。と若いに似合わず白髪の多い頭を思った主人は答えた。それまではどこにいたのか知ってるかね？誰が尋ねてもそれをちっともおっしゃいませんのです。 けれど非常に快活なお方で金離れがよろしいからみんなが大切にしております刑事は肥後君とちらと目を見合わせたどんな人と交際していたかね別に親しいお友達はないようでめったに訪問客はありませんでした時々外出はしたかね外出はよくなさいました 特別な人から手紙が来たようなことはなかっただろうか一二と外国の手紙が参りましたえ外国からどこの国だか気がつかなかったかねよく覚えておりませんがアメリカでなかったかと思いますああ<う>と言って刑事は室内を眺めたそして肥後くんを帰り見ていった どうやらこの室内の様子ではアメリカ辺りで生活したことのある人のように思われますな僕はまだ外国で生活したことはありませんがそう考えても差し支えないような気がしますそれから刑事は主人に向かって訪ねた村井さんがこちらへ訪ねて来られたことはなかったかね一度も見えなかったようですいつも電話がかかるとおしげさんは こちらからかか出向いて行かれました。刑事はそこで主人をさらしめまず押入れを開けると洋服ダンスとトランクがあったいずれも情が降りていたので刑事はただその外部を検査したが最近日本で買ったものであるから押し毛がこれまでどこにいたかを知るによしなかったそれから刑事は机の引き出しを開けて調べたがただ化粧道具などが入っているだけで これという注意を引くものはなかった。手紙などはきっとトランクへ入れているのでしょうそれとも焼くか破るかしてしまったかもしれませんなあこう言って刑事はすりガラスのはまっている本棚の戸を開けた中は洋書が大部分を占め日本書や数冊の雑誌がぎっしり詰まっていた肥後君は近寄ってしばらく眺めていたが「いや みんな探偵小説ばかりだとさもさも驚いたように叫んだしかし刑事も驚かざるを得なかったえみんな探偵小説それじとひごくんは言いながらも書物から目を離さなかった探偵小説の好きな人間は。 実際の悪事はやりませんからなハハハと肥後君は笑ってそれから独り言のようにつぶやいた英米の探偵小説のクラシックから新しいものもかなりあるチェスタートンが好きだと見えてだいぶ読み古されている10月号と11月号の新青年に10月号の探偵趣味があるこう言って肥後君は そののうちの読み古された一冊を取り出したそうしてしばらくの間ページをくっていたがやがて「おや?」と叫んだ刑事は何を発見したのかとそばへ寄ると肥後君は無言でページの上を指した見るとそこには「中澤保村井富子」と鉛筆で落書きがしてあったおお。 と刑事は思わずうなったが「そこのところにはどんなことが書かれてありますか?」と尋ねたこれはチェスタートンの「The Mann 風乳・マフー,ニュー,ツーマッチ」という探偵小説ですこの落書きのしてあるところは「The ツリース・オブ・プライド」という短編でして確か今年の正月の新青年増刊号に小堺不木が「クジの木」と題して訳しました こう言ってからさらさに語気を強めた。いやこれで村井さんの今度の計画は惜しげが首謀者だったことがわかりますえそれはまたどういうわけですかと刑事は急に好奇心に駆られていった肥後君は語ったこの「クジの木」という小説の中には英国の南部の海岸に住んでいるベーンという格子が出てきますが ちょうど村井さんと同じ性格のの人でで非常に冗談好きなのですその広大な寮内に昔アフリカから持ってきたという苦弱の木がありましたがその土地のものはその木が一種の熱病を振りまき人間をも取って食べるという迷信を持っていましたのでベーンはその迷信をなんとかして打破したいと思いある時その苦弱の木の下で一夜を沸かしましたが朝になると。 どこへ行ったか姿が見えなくなりました土地の人はベーンがくじゃくの木に食べられてしまったのだと信じていよいよ伝説を恐れましたがその実ベーンは地下のほら穴から逃げて大陸へ渡り2ヶ月過ぎて無事に帰ってきたのですそこにいろいろな探偵的事情が絡まって非常に面白い小説ですが どうやら村井さんのやり口はこの主人公ベーンのそれと似ています一旦姿を隠して再び現れるというところなどはこの小説からヒントを得たと言ってもよいと思いますそうかもしれませんなあと刑事は賛成したそこのところにその落書きのしてあるところを見るとその小説と今度の事件とはなんだか関係があるようですなあ しかしその落書きは一体どういう意味でしょうかよく人は憎い人間の名を落書きするものですがそういう場合にはきっと鉛筆でその名前に何かかにか傷がつけてありますここにはそんな傷はつけてありませんからどうもこれは中村さんと村井礼次の結婚を希望しているようですな僕もそう思います中澤さんがこれを見たら定めし苦笑することでしょう もうその他のところにそのような落書きはありませんか肥後君は読み古されていそうな書物をいちいち取ってそのページをはぐりそれから新しい書物を開いてみたが別にこれという落書きはなかったで最後に新青年を取り上げて検査しそれから探偵趣味をはぐったあここにも同じ落書きがありますと肥後君は 失った宝石を見つけたときのような声で言った。ケージが覗き込むと、そこには記述士という表題が書かれ、ミットルトン作、田中さなえ役としてあった。え、記述士。ああ、それでは記述士を雇って突然と姿を消すというような小説ではありませんか。そうですね。これは男の記述士が。 毎夜その崔くんを舞台の上で消してみせるのですがある夜見事に崔くんが消失して大いに喝采を博したけれどそのまま崔くんは本当にどこかへ消えてしまったという一種の怪談ですさすがにあなたは探偵小説通ですなと刑事は感心したように言ったそうですかするとやっぱりおしげがこれらの探偵小説を読んで 今回のことを計画したと考えてもよいようですな待ってくださいよとこの時肥後んは言ったこの探偵趣味は9月20日発行ですから惜しげの手に入ったのは9月の末だろうと思いますそれなのに姿を隠す計画はどうやら9月の初めにすでにできていたらしいからちょっとそこが変だと思いますしかし この「クジクの木」とかいう小説の載っている現象はずっと前からあったのでしょう。そうすれば一旦姿を隠す計画をしてそれから偶然この雑誌を読んでさらに記述師を雇うことにしたと考えてみても差し支えありますまいいいや何にしても事件は少しずつ分かっていくような気がしますそうですねこれでおしげが 村井さんの姿を隠す計画をした首脳者だということはどうやら分かりましたがさて一体何のために村井さんが姿を隠そうとしたかはまだ分かっておりません単に世間をあっと言わせるつもりかあるいはまた何か重大な理由があってそうしなければならなかったか肥後君が皆まで言わぬうちに刑事は遮ったそこですよ 私は初めからそれが知りたいと思っていたのですがまだ少しも分かりません今日のあなたの捜索の結果殿山医師が突然事件に関係を持ってきましたが殿山医師にどういう動機があるかはまだわからずその殿山医師もどうやらみんなと一緒に姿を隠したらしくその上中澤さんまでがここまで行った時刑事の顔には不安の色がみなぎった いや、どうももうじっとしてはおれません家宅捜索の結果これだけのことが知れたのは満足だとしてこれから殿山医師の近所まで行って見張らせてある刑事の報告を聞きましょう肥後君は刑事の語る間探偵趣味のページをはぐって何か書いていないかを調べ刑事が言い終わった時ちょうど最後のページに達したが突然何を見たのかおやと叫んだ あまり声が大きかったので刑事は思わずのぞき込んだが欄外に書かれてある鉛筆の文字を見た時刑事は肥後君の驚く意味がわからなかったが肥後君は二の句のつけないくらい驚いたのであるそれもそのはずそこには横書きに左の文字が連ねられてあった「殺人イコール」 犯人の心マイナス被害者の心追跡犯罪方程式それは先週の土曜日肥後君が初めて国母教授から聞いたいわば教授の犯罪哲学を簡単に示した結晶であったその犯罪方程式が今 おしげの所持している雑誌の一ページに書かれてあるということは、そもそも何を意味するであろうか。おしげは国母教授を知っているのだ。国母教授はおしげを知っているのだ。犯罪方程式を見た瞬間、ひごくんの頭の中にひらめいたこの考えが、ひごくんに思わずも驚きの大声を発せしめたのは当然のことであった。 それと同時に肥後君の頭には百千の考えが工夫のように渦を巻いて発生したおしげが教授を知っているとすればことによると教授は村井氏の今回の不思議な計画を知っているかもしれないもし教授が知っているとすれば果たしてどの程度に知っているであろうか世間を騒がすいたずらというものは必ず悲劇に終わるものだよと あの日、死亡広告事件を批評した教授の言葉は今になってみれば概念的に言ったものではなく当然起こるべきことを物語ったものと考えれば考えられぬことはないしてみれば国母教授は村井氏の死を予期していたのであろうかなお一歩進めて言うならば国母教授は村井氏の死に関係があるのだろうかと考えてぎっくりとした時 傍らに立っていた鹿島刑事は？どうしたのです。何をびっくりしたのです。それは何です。と肥後くんの顔を覗き込むようにして尋ねた。肥後くんは刑事のこの言葉に初めて平静な心を取り戻した。が、次の瞬間鹿島刑事に説明してよいか悪いかに迷った。肥後くんの躊躇しているのを見て刑事は？ 追いかけて尋ねた何ですかかそれは何か珍しいことなのですかたとえ教授が村井氏の死に関係があるとしてもまさか教授が手を下して村井氏を殺すはずはないだろうと考えた肥後君はつまず刑事に説明しようと決心したこれは犯罪方程式といっていわば国防先生が発明されたものですそれを惜しげがここに書いているのは おしげが国久先生を知っていることになりますえと刑事もさすがに驚きの色を見せたが何か言おうとする前に肥後んは続けた僕は先週の土曜日に初めて先生からこの方程式を教わったのですだからおしげも最近先生から聞いたのに違いありませんもしそうだとすると先生は 村井氏の今回の計画を特に知っておられるかもしれませんうーんと刑事は大きくうなって腕をこまねいたそして目をつぶってしばらく考えていたがやがて平静な顔になって訪ねたその犯罪方程式というのは国母先生が学生たちにも抗議されるものではありませんかそりゃあ ろされるだろうと思いますあなたは先週の土曜日に初めて聞いたとおっしゃるけれど先生はもう何年も前から学生に抗議しておられたのではないでしょうかそりゃあどうだか存じません僕は先月からこちらの法医学教室にご厄介になったばかりですからしかしこの間の先生の口ぶりではこの犯罪方程式は最近にお考えになった様子でした うんと刑事は再び考えた後言ったですけれど小久保先生が数年前からそれを講義なさったとすると都合がいいように思われますというのはもしそうとすれば自然殿山医師も学生時代にそれを聞いていたでしょうしそうして惜しげは殿山医師から伝え聞いたのだろうと考えられますからこれを聞いて肥後んはなるほどと思った けれどもおしげととうがのかをそれによって完全に打ち消すことができなかったするとあなたはおしげと殿山医師とが共謀して村井氏を殺したとお考えになりますかと肥後君は煮えきらぬような口調で尋ねたさあそこまでは私はまだ考えておりませんよ国語先生が。 おしげと父の中だと考えることはあまりにも突飛ですからなただ考えやすい方のことを申したりすぎませんこう言ってから刑事はポケットに手を入れ中沢保に宛てられた例の無名の脅迫状を取り出しその筆跡とおしげの文字とを比較したが2つの筆跡は少しも似ていなかった義質とすればむろん違うように書けますけれど どうもこの2つの筆跡は全く別人が書いたように思われますなあ何はともあれこれから殿山委員の様子を探ってこようではありませんか肥後君は惜しげと国母教授とを結びつける有力な手がかりを発見したつもりでしきりに先日来の教授の言動を回想したが鹿島刑事はそれほどの興味を持たずその心はひたすらに殿山委員の方に急いでいるらしかった。 で、日後君は手にしていた雑誌を本棚に収め刑事に従っておしげの居間を出た下に来るなり鹿島刑事は運転官の主人に頼んで電話を借りたそして数分の後電話室から出てきた刑事の頭には心配そうな色が浮かんできた今村井さんのお宅へ電話をかけて聞きましたが村井さんは相変わらず帰ってこないそうです ところが夫人の容体がどうもだんだんよくないようですから殿山さんへ電話をかけたけれども通せず親戚の人が心配してさっき大学病院の内科の先生に来てもらったところ急性肺炎だから決して油断がならぬということだったそうですそして夫人はしきりに富子さんと中澤さんとに会いたがっておられるそうですそうですか急性肺炎ですか 肥後君も顔を曇らせたそれじゃあ誰か医者がついていなくてはいけないでしょう僕は臨床科ではありませんけれど素人よりか幾分マシだと思いますからいっそこれから村井さんのお宅へ伺っておりましょうかそれに中澤さんのお話から察すると夫人は今回の事件に関してなんだかもっと深いことを知っておいでのように思われますから万一の場合に 僕らのうち誰かがそばにいた方がよいと思いますもっとも夫人が僕の行くのをお好みにならなければ致し方がありませんけれどあなたの捜査の結果を承ったりまたは村井家の事情を通知するためにもその方が好都合だと思いますそうしてくださるかと岡島刑事は明るい表情を取り戻していった実は今 私もそれをあなたにお願いしようかと思ったところです。どの山医師の同性は私と部下の者とで探りますから、どうか村井さんの方をよろしくお願います。あなたが言ってくださるなら、夫人もきっと喜ばれるでしょう。二人はやがて分転館を出た。鉄橋の下から公園の方を見ると、いざよいの月に照らされた樹木の影は。 海底のようによどんで、時々走り出てくる自動車が巨大な彗星爬虫類のように思われた。お腹がすきはしませんか？一緒にご飯を食べる約束でしたが」と加島慶次は言った。「そうですね」と日向君は答えた。僕はこれからちょっと教室へ立ち寄って、それから村井さんのお宅へ行こうと思います。 食事は教室ででも済肥しし後君と別れた赤島刑事は食事する暇ももどかしく思ったのでそのままタクシーを雇って小林町の殿山医院に向けて走らせた殿山医院は電車通りを東へ半丁ほど入ったところにあったから刑事は人通りの多い電車通りで降りてそれから用心深く横丁へ曲がった。

玄関に通ずる石畳の左右と建物の両側とは植え込みになっていた見ると入り口の軒明かりはかすかについていたけれど家の中には人気がないらしくどこからも光線が漏れてこなかったただ正面にある2階のガラス窓の一つにまん丸い月が寂しく映って青白い光を刑事の顔に反射した突然誰かが背後に近づいたので 鹿島刑事はくるりりと振り向いたそれは夕方針り番を命じた部下の一人であったどうだったと鹿島刑事は小声で尋ねたあれからずっと見張っておりますが誰も出入りいたしませんもっとも一度署へ帰った間に誰か出入りしたかもしれませんけれどこっちへ来てから23度ベルを鳴らしてみましたがやはり返答はありませんでした 医院には看護婦や女中はいないのかい女中はこのごろまで1人いたそうですが近ごろは所生と2人きりだそうです近所の人にはあんまり評判がよくありません部下の話を聞きながら委院の方を眺めていた鹿島啓示は何を見たのかやっと軽く叫んだ見ると絵画の向かって右の窓の奥から わずかな光線が上下に動いて映ったそれは誰かが懐中電灯を持って何か探しているかと思われるような様子であった鹿島刑事は思わずも光線の漏れてきた窓の前方に走り寄ったがその時もはや九段の光線は消えてしまって窓の奥は石炭のように真っ暗であったけれどもこれによって殿山議員の中に確かに人のいることが分かった ベルを押してみましょうか。と、鹿島刑事の後についてきた部下は囁いた。いけない、いけない。と刑事は頭を横に振った。向こうから見られるとまずいから、あそこの家の影から様子をうかがうことにしよう。鹿島刑事は先に立って、ちょうど都合よく二三歩先にあった細い路地に入った。そうして二人は、 息をとどめ,め23分医院の中には何の変化も起こらなかったまだ酔いの口であるのに運よく誰も通らなかったので2人は怪しまれずに見張りを続けることができたとその時殿山医院の入り口のドアが徐々に開いて中から帽子をかぶった1人の女が首だけを出してそーっと と覗いた。それはおそらく表の様子をうかがったのであろうそうして誰もいないと見届けるなりひらりとドアを開いてポンと閉め急ぎ足で町の方へ歩んできた初め女が首を出した時はそれが誰であるかを見分けることができなかったがその様相を見軽い歩調を眺めた時鹿島刑事は思わずもあ と叫んだ。どうしたのです誰ですと部下は尋ねた記述師の昇華だよと刑事は声を震わせたああそうですそうです部下も興奮していったこうしてはいられないわしはこれから昇華の後をつけるからお前はここに番をしていて もしまた誰か出てきたらその跡をつけてくれ。言い終いて刑事は小走りに翔華の跡を追った。その時翔華はすでに電車通りへ出て向こう側に渡ろうとしていた。刑事は彼女を見失うまいと大急ぎでついていったが、やがて彼女は北を向いてどしどし歩いたかと思うと後ろから走ってきた電車に近づいてひょいと飛び乗りをした。 刑事は,はっと思ったいくら走っても自分の体ではとても電車に追いつくことができない電車はどんどん走っていくみるみる自分と昇華との距離は遠ざかっていく刑事はその時激しい焦燥を感じたがちょうど運よく後ろから1台の空きのタクシーが走ってきたのでそれを呼び止めるなり運転手に事情を話して飛び乗った。 距離はだんだん狭められた自動車の中から前方を透かしてみると翔歌が車掌台に立っている姿さえ見えだしてきた彼女はどうやらつけられているということを知らないらしかったやがて電車が栄町の角で止まると翔歌は笹島行きの電車に乗り換えるために日本銀行支店前の安全地帯へ行った鹿島刑事は自動車をとどめさせて 彼女の乗るのを待っているとほどなく電車が来たので再び追跡が始まった自動車はほとんど電車とすれすれに走ったその時分運転手はもはや誰をつけるべきかを知っていたので刑事は初めてクッションに身を埋めながら思考の余裕を得た翔家が殿山委員から出てきたことは一体何を意味するであろうか彼女もまた、 村医氏の死に多少の関係を持っているのであろうか。国母教授の説によると、毒の眼薬は村医師が看護家の中に入る少し前に与えられたというのであるから、彼女が与えたという可能性は十分にある。しかし、もしそうであるとしても、彼女に村医師を殺す動機はありそうにないから、おしげか、または殿山医師の手先となったと考えなければならない。 ところが今彼女は殿山医員から出てきたのであるから彼女は殿山医師の手先となったのかもしれないしかしと刑事は考え続けたさっき彼女は懐中電灯を持って確かに医員の中を探していた様子であるもしその想像が当たっているとすれば殿山医師に頼まれて何かを取りに来たかあるいは 誰か他の人に頼まれて殿山委員の様子を探りに来たと考えなければならない彼女は身軽な女であるから留守の家へ忍び込むことは比較的容易なはずであるしてみると彼女は今捜索の結果をその人に報告しに行くのであるかもしれないいずれにしても商家の行き先を務めることは今回の事件に一段の光明を与えるであろう こう考えると刑事の胸は踊ったがその時自動車が止まったのでどこであるかと見るとそれは名古屋停車場前であった気が付くと商華は電車を降りるなり停車場へは行かないで左に折れてスタスタと明治橋の方へ歩いていったで刑事も急いで自動車を降り賃金を払って彼女の後をつけた彼女は 明治橋を上って西の方へずんずん進んだはてな、なかうくくへでも行くのかな何しに行くのにしだろうこう思って刑事がついていくと先方に1台のタクシーが道端に停まっていたがやがて彼女はつかつかとそれに近づいたかと思うとあっという間に飛び乗って自動車は走り出したその辺りにはもう他のタクシーがなかったので 刑事は思わず走り出したが中村由き電車の岸点まで走った時自動車は群衆の中へ没してしまったその時電車が向こうからやってきたのでそれが引き返すのに乗ってとにかく自動車の後をつけてみようと決心したもののもはや絶望だと思った残念なことをしたあの時そのまま自動車に乗って彼女の後をつければよかったのにと 今さら後悔しても及ばなかったそれにしても彼女は何のために遊郭の方へ行くのであろう彼女の宿はこの辺ではないから確かに用事を持ってこちらへ来たのに違いないしからば誰がこの辺にいるのであろうかこう思って立っていると電車がついてたくさんの人が降りた刑事は見るともなく一人一人を見守っていたが やがて誰か知った人を見つけたと見えつかつかとそのそばへ寄ったおいしもく君と鹿島刑事は肩をたたいていったそれは惜しげの捜索にあたっているしもで刑事であったおやどうしてこちらへ来られたのですかしかしちょうどいいところでしたこれから署へ帰ってお目にかかろうと思ったのです惜しげの居所は分かったかね と鹿島刑事は人通りの少ないところへ下で刑事を引っ張ってきて訪ねたおしげは中村遊郭に隠れているらしいのですと下で刑事は言ったえと鹿島刑事は驚いた実は今わしは記述師の昇華の後をつけてここまで来たのだが昇華が自動車に乗ったのではぐれてしまったよしてみると昇華は おしげの手先を務めているのかもしれん。で、どうしてそれが分かったかね。実は一昨晩遅く遊客のそばのどこやで濃いハチの地毛をそり落とした男があるということを聞き出してきたものがあったのです。そこで夕方お借りした写真を持って今その離発地を訪ねたところ、確かに写真の男に間違いないというのです。ですから。 おしげはことによると遊郭のどこかに隠れているかもしれんと思ってみんなに告げて探させておりますそれはいいことが分かった一昨晩停車場前の自動電話からおしげが下宿へ電話をかけたというのだからそれから中村遊郭へ行ったと考えるのは無理のない推定だやっぱりみこさんも一緒にいるのでしょうかさあそこだよ なるほど女を隠す場所としては遊郭は屈強のところださっきおしげの家宅捜索をしたらおしげは大の探偵小説好きだと分かったのでそれくらいの知恵は出そうに思うだが遊郭へとみ子さんを隠したとなると無理に連れて行ったのではなさそうですねそれとも富子さんを遊郭へ売り飛ばしたのでしょうかまさかそんなことはあるまい どうもわしにはおしげが悪人だとは思われなくなったもし富子さんを遊郭へ隠したのだとするならばそれはやっぱり富子さんを保護するために違いないで今お話の昇華はおしげを訪ねてきたのでしょうかさあそれはまだ確かなことはわからぬよそうだ昇華が遊郭へ入り込めばすぐに知れるだろう

この事件捜索を分担した中澤保のその後の動静を記さねばならないというのはおそらく諸君はそれを希望しておられると思うからである諸君はもはや中澤がある苦境に陥っているに違いないと想像しておられるだろうが事実はその通りであって鹿島下で両刑事が遊郭行きの電車に乗り込んだ時刻には彼は どこともわからぬ一室に監禁されているのであったで筆者は彼がどのようにしてかような運命に陥ったかを順序正しく記載しようと思う村井家の玄関で彼が鹿島刑事に脅迫状の注意をされたのは午後1時少し過ぎだった彼は刑事を送り出してから彼が刑事に宣言したようにどんな敵が現れようとも 堂々とと戦おうと決心したしかし彼はその敵が誰であるかを正しく知ることができなかったというのは彼は自分の敵は惜しげより他にないと思っていたからである2時に殿山医師が村井夫人の診察に来た時保は医師に向かって事件捜索の経過や村井氏の死体紛失のことなどを語った。 そして診察が済んで、医師から一緒に薬を取りに来てくれませんかと言われた時彼は喜んで同意しながら自動車に乗り込んだ道々彼は村井夫人の病気が重いということを聞かされたのでその心は沈みがちであったが数時間の後に受けるべき恐ろしい事故の運命についてはその予感だも持ちえなかったのである殿山医院に着くなり中沢は 25 6の書生らしい男に奥の一室へ案内されたそこは診察室でもなければまた応接室の体制をも備えておらなかったむしろ洋式の食堂とでもいうのが死闘であろう中央に粗末な食卓らしいものが置かれそのそばに二三脚の古びた椅子が並べられてあった保つはその椅子に腰掛けて殿山医師の来るのを待っていた しかし医師はなかなか姿を現さなかった多分薬の調合に暇を取るのであろうと思ったが内心は早く薬をこしらえてもらって村井家へ届け鹿島刑事と共に惜しげの家宅捜索に行きたいものだとイライラしたおよそ30分ほど過ぎてからお待たせしましたと言って殿山医師が入ってきた物は医師が、 薬瓶かまたは三役の紙包みを持ってきただろうと思ったのに意外にもその手には何も持っていなかったお薬はできましたでしょうかと保つは不審そうに尋ねたできていますしかしちょっとその前にあなたにお尋ねしたいことがありますと医師は極めて真面目な顔をしていった何ですか 殿山医師は田元を田元のまんむかいにテーブルを挟んで腰掛けた。あなたは村井さんの死をどう考えておいでになりますか。突然改まった口調で質問されたので田元はいささか面食らった。どう考えるって村井社長は誰かに殺されなさったと思います。誰に殺されたのでしょうか。それはもとより存じませんが。 弾薬のケースを盗み死体を盗んだ者が犯人だろうと思いますうんと殿山医師はちらとその金の下場を見せて言っいったそれは一体誰でしょうか僕は知りませんけれども推定はしておられるでしょうしています誰ですか おしげだと思います。あなたは葬儀葬式の場にもそう言っておられたようですが、それは少し推定が違いはしませんか。なぜです。なぜといって、それは私よりもあなたの方がよく知っておられるはずです。田つは医師の意味ありげなこの言葉に一種の威圧を感じた。 どういうことですかあなたのおっしゃることはよくわかりません。とータは医師の顔をじっと眺めていった。医師は皮肉な微笑を漏らした。それじゃあお尋ねしますが、トミコさんは今どこにおりますか僕は知りませんよ。知らなければこそ、鹿島刑事に頼んでトミコさんの捜索を手伝わせてもらうことにしたのです。 あなたはそれを本気で言っているのですかと医師は少しく険悪な表情になっていったおかしいことを言いますね僕は富子さんをどうしても探し出さなければならぬ体です本気も狂気もないじゃありませんかと保つは幾分か興奮した口調になっていったふん <laughs> と医師はせせら笑った 左のほうにあるほくろが医師のその笑い顔を一層憎らしげにした「盗っと竹だけシートはよく言ったものだ」えっと保は息巻いたもういっぺん言ってごらんなさい失礼な何度でも言うとも盗っと竹だけシートは君のことだよ何君は 今朝受け取った脅迫状を誰が出したかまだ知らぬのかえとさすがに保つはびっくりしたよくそんなにずうずうしくしておられたものだ早くミ子さんを出したまえじゃああの脅迫状は当たり前よ僕が出したんだ今が今まがで、 あの脅迫状は惜しげの細工とばかり思っていたのであるから殿山医師のこの言葉は保にとって全く寝耳に水であった彼は極度に驚くと同時に激しく医師の態度に憤慨しただって知らなきゃ知らぬじゃないかと保は声を震わせていった君はなかなか頑固だねえ。 と医師は少しく言葉をやわらげていった。君が何と言おうが、こちらには立派な証拠があるからだめだよ。どんな証拠だ？と保つは咳き込んでいった。見たければ見せてやろう。こう言って殿山医師はポケットに手をやったかと思うと、1本の封書を取り出して、中沢の前へポンと投げ出した。 見るとそれはとみこが常に用いている桃色の西洋封筒であったから保つははっと思って震える手先で取り上げた封筒の表にはペンで「母上様お許しに」と書かれ裏には「とみ子」と書かれてあった間違いもなくそれはとみ子自身の筆跡であった読んでみたまえ。 中澤は手早く内容を取り出して同じく桃色のレターペーパーを開いたそこにはペンで次の文句が走り書きされてあった「母上様事情あって私は当分姿を隠しますけれど私は中澤さんと一緒にいるのですから決して決して心配しないでください」 どうかお父様にもよろしく伝えておいてください急ぎますからこれで10月20日午後6時半とみ子随分慌てて書いたものらしかったがそれは疑いもなくとみ子の筆跡であったしかし手紙の内容は保つにとって全く意外なことであった 10月20日午後6時半といえば村井氏の模擬葬式の始まるまさに30分前である模擬葬式の後に行われる結婚披露を富子は非常に楽しみにしていたのであるから富子が姿を隠す決心をしたのは全く突然の事情によらねばならないそれは果たしてどんな事情であったろうかそれにしても 富子が母親にこれだけの手紙を書いておきながら自分が手に手紙を書かなかったのはどういうわけであろうかこの手紙によると富子は自分と一緒に姿を隠すつもりであったらしいのに自分に一言の通知をもしなかったのはどうしたことかまたこの手紙があるにもかかわらず村井夫人が富子の安否を気遣ったのはどういうわけであろうか そしてこの手紙のことを自分に告げなかったのはなぜだったのかどうだ君促すように言い放った医師の言葉に保ははっと我に返った君はこの手紙を夫人が見られない先に横取りしたなと保は思わず聞き返したそんなこと医師はあざ笑った 君はこれでもまだ強情を払ろうとするのか。とみこが自発的に姿を隠したということは、今までのタモツの想像を根底から覆したのであるから、タモツは医師の言葉に答える暇もなくなお考えにふけろうとした。言い訳が立たないだろう。さあ、どこにトミコさんがいるのかいいたまえ。知らないよ。なんと言われたって知らない。 どうしても君は言わないのかだって知らぬことは言えない殿山医師の目は獲物を見つけた肉食獣のそれのように輝いた君はそんなに僕を甘く見ているのかと医師は半身を前へ差し出して保の顔をじっとにらめた保はカッとした 君こそ、人をバカにしていいるじゃないか。たとえ僕が富子さんの行方を知っていたとしたところが君は何の権利があってそれを聞こうとするのだ何を聞くべき権利があればこそ聞くのだ君にどういう権利があろうともこっちに話すべき義務はないよ富子さんは僕と結婚すべき人だおいおい

と医師は吐き出すように言って、どこまでも富子さんのありかを言わなければこちらにも考えがあるよがその前に君に見せておくべきものがあるこう言って医師は上着の内ポケットから1本の書状を取り出したさあこの手紙を読むがいいこれを見たら。 あんまり大きな保は自分の前に投げられた書状を眺めたそれは日本封筒であって毛筆で書かれた文字は確かに村井社長の筆跡であった取り上げてみると村井氏より殿山医師に宛てられた新店の郵便物であった保は何が書かれてあるのかと憤怒のために熱した頭の中に 多少の好奇心を沸かして、封筒の中から巻紙を取り出した。それには、次の文句が書いてあった。背景、自家修礼の甲、貴家ますます御賢賞菓子たて祭り候。ぶれば、かねて貴家と富子とのご結婚は、来る十一月二十日、小生誕生日に行わるべきよう、お約束申し上げ候が、 今回突然何者のいたずらとも知れず小生の死亡広告を新聞に掲載いたし騒浪については広告の文言にあるごとく来る10月20日午後7時模擬葬式を行い次いで還暦祝いを執行するも面白き趣向と存じ騒浪につき騎花と富子との結婚もどうや愛を行いたく将来えばこの儀、ご承諾愛なりたく願い上げ候。 かねがね申し上げ候を通り結婚式の儀は全然貴家と小生との秘密にいたしたく何人にも通知いたさずして突然披露に及び親戚をはじめ親戚をはじめ世間一般をあっと言わせたく存じらえば、これまた作用ご承知おき願い上げ候。当夜はいろいろ珍しき趣向を凝らして来会の人々を喜ばせたく存じ候。 このことは家内にも富子にもその間際まで告げざる計画にそらえば、くれぐれぐもご注意願ろう。したがって服装のごときは通常服を願いたく相らえども礼服をご着用相なり相らえても苦しからずこの儀ちょっと申し添え相浪。異彩は万々廃備の上に譲りたく右取り急ぎキーを得たく早々。 具〈10月17日〈村井喜郎。殿山六蔵殿読み終わった保つはあまりの意外な村井氏の手紙にしばらくの間呆然とした〉〈彼ははじめ偽造の手紙ではないかと思ってみたが筆跡といい文章といい村井氏の特徴がはっきり現れていた〉 殿山医師と富子との結婚だもつは思っただけでも不快な念がこみ上げてくるのであったそれにしても社長は果たしてこれを本気で書いたのであろうか富子はこれまで殿山医師の名をさえめったに口にしたことがなかったから殿山医師との結婚は富子の全然知らぬことであるに違いないしかし村医師の持ち前の冗談としては 少しし深入りしすぎた手紙である村井氏がこの手紙を書いたについてはそれだけの理由がなくてはならないその理由は一体何であるかしかも村井氏は模擬葬式の当や自分と富子との結婚披露を行うのだと富子に告げたではないか保つは何が何だかわからなくなってしまったしばらくの間手紙を開いたまま 目を伏せて考えにふけった。おい君と医師の意地悪そうな声が走ったこれでも君は僕が富子さんの在りかを聞く権利がないというのかだってだってじゃないよ君は自分では富子さんと結婚するつもりだったかもしれぬが村井さんから 直接結婚の許可を得た覚えがあるか言われて保つははっとした村井氏から直接富子との結婚について話をされたことはなかったからである模擬葬式の党や自分たちの結婚披露が行われるということもただ富子の口を通じて聞いたのにすぎなかったそれ見たまえ返事ができないじゃないか 僕と富子さんとの結婚はよほど前から契約されていたことだ君は富子さんを狼楽して富子さんと親密にしていたかもしれぬが村井氏が君との結婚を許すわけは全然ないよだって村井社長の遺言状の中に僕と富子さんと結婚すべきことが立派に書かれてある遺言状 ふん <laughs> と殿山医師は鼻で笑ったたとい,い、君が見た遺言状になんと書かれてあろうがこの手紙は立派な証拠じゃないか富子さんは僕のものだよだから正直にどこへ隠したか言いたまえ誰が言うものか こうなったらたとえ知っていたとで言わないよと保は声を強めていったハハハと医師は笑った言わなきゃ言わせるような方法をとるよそれにしても君は往生際の悪い男だな大抵の悪党というものはいいかげんのところで諦めて 降参するものだよ。何が悪党だと保つは真っ青な顔をしていった悪党じゃないか君は自分と富子さんとの結婚が到底許されないことを知って村井氏を毒殺し富子さんを隠したじゃないか知らぬと言っていちゃダメだよ君はお通夜の場で 僕が死体から出した贋薬のケースを盗んだのだろう。毒殺した証拠がわかるといけないと思っていつの間にか隠したのだろう。そうしておしげという男がいなくなったのを幸いにとみ子さんをおしげが誘拐したように言いふらしその上刑事に願ってとみ子さんの捜索を申し出るなどそのやり方はいかにも巧妙だけれど。 いかんながらこっちには君の浅はかな計画が見えすいているよ君が村石を毒殺したことについては僕はとやかく言わないそれは警察の手に委ねるべきことだ僕はただ富子さんを返してもらえればよいのださあ正直に言いたまえダモツは突然立ち上がった 彼は殿山医師のあまりにも的を外れた暴言に下の根がこわばってしまうくらい憤慨したのであるそうして彼はもはや相手になるようなしと認めて身を翻して歩き出そうとしたとその時彼は後ろから忍び寄った書生のために甘いような香りのするハンカチーフを強く口にあてがわれた彼はびっくりしてもがいた しかし諸星の力は彼の力にざったそれから彼の力はだんだん弱っていって幾噴火の後彼は麻酔剤のためにぐったりとその場にうずくまってしまった意外な発見夢の中で夢を見るような 四方八方からかしましい美人に話しかけられているような気持ちがしたかと思うと中澤保つの意識はちょうど蓮の上からアマガエルが飛んだ時のようにひょいっと現実の敷居に跳ね返った彼はこめかみの辺りに鈍頭で皮膚をかき分けられるような痛みを覚えたがしばらくの間は両目をつぶったままで徐々に全身を動かそうとした。 が、手も足も彼の意志に従わなかったはっと気がついて目を湧くと彼は古びた部屋の畳の上に横たわり彼の全身は浅縄によってぐるぐる巻きに縛られて口には猿器がはめられてあった薄暗い伝統の光によって彼は ところどころろど破れ穴の開いているふすまに面していることに気づいたのであるだんだん意識が明瞭になるにつれて彼の記憶も回復したそうして彼は殿山医師とその相棒のために麻酔剤を嗅がされてどことも知らぬ一間に監禁されていることを知ったのであるおよそ何時間意識を失っていたか 元より電灯が,かかがついているところを見ると多分それは夜であろうと思った彼は耳を澄まして辺りの物音に注意したが別に何も聞こえてこなかった彼はふすまに面して横になったまま考えにふけったかなりに激しい渇きを感じたけれども 彼の頭の中に悠然としてわき起こった。今回の事件の記憶はいつのまにかその渇きを忘れさせてしまった。自分の身がこれからどんな運命に遭遇するかもしれぬ。という危惧の念さえ浮かべている暇がなかった。彼は殿山医師から見せられた。2通の手紙によって、自分が今回の事件に対し、根本的な誤解に陥っていたことを知った。 富子は誰に誘拐されたのでもなく全く自発的に姿を隠したのであったまた富子を奪おうとするのは惜しげではなくて殿山医師であったそれにしても村医師が殿山医師に富子を与えると約束しておきながら富子にそれを言わないばかりか富子に向かって自分との結婚を許したのは どういうういつもりであっただろうか。しかも遺言状には明らかに自分と富子との結婚を記入しているではないかしかし富子が自発的に姿を隠したものとすれば何故に彼女は父の不慮の死に際しても姿を現さなかったか母への手紙の中に「お父様によろしく」と書かれてあったのは 父が死のうなどとは夢にも思っていなかった証拠であって人一倍父を思う彼女が姿を見せるのはどうしても誰かに無理に引き止められているものと考えなければならないしからば彼女を引き止めているのは誰であろうか殿山医師でないことは分かっているからどうしても惜しげより他のものを考えることができない おしげがみことほとんど同時に姿を隠したのはその推定の有力な根拠であるけれどもおしげはどうして富子の行く先を知ったのであろうかみこは自分にさえ行き先を告げなかったのであるからおしげに告げるはずは決してないしてみるとおしげと富子はそれぞれ別の理由で姿を隠しているのかもしれない わからないわからない彼は思わず口の中でつぶやいたいな猿つわのためにつぶやこうとしてもつぶやきえなかったその時初めて下になっている腕が猛烈に傷んでいることに気づいたそこで彼は徐々に体を動かし始めた腕の痛みを除くためには 状態を起こすのが一番得策であるで彼は状態を起こそうと試みたが途中まで起き上がると中心を失って再びゴロリと倒れたけれども彼は屈しなかったそうして数回の失敗の後ついに起き上がることに成功したのである起き上がった彼は当然ふすまに面したが その部屋がどれほどの大きさであるかを知ろうと思って電部を軸として1回転すると意外にもその部屋にいるのは自分一人でないことが分かった彼の方を枕として一人の老人が白い布に包まれて戸板の上に眠っていた次の瞬間彼は飛び上がらんばかりにぎょっとした。 それは生きた人の眠った姿ではなくまさしく死んだ人であったからであるしかも顔が逆さまになっているからすぐに断定はできぬがその顔の格好や髪の生え具合が確かに村井社長のようであったからである彼は思わず立ち上がろうとしたがそれは不可能であった。 で、少しずついざって死人の顔を静止しえるところへ来た見ると疑いもなくそれは村井社長の死体であったその刹那に彼は今回の事件の謎が解決されたように思った法医学教室から死体を盗み出したのは殿山医師である従って村井社長を殺したのも 殿山医師はならならい。の山はさっき自分が社長を殺したであろうという暴言を吐いたがそれはそっくりそのまま殿山医師に当てはまるではないかすなわち彼は自分が殺したという証拠をなくするために通夜の場で贋薬のケースを奪い次いで死体を奪うの危険をさえ犯したのである。しからば 何のために殿山医師は村井社長を殺したかそれはおそらく富子と自分との結婚に起因しているであろう殿山は多分村井氏が殿山と富子との結婚を承諾しながら富子と自分と結婚させる意思のあることを知って憤慨のあまり毒殺したのであろう殿山にとって毒薬を投ずることは 極めて容易なことではないかそうだ殿山は村井氏を毒殺してみこを奪おうとしたのだ現に村井夫人は村井氏がたび夫人に向かって「自分は事によると殺されるかもしれない」「もし自分が死ななければ富子は人にさらわれるかもしれない」といったことを告げたではないか。 村井氏は殿山医師を指していたのだそうしてとうとう彼のために殺されたのだ保は今更ながら深い同情の心を持って村井氏の死に顔を眺めた六畳ほどの部屋には2人のほか何も置かれてはなかったので保は全身に一種の寒気を感じた 弱い伝統の光に照らされた顔は死体らしい蒼白はなくてまるで生きて眠っているかのように見えた細く開かれた眼球さえ死人に特有な白濁は認められなかったもつは両目の熱くなることを禁じえなかった遺言状のことを思うにつけてもなんだか 村井氏が自分のために殺されたのであるように思われてならなかった。自分というものがなくて富子と富山と結婚していたならば、おそらくこうした悲運に再会しなくても済んだであろうと思うと、田つの目はますますうるおって、ついにはぽたりと一滴膝の上に落ちた。それにしても。 山医師は何のために自分を村医師の死体の置かれてある部屋に連れてきたのであろうかあえてわが在籍を他人に見せようとするのはどういう魂胆であろうかみ子の行方を自分に白状させるための一種の威嚇手段であろうかそれともほかに深いわけがあるであろうか彼は首を上げて部屋を見回した。 天井の板はすすけ壁はところどころはげて一口に言えばよほど汚い部屋である様式作りの殿の山委員にこのような部屋のあるわけはないから確かに別のところであるに違いない名古屋市中であろうかそれとも名古屋を離れたところであろうか彼はこの時初めて自分の身の暗記について考えを巡らせた。 このままこ,こにいたら自分はどうなるであろうかもし自分が富子の行方を告げなかったら殿山はどうするつもりであろうか彼は脅迫状の中に「生かしてはおかぬ」と書いたが果たしてそれは彼の真偽であろうか村井氏の死体を盗み出すくらいのデスペレートな行いをする彼のことであるから どんな恐ろしいことをもしかねないかもしれないこう思うと保つはじっとしていられないような気がした彼は何とかして立ち上がろうと努めたけれども胴体を縛った浅縄は足の方まで巻きつけられてあったために全然不可能なことであったそこで彼は少しずついざって襖の方に近寄り襖を足の先で開けてみようとした が、それはできそうなことでできなかったそうしていたずらに物音を立てるばかりであったその物音を聞きつけたのかあるいは偶然の一致であったか誰かが廊下らしいところをこちらへ歩いてくるような気がした果たしてそれは人の足音で足音は襖の向こうでピタリと止まり ついでにふすまが開けられた入ってきたのは殿山医師であった彼は保津の姿を見るなり例の金婆を見せてものすごい笑いを漏らしたがその顔は手記を恩んでいた逃げようと殿山医師は吐き出すように言った タモツはただうつむいているだけであった。ハハ。猿ぐつわをかまされていては物が言えぬわけだなよし。おなさけで外してやろう。こう言って医師はタモツの後ろに回り、手ぬぐいの猿ぐつわをといた。タモツはほっとした。こういう停滞目にあっても。 君はまだトミ子さんの在りかを白状せぬか田茂はしかし答えなかったええおいどうだ土井氏は田茂の肩に手をかけて強くゆすったき君は社長の死体を法医学教室から盗み出したらそうよ大学なんての点も同じだ。 医者のなりをしていきゃ何でも盗み出せるよ。村井社長を殺したのは君だなと保つは目に殺気を帯ばせて尋ねた。何殺したのは君じゃないか。こうして証拠を盗んでもらったんだからありがたく思うがいいよ。バカな何がバカラだ ちっとは感謝してもいいじゃないかさあ早くおい知らぬよこんなにされてもまだ言えないのか言わなきゃどうしようというのだ言わなきゃ言うまで縛っておくだけだタモはもはやものを言う勇気がなくなった空腹と全身の苦痛のために 目がくらむような感じがして吐き気に似たものを模様したので静かに目をつぶって堪念した。君は自分が殺した死体を見てもちっとも恐ろしくはないのか？と医師は幾分物やわらかな調子になっていった。君は強迫症の文句を忘れたのか？田つは目を開いた。が。 答えなかっとみ子さんを出さなきゃあの文句どおりに君を生かしてはおかぬよそれほどとみ子さんのありかが知りたければ自分で探したらいいじゃないかと保つは無理に声を絞っていった本当にどこまでも反抗する気かと医師は結束を変えていった 知らないものは言えないと保は平然として言った「おいおい」と医師は声を改めたそうして右手でポケットをたたいた「ここには注射器と毒薬とが入っているんだぞこれを注射すれば君の命は2分と持たぬよ」は、 その殿の山の目を見て何となく恐ろしい気がしたというのは手記のために充血した目の中に確かに殺意がひらめいていたからであるよく聞いておくがよいと医師は続けたここは誰にも知れぬところだよ君を殺してここに捨てておけば 永久に発見されはしないよ死にたくなかったら早く白状するがよい保つは決心したおそらく殿山はたとえ富子のありかを告げたとて自分を生かしてはおくまいこうなった上は潔く運命の神の命ずるままに従おうと思うと 今まで激しかった心臓の鼓動がいくぶんか静まってきたたとえ白状したって僕を生かしておく気はないだろうと保は自分ながら驚くほど沈着な態度で言ったどうせ君は村井社長を殺したのだから死なねばならぬ体だ講習台で死ぬよりも毒薬を注射してもらって死んだ方がいいだろう ふ <laughs> と保は笑った自分で殺しておいてよくもそんなずうずうしいことが言えたものだ君はみ子さんの恋敵として僕を殺したいんだろうこの言葉は医師に向かって意外に強い刺激を与えたらしかった彼はものを言わずにいきなり保を村井氏の死体の前へ引きずっていった そうして村医師の死体の上に覆いかぶせてあった白い布をさっとめくってその胸部をさらけ出した保は医師のこの狂気じみた行為を見て何をするのかとあっけにとられたこれから君を殺す毒がいかに強い作用を持つものであるかまた毒はどうやって注射するものだかということを このです世の思い出によーく見ておくがよいこう言って医師はポケットから注射器の入ったニッケル製のケースと小さな薬瓶等を取り出したの山医師は貴がどんな顔をするかとちらっと貴の方へ目をやったところが意外にも貴は 村井氏の死体の胸部を見たりまた顔を見たりしてついには自分の顔を死体の顔に近づけあたかも人形制作者が作りかけの人形の顔を検査するような挙動を行っていたこれには殿山もいささか面食らわざるを得なかったやがて保つはさもさもびっくりしたという顔つきをして殿山医師の方を振り返った。 医師は危険そうな顔をして保が何を見つけたかを知ろうとした保は少なからぬ興奮を覚えたと見え声を震わせて叫んだこれは村井社長の死体じゃない思いもよらぬ言葉に殿山医師は手にしていた注射器のケースをパタリと畳の上に落とした何 医師は思わず叫んだ「村井さんは右の胸に父の下のところに一千同かほどの黒いあざがあったこの死体にはそれがないそれによく見ると顔つきもどこか少し違ったところがある」と保つは声を枯らしていった医師は立ち上がってさらに死体の頭部にひざまずいたそして 両手を持って死体の頭を持ち上げたがそれと同時にあっ、こりゃ考察された死体だ恐怖に満ちた大声で叫んだ教室の会読者諸君はおそらく前哨の続きを期待しておられるであろうがしばらく待っていただくことにして筆者は 鹿島刑事と公園の入り口で別れた肥後君の行動を記そうと思う肥後君が文天館を出る時直ちに村井家へ行かないでまず法医学教室に立ち寄ろうと決心したのは惜しげの所持した探偵趣味に記された犯罪方程式が妙に肥後君の心をかき乱したからである鹿島刑事は惜しげがそれを殿山医師から伝え聞いていたかもしれないという説を立てたけれども 後君にはどうしてもそうとは思えなかっただからこの際一刻も早く国母教授に会って教授がおしげと知気であるかどうかを確かめたく思ったのであるもし果たして自分の想像が的中しておるならばおそらく村井氏の死にまつわる多くの疑問をある程度まで明らかにすることができるに違いない教授は 家庭に用のない限り毎晩9時頃まで教室にとどまっているからとにもかくにも一度教室へ戻ってみようこう決心して肥後くんは公園の鉄橋をくぐるなり道を左手に取った月光に照らされた鶴間公園は肥後くんが研究しつつある夢のように美しかったもっとも肥後くんは夢の色彩について研究しているのではなく 犯罪者の夢または夢と犯罪との関係を調べているのであって道君はすでに学生時代から夢についていろいろな文献を読んでいたが名古屋へ来てからは国母教授の商用によって夢の法医学的価値夢による探偵寝言上言の分析による犯罪捜査などを主題として研究を進めてきたのである。夢は ある程度まで夢見る人の心を象徴する冷めている人の言動には虚偽が多いが夢の世界ではその人の真の心が活躍しようとするだから夢によってある程度まで人の心をうかがうことができるのであるしかし夢はこれらを客観的に分析の対象とすることができない夢を見た本人が語る以外に その夢の夢内容を知るることがでできないからであるしかも覚めている人の言葉の真偽を証拠立てる方法がないのであるから夢の研究は一面においていわば夢のごとく儚かないものと言わねばならないしかし覚めている人でも不用意または無意識に発する言葉の中には真実が含まれやすいそれと同じく寝言または上言には その人の人心が極めて現れやすい。だから肥後君は夢の研究をこの方面から進めていこうと企てたのである夢のような雰囲気に包まれた公園の木立の影を歩きながら肥後君はさっきから犯罪方程式について考えていた今回の殺人事件は果たして小久保教授の犯罪方程式によって解決し得るものであろうか 殺人イコール犯人の心マイナス被害者の心とはそも何事を意味するのであろうか今回の事件のどこへどうこの方程式を当てはめるべきであろうか肥後君は地上に投げられた斧が黒影を見つめて進みながら今回の事件を解雇したそうして鹿島刑事と中澤保と自分と3人の捜索の結果を総合して 事件の二つのつ焦点を知ることができた。その一つの焦点はすなわち村井氏が惜しげと相はかって姿を隠そうとしたこといま一つの焦点は殿山医師が村井氏の死体を奪ったことである殿山医師が死体を奪ったということは村井氏の死に深く関係を持っていると言わなければならない還元すれば村井氏は 殿山医師に殺されたものと推定して然るべきであるしかも一方において村医師は「夫人に向かって自分は殺されるかもしれぬ」と告げたというのであるからそれは当然殿山医師に殺されることを意味していたと認むべきであろうしかし」と肥後君は考え続けたこの2つの焦点を結びつける連鎖は果たして「 こののよううなな簡単なものであろうか殺されるかもしれぬということが分かっていたならば殺されることを未然に防ぎ得たはずであるもし殿山医師に殺されることが分かっていたならば殿山医師に対して十分警戒し得たはずであるそれなのに村医師は平気で殿山医師から与えられた動脈硬化予防のがん薬を飲んでいたというではないか。 ところが村井氏が模擬葬式の場から姿を隠そうとしたことは殺されないための計画と見れば見られぬこともない単に人々をあっと言わせるためのジョークとしてはあまりにも念が入りすぎているしてみると村井氏を殺した犯人は殿山医師のほかにあるだろうかもしそうだとすれば殿山医師は 何のために死体を盗んだのであろうかわからないわからないと肥後君はつぶやいた宣告の捜査の結果おしげが村井氏を殺したとはどうしても自分に考えられないおしげは村井氏の姿を隠す計画の首謀者であるからむしろ村井氏を庇護すべき立場にあると考えて死闘だろうそうして おしげが国母教授を知っていてい教授がこの計画について相談を受けているのであるから教授もやはり村石を庇護する立場にあらねばならぬ教授の性格から見てそれが最も自然な推定であろういずれにしても教授に会うことができればこの間の消息は明らかになるこう思って肥後君は歩調を早め やがて医科大学の正門をくぐった法医学教室はしんとしていたどの窓からも明かりが漏れていなかったので肥後君はすこぶる失望した小遣い部屋のドアを開けると宿直の小遣いがいた彼は後藤といって木村よりはずっと年が若く平素物事をハキハキ行った先生は 肥後くんが訪ねた。先刻までお客様がありましたが、それからご一緒にお出かけになりました。どんなお客だった？それが実に珍しい人でした。え、珍しいとは？教授室の本棚にある写真をご存知でしょう。うん、あの小久保先生がアメリカでおとりになったという。 あの中に国防先生と一緒に写っている人が訪ねてきたのです。えー、それは本当かいと肥後君は急に好奇心を募らせていった。本当ですとも。初めて見たときにどうも私は以前どこかで見たことのあるような人だと思いました。でもすぐさま思い出せなかったのですがその人が。 アメリカから来たものだと言って取り継いでくれと言いましたのでさてはあの写真の中の人だなと思いつきましたで名前は何とも言わなかったのかいええー、何とも国母先生はその人に会って驚いておられたかいと肥後んはいよいよ好奇心に駆られたそれがまたおかしいんですよ 国母先生は別に珍しくもない様子をして挨拶しておられました。妙だね。どんな話をしておられたか聞いたかい？いいえ、聞きませんよ。国母先生はすぐドアを閉めておしまいになりました。それからじきにその人は帰ったのかい？いいえ、2二人で研究室へお行きになりました。ですが、肥後先生。 今夜はずいぶんおかしな目に遭いました何だいとひ後くんは目を輝かせた2人が研究室においでになる時にお茶を持っていったのですよところが2人とも研究室においでにならないので教授室へ行きますとやっぱりおいでになりませんそれから各部屋を探しましたがどこにも姿が見えません そこでまたまた研究室へ行くと今度は二人が相向かい合って話をしておられました私はなんだか気味が悪くなりましたそりゃあお前上手にでも言っておられたのだろうそんなことは断じでありません私はきっと国母先生が私たちの知らぬ秘密の部屋をお持ちになっておると思います言われてごく君は 今日の午後のことを思い出した。あの時教授は確かに教室におられると分かっていながらどの部屋にもその姿が見られなかったこれと今の小遣いの言葉を考え合わせるとあるいは後藤の言うごとく秘密の部屋があるのかもしれない僕はこの教室へ来て間もないからわからぬがもし秘密の部屋があるなら これまでにお前たちに知られているだろう私もやっぱりどちらかというと新米ですから今まで気がつきませんでした木村は教室が立ち始まったからおりますけれど老人で感じが鈍いからやはり知るまい,いと思いますお前にしたところがまた僕にしたところがもし教室に秘密の部屋があるとしたらそれに気がつかなかったのは随分うかつだね もっとも小久保先生が人に見つからぬように用心しておいでになったからだといえばともかくだがまったく小久保先生はちょっと見ると何食わぬふうをしておいでになりますけれどその実すごいくらい用心深い方です木村の話によると何でもこの教室は小久保先生が設計をして建てさせになったということですから秘密部屋のあることは珍しくないでしょう そうか。でお前は今晩秘密部屋がどこにあるのか探してみたかいえええ。小久保先生はお客様と帰りがけに研究室のドアに鍵をかけてお行きになりましたから入ることができません。それにそんなことをしては国防先生がお怒りになると思います。それもそうだ。ところで。 先生はっっておかりになったかそれとも何か言い残しておかれたかいああそうそういいはしれの高い声を出したをついうっかりしておりましたがおかえりがけに国久先生はもし肥後くんが今夜教室へ立ち寄ることがあったら研究室に肥後くん宛ての置き手紙をしてやるからそのことを話してくれとのことでした。 なんだ早くそれを言えばよいのに肥後くんは小遣い部屋を出て廊下の電灯のスイッチをひねり研究室の前に来たそうしてズボンのポケットから鍵を取り出してドアを開け暗がりの部屋に入って入り口に近い壁に設けられたスイッチをひねったパッと室内は明るくなったがそれと同時に肥後くんは 室内のあるものを見て腰を抜かさんばかりに驚いた中央の研究台のこちら側に向こう向きに一人の若い女がひじ掛け椅子に持たれて身動きもせず腰掛けていたからであるごく君は背筋に水を流されたようにゾッとした「この女はそもそも何者だろう?」 終わって研究室のしかも暗がりの中で腰をかけているのであろう急に室内が明るくなっても女は振り向こうとしなかった肥後君は全身に旋律を起こしながらしばらく立ち止まったまま女の後ろ姿を観察した極めて乱雑な髪の呼び方をして着物もしっくり身に合っていないようであった がそれにしても彼女はなぜ黙っているのであろうもしごく君はもはや我慢ができなくなって大声で叫んだが女は依然としてその形を崩さなかった彼女は眠っているのではあるまいかもしもう一度肥後君は一層大きな声を出して叫んだ 女はやっぱり元のままであったあまりの気味悪さに肥後くんは小遣いの後藤を呼ぼうかとも思ったがなんだか女の様子に異常なところがあったのでもしやと思ってつかつかとそばに寄り斜めに前面からその女を観察した女の顔を見るなり肥後くんははっと思ったそれはまさしく 昨日の朝千種刑務所から死体として運ばれた雲井竜子であったその瞬間肥後君は万事を了解した死体を生前の姿のままで永久に保存しようとする国母教授の研究がいよいよ完成の域に達したことを知ったのであるおそらくこの死体は教授の施した処置によって永久にこのままの姿をしておることであろう そう思うと肥後君の全身には言うに言えぬ恐怖の念がみなぎった細く開いた目は生きている目に比較していくぶんか力なく見えるけれども角膜の混濁は認められなかった皮膚は大理石のようであるけれども普通の死体とは違って弾力があるように見え唇の色は多分外部から色彩を施されたものであろうが な髪をゆったのも着物を着たのもおそらく国母教授の手によったのであろうそれにしてもこの女は何という美しさであろうこれが数人の男を毒殺した罪の女とはどうして思えようおそらく罪悪から来る特殊の表情は死によって洗い去られたのであろう 死は一切のものを浄化するといった昔の人の言葉は国母教授によって現実に示されることになったのだ肥後君はさっきの恐怖を忘れてひたすらに美しい女の顔に見入ったソ連のみか今はもう村井氏の事件の一切を忘れて教授の制作員に見惚れたそうだこれは 科学者が科学の力を応用して作り上げた一種の芸術品だ国母教授の理想と信念とが死体をミイラ化することによって見事に表現されたのだこう思うと一種の数形の念をさえ起こさずにおられなかった死に対する恐怖の念がもしスタンリー・ホールの言うごとく 死体の肉体の変化の恐ろしさに起因するものであるならば教授のこのミイラ法は人類から死の恐怖を除くことができると言えるであろうしかし国母教授は死の恐怖を除いた代わりに新しい恐怖を想像した死んだ人間が生前の姿のままで永久にとどまるということは恐怖でなくて何であろう と思肥後くんは拘骨状態から別の恐怖の状態に移るのであったはっと思って我に帰るとその時初めて肥後くんは女が右の手に一本の封書を持っていることに気づいたのである目を近づけてみるとそれは自分に宛てた手紙であったそれと同時にこれが小遣いから聞いた 教授の置き手紙であることを知ったのである国久教授は何という君の悪いことをする人であろう何といういたずら好きの人であろうこう思って恐る恐る女の指に挟まっていた封書を取り上げて封を開いて手紙を読んだ伊吾君多分君が今晩教室へ戻ってこられるであろうと思って。 この手紙を井龍子に託してをいうにしおきま村井夫人の病気が重いそうですからこの手紙を見次第是非村井家へ行ってほしいと思います10月22日夜国久改造 肥後君はこの簡単な手紙を繰り返して読んだペンの走り書きであるから多分国久教授はアメリカの客と共に出かける際急いで書いたものであろう簡単な手紙ではあるけれどもそこに何か重大な意味が含まれているような気がしてならなかった村井夫人の病気が重いということを教授は誰から聞いたであろうかこととによると教授は、 あのアメリカの客から聞いたのかもしれないしからばそのアメリカの客とは果たして誰であるかおしげだ肥後君は心の中で叫んだ宣告おしげの家宅捜索をした時文天館の主人はおしげのもとへアメリカから一二度手紙が来たと言ったではないかまた小遣いの後藤の話によると国母教授は 遠来の客に対して少しも珍しがらなかしか。国防教授がアメリカで世話になられたというあの写真の中の人はおしげだったのである従っておしげの書物から犯罪方程式が現れたのは当然のことである「待てよ」と肥後君は考え直した「おしげは確か眼鏡をかけて8次ひげを生やしていたということだ」 それなのに教授と共に写っている男は眼鏡はかけずひげも生やしていないではないかしかも小遣いの話ではおしげは写真のままの姿で訪ねてきたものらしいそうだおしげは一時身を隠すために眼鏡を取り外しひげをそったのだこう考えて肥後君はおしげと教授との連絡を発見したことに満足するとともに 教授が今回の事件の謎についてどれくらい知っているかまた今回の事件にどれくらい関係しているかを考え始めたおそらく教授は自分たち3人が苦心して発見したことを初めから何もかも知っていたのであろうこう考えると肥後君は一種の馬鹿らしさを感じるとともに今朝の教授の白々しくしていた態度を憎らしく思った。 あの時、自分たち3人に向かって語った教授の言葉を冷静に考えてみるとなるほど惜しげをかばおうとする態度が明らかに表れていたしかし教授は何故に自分たち3人に無駄骨折りをさせようとしたのであるか自分たちの腕を試そうとする好奇心から自分の知っていることをも隠していたのかそれとも他に しかるべき理由があったのであろうか人が一人殺されるということは重大な事件であるその犯人の捜索に際して単なる好奇心から知っていることを隠しているということはいたずらにしても至って罪深いものであると言わなければならないそれはそうとして教授は村井氏の死体を盗んだのが誰であるかを知っているのであろうか 今朝死体の紛失したことを告げに行った時教授は昨日村井氏の死を告げた時ほど驚かなかったのはそれがためではなかったかいずれにしても教授に会えないのはすこぶる残念であると肥く君は思ったただ一本の手紙しかも極めて簡単な文句以外に教授の言葉を聞き得ないのは物足らなかったけれども村井夫人をぜひ尋ねてくれという教授の言葉には 相当に深い意味がななくてはならぬと思ったそれは単に夫人の容態を気遣ってのことであるばかりだと思われなかったからである現に肥後君自身も鹿島刑事に語ったごとく夫人が今回の事件について中澤に語った以上に深いことを知っているように思えてならなかったのであっておそらく国母教授もその意味でこの手紙を書いたのであろう。 隆子のミイラを前にして思わずも空想に深入りした肥後君はグズグズしていて村井家へ行くのが遅れてはならぬと急いで手紙を折って封筒に入れそれをポケットにねじ込んだそうして研究室を立ち去ろうとしたがその時ふとさっき後藤の語った秘密部屋のことを思い出した肥後君は研究室の私癖を注意してみたが どこにも秘密部屋に通ずるらしいドアのようなものを認めなかったそれから解剖室標本室を一巡したがやはりこれという異様なところは目につかなかったでその捜索は別の日に譲ることとして研究室のスイッチをひねって暗くし竜子のミイラをそのままにしてドアに鍵をかけやがて大学の門を走り出た 電話秋の夜の外の空気は冷たかったその冷たい空気に触れると肥後くんは急に空腹を覚えたので右手に走ってとあるレストランで夕食を済ましそれから急ぎ足で村井家に向かった肥後くんはかねて八幡山辺りをよく散歩して村井家を知っていたけれど初めて門の中に入るのであるしことに ミステリーの焦点となっている屋敷であるから門のそばへ来た時一種の興奮を感じた昼間でも人通りの少ないところではあるが今夜は事にひっそりとして月光に叩かれた門の前の通りには人影一つ見えなかったベルを押すと28区の女中が明けに来た来唯を告げると喜んで生じ入れてくれた応接室に入るなり 肥後君はその女中。すなわち、おたけに婦人の容態を訪ねた。だいぶお熱が高いようで、うつらうつらなさっておいでになりますが、時々上ごとおっしゃっていますので、看護婦さんも心配して見えます。上ごとと聞いて、肥後君はドキリとした。今後府がついておるのですか？はあ、大学の内科の先生のお指図で。 2時間ほど前に来てくれました。それは結構でした。時に夫人は今お休みになっているでしょうか。さっきから当園寺のご院主様がお見舞いに来てくださっております。当園寺就職と聞いて、彦君はなんとなく胸が躍った。とその時廊下に足音がしたのでお竹が出て行ったが、まもなくお竹に伴われて。 がっしりした体格を持った僧侶が入ってきて挨拶した言うまでもなくそれは友田覚順氏であった女中が去ってから2人はテーブルを挟んで退社したそれから肥後君は自己紹介を行い鹿島刑事とともに事件の捜索に従事していること村井夫人の容体が重いと聞いたので見舞いに来たことなどを簡単に物語ったそれは ごしによくくおいいでくださいました。」と住職は言ったただいま病室をお見舞いしていたのですがすやすやとお休みになっておりますからちょっとその場を外してきたわけでございます実は愚装も鹿島さんに村井さんから預かった金庫の鍵をお渡ししたからどんな遺書が現れたか聞きたかったし夫人のご病気も心配になりましたからお尋ねいたしました 時に遺言状の中にはどんなことが書かれてありましたか肥後君は鹿島刑事から聞いた遺言の内容を伝えたははそれでは村井さんが何のために姿を隠すつもりだったのか相変わらずわかりませんなもっともそういう形式の遺言では他人に知らせたくなかろうから遺言をする理由は書けるわけですが それではせっかく鹿島さんがあてにしておられた遺言状も何の役にも立たなかったのですな肥後君はそこで遺言状の証人となっている市川長兵衛氏を訪問して鹿島刑事が探り出した事情を物語ったははあそれでは村井さんがあのお茂さんと諮って死亡広告を出したのですかいやどこまでも人が悪い。 最初愚尊を訪ねられた時はさもさもびっくりしたようにしておられたがあれはみんなお芝居でしたかこう言って住職はしばらくの間軽く笑ったがまた急に真面目顔になっていや笑い事ではないで何ですか村井さんは毒にあたって亡くなられたとのことですが誰が毒を飲ませたかわかりませんかそれがさっぱりわからんのです たぶん蛮薬のケースを奪った人が犯人だろうとの見込みです何蛮薬の箱を取ったのがやっぱり村井さんを殺した犯人ですかと住職は急に膝を乗り出していったで蛮薬の箱を取った人間は分かりましたか推察だけはついておるようですそうですかと住職は 人がてんするようにうなずいた。眼薬のケースを盗んだのも法医学教室から死体を盗んだのも多分同一人だろうと思われますと肥後君は住職の顔色を注意しながら言ったおおそうでしたな村井さんの死骸が大学から紛失したということでしたな誰が村井さんの死体を盗んだかわかりましたかわかりました。 え、わかりましたか村井さんの死体を盗んだのはこちらへお出入りの殿山さんですこの言葉を聞いて住職は危うく立ち上がろうとしたそれはそれは本当ですか間違いないようですですから眼薬のケースを盗んだのも殿山さんだろうということですそれは違います え違いますってそれではあなたは貫薬のケースを盗んだ人を知っておいでになりますか住職の顔には確かにロウの色が浮かんだい,いえ何それはしかしあの晩通夜の間で具僧は殿山さんのそばにおりましたけれどそんな様子はありませんでしたごくんは宣告からの住職の態度と言葉からして住職が 薬のケースについて何事かを知っているに違いないと思った不用意に発した言葉に人間の心が現れるとは肥後君の目下の研究問題の眼目を成しているのだ住職は肥後君に自分の心を見透かされやしなかったかを恐れるような目つきで言葉を続けた殿山さんがあの眼薬の箱を一旦取り出して 再び盗んでゆかれるとは考えられんことだと思いますがん薬の箱が欲しかったら検査の時に黙って取ってゆかれるはずではないでしょうか言われてみれば肥後君も住職の説に同意せざるをえなかったがしばらく考えてから言ったでも殿山さんはみんなの前で死体を調べられたのですからちょっと隠すことができずやむなく一旦取り出して 皆さんがゴテゴテしておられる間に木を見て再び奪い取ったのだろうと思いますさもなくては殿山さんが村井さんの死体を盗んで行かれる理由がわかりませんいかにもそのとおりですなと住職は目を伏せて考えたいや殿山さんがそんなことをされようとは夢にも思いませんでしたよ何のためにそんなことをされたか 愚僧には見当がつきませんがやはり殿山さんに後ろ暗いところがあってのことに違いありませんなですがこんなふうには考えられませんか貫薬の箱を盗んだのは別の人で殿山さんとその人とがグルになっておったというふうにはごもっともです鹿島さんはおしげさんと殿山医師と共謀ではなかろうかという説を立てられましたが 僕にはおしげという人は村井さんの味方としか思えません愚僧もあなたのお考えに賛成です中澤さんは通夜の場でしきりにおしげさんのことを悪く言っておられましたが肝薬の箱を盗んだのはおしげさんではありませんよ肥後君はちらっと住職の顔に目をやった小久保先生のおっしゃるには村井さんに毒を与えたのは 模擬葬式の始まる前に村井家にいた者の,の中にあるに違いないからおしげさんではなかろうということでしたこの言葉を聞いて再び住職は興奮の色を表したう、へ国先生がそうになりましたか。肥後君はいよいよ住職の態度に好奇心を沸かせたが住職は 後君の好奇心に対して一向無関心に碁を続けた国久先生はいつでもお目にかかることができましょうかそういう先生には一度お目にかかっておきたいと思いますが肥後君は住職のこの言葉に急に緊張を破られた毎日夜の9時頃までは教室に見えますから教室でお会いになるとよいでしょうそうですか と住職は懐中時計を出して眺めた今日はもう教室にはおいでになりませんなさっき教室へ寄りましたが特にお帰りになりましたではお宅はどちらでしょうか肥後君は手帳を取り出しその中の1枚を破って国久教授の住所を書いて住職に渡したその時応接室のドアが開いて 女中のおたたけが入ってきひごさんひごさんお電話がかかりましたえ僕にはいあの鹿島さんからでございます鹿島刑事と聞いて肥後君ははじかれたように立ち上がり住職に挨拶してそそくさと出ていったそれからひご君は長い間戻ってこなかった およそ123分も過ぎてから応接室へ入ってきたがその顔には明るくもありまた暗くもある表情が交互に現れていた何か、かいいたりがございましたかと住職は探るような目つきで訪ねたとみ子さんの隠れておいでになるところが分かったそうですいやそれは結構でしたさぞ夫人が喜ばれることでしょう 一体どこにおられたのですか中村遊郭の銀四郎という家ですへえこれはまた意外なところで鹿島さんと僕とは分転間の前で別れましたが鹿島さんはそれから一人で殿山委員を訪ねに行かれましたというのは今日殿山さんは中澤さんと一緒にこちらのお宅から自動車で出かけられたのですが そのまま中澤さんが行方不明になったからです。今朝中澤さんのところへ脅迫状が届いて、その中にトミコさんを5時間以内に帰宅させねば生かしておかぬと書かれてあったのです。その脅迫状はどうやら殿山さんが書いたものらしいです。中澤さんはトミコさんの行方が知りたさに一緒に事件の捜索に加わったのですけれど、殿山さんは。 中澤さんがところで鹿島刑事が今晩殿山委員の前に行くと委員には午後から誰もいなかったそうですがしばらくすると意外にも委員の中から記述誌の章下が出てきたそうですいや驚きになるのも無理はありません僕も今電話でそれを聞いた時は驚きましたそれから刑事が章下の後をつけてゆくと 途中で一旦見失ったのだそうですけれど翔歌が中村遊郭へ入ったことは確かであったから鹿島さんはほかの刑事と一緒になって探したのだそうですすると難なく翔歌が銀四郎へ入ったことが分かったので調べてみるとみこさんが隠れていたそうですへえどうしてまた遊郭などへ隠れたのでしょう おしげさんが連れていったのだそうです。それでは、やっぱり中澤さんの推察通り、おしげさんが富子さんを隠したのですな。そうです。しかし、悪意があってではなくて、とみこさんを保護するためだったのです。おしげさんも1つやに隠れていたのですか？とみこさんと一緒にいたのですけれど、刑事が行ったときにはちょうど法医学教室の小久保先生を訪ねて。 留守だったそうですええと住職は谷氏のような目をいっぱいに開いていった国防先生を何のために実は詳しくお話ししなければ分かりませんが夕方鹿島刑事と僕とがおしげさんの家宅捜索をしました時僕はある証拠からおしげさんが小久保先生の知器に違いないと推定したのです それから教室へ行ってみると小遣いの言うのにさっき珍しい人が小久保先生を訪ねてきたとのことでした僕はそれをおしげさんだと推定したのですが今鹿島刑事から聞いて僕の推定が当たっていたことを知りましたおしげさんは眼鏡を外しひげをそって見つからぬ用心をしていたのだそうですしかしと住職は。 しばらく考えてから言ったとみこさんを保護するためになぜそのようなことをしたのでしょうとみ子さんをお宅へ連れて帰ったとてよいではありませんかそれを今僕も電話で刑事に尋ねたのですがそれらの事情の詳しいことは肝心のおしげさんがいないからわからないというのですけれどもとみこさんがおられるのだからとみこさんに聞けばわかるではありませんか ところがその富子さんが今しがた再び姿を隠したのだそうですえっと住職は我が耳を疑うかのような表情をしたそれはまたどうしたわけですか何でも鹿島刑事がみこさんに会っていきなり夫人の病気が思ったことと 中沢さんが殿山さんと一緒に出たまま帰らないということを話したら間もなくいなくなってしまったそうです銀四郎の各部屋を探していないから多分帰宅したのだろうと思って鹿島刑事が僕に問い合わせの電話をかけたわけですあちらで不在になられてからもうよほど時がたったのですか鹿島刑事の話ではあれからまっすぐに家に帰っておられるのだったら もう一時間も前についておらねばならぬということです。それは心配ですな。昭華も大変心配して、しきりにおしげさんにすまぬと言っているそうです。昭華といえば、昭華が何のために富山院へ行ったのでしょうか。と、住職も今は捜索本能の奴隷となったかのように熱心に尋ねた。 島刑事のお話によるとおしげさんは村井さんの死骸が盗まれたということを聞いて多分殿山さんの仕業であろうと考え商家に死体が隠してあるかどうかを探しにやったのだそうですそれではおしげさんは村井さんを殺したのは殿山さんだと推定したのでしょうかそうと見えますおしげさんはどうして村井さんの死骸が盗まれたことを知ったのでしょう 国母先生かからででも聞いたのでしょうかさあその辺のところは僕も鹿島さんにお尋ねしなかったから分かりません村井さんの死体の紛失したことは今日の夕刊に出ておるかもしれませんがおしげさんは確かにそれより早く知っていたに違いありませんまた小久保先生がおしげさんにご通知になったということは考えられないと思いますそうすれば 誰から聞いたのでしょ肥後君は住職の根掘り葉掘りの質問に一種の圧迫をさえ感じた一体何のために住職はこんなに熱心になったのであろうか単なる好奇心のためかあるいは特殊な詮索壁があるのかそれとも他に深い原因があるのであろうかさあそれは僕には分かりません さっき僕は教室で小久保先生の置き手紙を受け取りましたがその中に「村井夫人の病が重いそうだからぜひそばへ行ってあげてくれ」と書いてあったところを見るとそれは先生がおしげさんから聞かれたに違いないと思いますおしげさんは夫人が重体になられたことをも誰かある人から聞いただろうと思いますでは誰でしょうか 僕の単なる想像ですけれど。と肥後くんは急に声を低くしていった。おしげさんは、きっとこちらのお宅の女中の1人と懇意ではないかと思います。住職は肥後くんの説明を聞いて初めてなるほど、というような表情をして、前ごみにしていた状態を再びまっすぐに起こした。その時？ 廊下に慌ただしい足音が聞こえたかと思うとまたもや女中のおたけが息を切らせて入ってきたひごさんどうかすぐ病室へ来てあげてください奥さんがどうかなさいましたかと言って肥後くんが立ち上がると住職も同時に立ち上がったあのまた急にお熱が高くなったようでしきりに上ごとをおっしゃるようになりました。 看護婦さんが心配してすぐお呼びしてきてくれとのことでした参りましょうと肥後君は女中について出て行こうとしたああ、ちょっとと住職は呼び止めた夫人がそういうようなご用体では愚僧がおりましても役に立ちませんからこれでご無礼して帰りたいと思いますどうぞ夫人をよろしくご解放願います 住職の帰るのを送り出した肥後君は女中に案内されて長い廊下を離れ座敷に向かって歩いた歩きながら肥後君は夫人がどんな上言を言うであろうかと胸をとどろかせたそうして夫人の上言から何かしら今回の事件に関した重要なことを聞き出せそうに思えてならなかったやがて肥後君は静かに障子を開けて 夫人の病室へ入った。そうして静かに病人の枕元に座った読者諸君果たして肥後君は夫人の上ごとを分析して事件の解決に導くべき重要な手がかりを見つけるのでしょうか絶対絶命 ここで話は前に戻って筆者は殿山医師と中沢保との差し迫った関係について記そうと思う村井氏の死体がその実村井氏に酷似した男の死体に過ぎないことを知った時の殿山医師の顔には恐怖とも絶望とも憤怒とも名乗し難い凶悪な表情が浮かんだ中沢はそれを見てこれこそ世に言う悪魔の形相だと思った そしてそれと同時に脳貧血に似た一種の軽い発作に襲われて思わずも目を塞いでしまった目を塞ぐと同時に保つの頭の中にはこの不思議な事実すなわち村医師に酷似した死体の出現についての考えが旋風のようにふるい起こった殿山医師の驚愕の様子から察すれば殿山は これを真実の村医師の死体だと思っていたことは疑うべき余地もないまたこの死体を殿山が法医学教室から盗み出したことは宣告の言葉からして明らかであるしてみるとこの死体は法医学教室に村医師の死体として置かれてあったものでなければならないしからば真実の村医師の死体はどこにあるであろうかもしこの死体が 村池から法医学教室へ運ばれたものであるとすれば真実の村井氏はまだ生きておるであろうか模擬葬式を行った当の人は村井氏ではなくて村井氏の替え玉であったろうかが次の瞬間この想像は今しがた殿山の叫んだ「こりゃ考察された死体だ」という言葉を思い出すことによって完全に砕かれてしまったそうだ。 村井氏はやっぱり毒殺されたのだ。国母教授はそれを明言したのではないかしたがって真の村井氏は毒殺されこの村井氏に酷似した男は絞殺されたのであろうしからばこの死体は法医学教室において偶然すり替えられたのであろうかそれとも誰かに故意にすり替えられたのであろうか 突然部屋が振動するような笑い声が起こったので保は空想からハッと我に返って目を開いた見ると殿山医師は持ち上げていた死体を戸板の上に叩きつけるように置いて後ろに反り返って大声で笑い出したのであるその姿を見た保は全身にひやりとするものを感じた殿山医師は発狂したのだ こう思っ殿山の様子を見ているとやがてその笑い顔が急に猛悪なそうになり獲物を前にした野獣のような目をして保津の顔をじっと見つめた保つは依然として全身を縛られていたがあまりの恐ろしさに後ろへ身を引こうとした突然殿山医師は中腰になり前面から保津の肩をポンとたたいて命令するように言ったよいやよく聞け 貴様は貴様はいよいよこれから俺に殺されるんだぞ俺はもう絶対絶命だこう言ってから殿山はそばに転がっていた小さな薬瓶を取り上げ保津の目の前にかざしたこれはこの瓶に入っているのは脳さ酸だぞこれを貴様の静脈の中に注射するのだ 硫酸を注射して人を殺すのは俺が初めてかもしれぬ硫酸は人間の組織をめちゃめちゃにしてしまうから注射には適しないかもしれぬが硫酸によって生ずる血液の凝固物は直ちに脳に染息をして一瞬間に人を殺すことができると思うのだだから俺はそれを試しにやってみるのだ もうこうなったらたとえ貴様が富子のありかを白状しても俺は貴様を生かしておかぬ保つは重なる疲労と恐怖から全身が不乗りに化したような感じを起こし医師のこの言葉もいわば上の空で聞いていた。えいしっかりせるか。りると医師は保つの肩を激しくゆすぶった。 どうせ貴様は死んでゆく人間だからあの世への土産になぜ俺が村井の死骸をこっちへ取ってきたか聞かせてやろうしかしこの死骸は村井のじゃなかったどうして間違ったか俺は知らぬしかしそんなことはどうでもよいどうでもよいんだ本当にどうでもよいんだ 解剖されたら俺に嫌疑がかかるに違いないから富子の所在が知れるまで死骸をこっちへ預かっておくつもりだったけれども違った死骸をつかまされたとなりゃもう俺は破れかぶれだ貴様を殺してこの死骸と共に焼き捨てるか硫酸に溶かすかするんだおい中沢しっかりして聞け 殺された村井キシ郎というやつは恐ろしい人間だったぞ。あいつは他人の細君を横取りしてその夫を殺した不定感なのだ。だからあ,あした運命になったのは当然なんだ。表向きは冗談に紛らせてその実心の中であいつは いつも恐ろしい悪事をたくんでいたのだ。今病気で苦しんでいる婦人は村井が横取りした塔の女なのだ。あの女は子供まであった前の夫を捨てて村井のところへ走ったのだ。いや、村井の還元にだまされて村井とはかってその夫を殺したのだ。だから。 村井が殺され、自分が重病に苦しむようになったのも当然の罰なのだ。天は決して悪人の味方をしないのだ。蒔いた種は当然からねばならんのだ。だが、悪が栄えるときは天もよう手出しをしないと見える。村井は。 村井のその悪事を知っていたただ一人の証人をその後になって巧みに殺してしまったのだ。その証人というのが3年前に死んだ俺の父なのだ。父は村井の悪事を知っていたために村井に殺されたのだ。俺の父も医者だった。ある晩父は。 宴会からしたたかよって帰ったが、その夜、急に容体が変わって死んでしまった。その時は脳溢血だということになって済んでしまったが、後で、父の20年ばかり前の日記を発見して、父が村井の悪事を知っていることが分かったので、もしやと思って、その夜の宴会の模様を詮索してみると、果たして。 村井もその宴会にいたということだ。だから、父が村井のために毒を飲まされたものと判断したのだ。俺は復讐心に燃えた。しかし、万事後の祭りだから致し方がない。そこで俺は、いっそ父の日記を発表して、村井の罪を世間に暴こうかとも思ったが、それよりも、別の方法で、俺は、 復讐心を満足させようと思ったのだそれがすなわち俺と富子との婚約だ。俺は富子が欲しくてならなかったのだ。だから村井に迫って富子をもらうことにしたのだ。富子も夫人もこのことは知らなかったに違いない。それはさっき貴様に見せた村井の手紙でもわかる。また、 模擬葬式の当夜俺が富子に今夜俺と結婚するのだと話したらびっくりしていたのでもわかる。村井の手紙には結婚披露の間際まで発表してくれるなと書かれてあったけれどあの晩富子がなんだか嬉しそうにそわそわしているのを見てきっと結婚のことを村井から聞かされたのだろうと思って俺は話したのだ。 ところが村井は棺の中で頓死したそれから富子が姿を隠した俺が調べてみると村井は逃げ自宅をしていたそれから刑事の出張となり眼薬のケースが紛失したので何が何だかちっともわからなくなったそうして最後に とみ子ときさまとの結婚の披露があるはずだったと聞いて、俺は驚いてしまった。これには何か深いわけがあるに違いないと思って、何も言わずに俺はみんなの様子をうかがっていたのだ。するとおしげがいなくなり、きさまはとみ子をおしげが誘拐したのだろうと言った。俺もはじめはそうかと思っていたのだが。 帰宅しがけに夫人を診察したとき、ふと布団の下に、トミ子が母親にあてた手紙のあることを見つけたのだ。俺はそれをポケットに入れ、家に帰って読んでみると、トミ子は貴様が隠したことがわかり、初めて今回の事件は貴様が計画したということを知ったのだ。その時俺は、貴様がたぶん、 俺と富子との結婚のことを聞き出したに違いないと思ったのだ。貴様は富子を俺の手から横取りするために村井を毒殺したんだ。そうして証拠をなくするために眼薬のケースを奪ったのだ。俺は思ったよ。うっかりすると俺の身が危ういかもしれんとな。貴様は 自分で村井を毒殺しておいて、この俺に嫌疑をかけるようにたくらんだのかもしれぬと思ったのだ。まったく。あの蘭薬のケースは、俺が村井に自役として与えたものだから、第一に俺のところへ嫌疑がかかって引っ張られる。その間に貴様は富子を連れて逃げてしまう。そう考えると、じっとしておれなくなったので。 俺は死体を盗んだのだ。それに、元来俺の父を殺した憎いやつの死体だから、その腹いせに俺の手で焼き捨てるか、または薬品に溶かして処分してしまおうと思ったのだ。ところが、今俺はこの死体が村井の死体でないことを知ってびっくりしたよ。まあ 驚いたよ。俺は一時気が狂うかと思うほど驚いたよ。誰が何のためにすり替えたか俺は知らぬ。ことによると貴様の仕業かもしれんな。まあいい。そんなことはどうでもいい。ただ俺はあの憎い村井目が。 死んだあとまで俺を侮辱したかと思うと耐えられぬくらい腹が立つのだ。この死体は誰だか知らんが、村井だと思って焼き捨てるんだ。そうしてついでに、貴様の死体も処分してしまうのだ。もう富子の行方など聞かなくてもよい。富子も見つけ次第に。 硫酸を注射して死体を焼いてしまうおい中澤これが俺の貴様に与える引導だぞさあによく死ぬんだ殿山医師の声は終わりに近づくに従ってしわがれてきた保は医師の語る間薄目をつぶったままその恐ろしい話を聞いていたが 医師の言葉を真実とと思うことができなかった彼には村医師が殿山の言うような悪人であるとは信ぜられなかったしかしもし殿山の言うことが真実であるならば殿山は復讐のために村医師を殺したのであるに違いないこう思って目を開いてみるとちょうど注射器を取り上げるところであった保つはぎょっとした。 彼は本当に自分を殺すつもりであろうか薄暗い伝統に照らされた殿山の陰影の多い顔はこの世のものとは思われなかったその顔には確かに殺気がみなぎっていた「ああ俺は硫酸を注射されて死ぬのか」と思うと自分の過去のことや 子の姿が一瞬間目の前にちらついたがいよいよ殿山が注射器に硫酸を満たした時不思議にも彼の心は冷静になったさあ、こう言って殿山は貨物の後ろに回り注射器を畳の上に置き ポケットからナイフを取り出して洋服の袖の一部分を切り開こうとした待てと保は大声に叫んだその声が今までとは打って変わって威厳に満ちていたので殿山はつと手を引いた俺は貴様に殺されることを覚悟しているが村井社長を殺したのが誰であるかを知らなければ死んでも死にきれないんだ 誰が殺したか、たったひと言でよいから聞かせてくれ俺は知らぬと医師は吐き出すように言った知らぬことはないだろう貴様は復讐のために村井社長を殺したのだろう違うどうせ俺は死んでゆく体だ俺に聞かせたとで誰にも知られるはずがない 俺の一生の願いだ真実を教えてくれ断じて俺ではない手は誰だ俺は貴様だと思っているんだ俺ではないよ中沢はきっぱり言った俺も死んでいく時には嘘は言わぬそれなら俺は誰だか知らぬ 本当に知らぬというのか。とに知らぬ。殿山は言ったでは俺も聞くが貴様はやっぱり富子のありかを知らぬのか知らないと言ってるじゃないかまあいいよと殿山はあざけるように言った何を。と保は息巻いた しかし殿山はそれには応えないで保つの洋服の袖にナイフを当てようとしたとその時である室外の廊下らしいところを慌ただしくこちらへ歩いてくる足音が聞こえたので殿山ははっと飛びのいて畳の上に座ったまま用心の身構えをしたふすまが開いた現れたのは殿山委員の書生であった 先生、喜んでください。富子さんをひっ捕まえてきましたよ。と処世は大きく息遣いをしながら。言った。開口。とみこをひっ捕まえてきたという処世の叫びは、殿山にも中沢にも違った意味で、それぞれ異様の驚きを与えた。何富子さんも？ どこにいると殿山医師は突然膝を立てて尋ねた書生は中沢の方には目もくれず勝ち誇ったもののする表情をその痩せた顔にみなぎらせていった殿ここてて山医師が立ち上がろうとしたので書生は両手を振って制したそんなに慌てなくてもよいです縛ってありますから大丈夫です 富子さんはどこにいたと医師はさすがにうれしそうな響きを交えて訪ねたつい今し方とみ子も見つけ次第に殺してしまうといった剣幕はにわかに和らいでそれを横目で見ていた保つはかえって激しい恐怖を感じた先生まあ聞いてくださいと所生は荒かった息遣いをようやく静めて語った今日の夕方 僕が自転車で委員へ立ち寄ろうとすると驚いたことに刑事らしい男がしきりにベルを鳴らしておりました僕は危険だと思って自転車をある家の横側に持たせかけ物陰から様子を伺っておりますとやがてその男は帰って行きましたしかし僕はうっかり委員の中へは入れないと思ってしばらく辺りを警戒しておりますとほどなく一人の様相の女が 同じく委員の入り口に来てベルを押しましたもうその頃は日もとっぷり暮れておりましたから様子をうかがうには便利でしただんだん近寄ってその女をよく見ますとそれは大須の宝章座で見たことのある記述師の章花でしたえっ章が章花がどうしたと医師は少なからず驚いたらしかった書生は続けた 僕も驚いて彼女の行動を見ておりましたが、彼女は中から返答がないので帰って行くのかと思いのほか辺りを見回しながらはばかるように植え込みの中へ入って委員の裏手に回りましたそこで僕は彼女の後からついて行って何をするか見ておりますと驚くじゃありませんか彼女は洋館の後ろの問いを猿のようによじ登って 2階の窓ガラスを開けて中へ入り込みました2階の窓ガラスには情が降りていなかったと見えます僕も続いて中へ入ろうかと思いましたが女ながらも記述紙にかかってはどんなことをされるかもしれぬと思い空恐ろしくなって木陰から中を観察しておりましたところが証拠はなかなか出てきませんそこで僕は、 しまいは我慢ができなくなって玄関の方に回って中へ入ろうと決心しましたが植え込みの間から町の方を透かしてみるとさっきの刑事らしい男が向こう側に立って見張っておりましたでこれはいけないと思い委員の中へ入ることをやめ裏伝いに1軒置いた隣の家の路地に出て表の男に気づかれぬようにして自転車の置いてあるところに帰り 自転車を持って電車通りまで立ちのきそれから見張りのケージを見張っておりましたするとどれだけ時間がたったかよく覚えませんが見張りの男がいま一人増えました新しく来たのはでっぷり太った男でした2人は物陰に潜んで様子をうかがっているらしかったですが何しろ暗いのでよくはわかりませんでしたそれかららしばらくすると、 意外にも昇華が急ぎ足で電車通りへ歩いてくるではありませんかはっと思う間もなくでっぷり太った男が昇華の後から歩いてきてどうやら昇華の後をつけている様子ですそこで僕も昇華とその男の後をつけることにしました昇華はその太った男に気づかぬらしく太った男は僕に少しも気づかぬようでしたやがて は電車に飛び乗りました。すると後ろの男は通りかかったタクシーに乗りました昭華は栄町の角で西行きの電車に乗り換え笹島で降りました男も停車場前で降りて彼女の後をつけましたところが中村行きの電車の岸点の少し手前で昭華は道端に立ち止まっていた自動車に乗ったので男は牢牌して走りましたが 元より追いつきませんでした。僕は幸いに自転車に乗っておりましたから全速力を出して自動車の後から走りついには自動車とすれすれのところまで追いつきました自動車は遊郭の門を入って銀四楼の前で止まりました翔家はつかつかと中へ入って行きました僕は致し方がないので街角に立って様子を伺いました自動車は引き返して行きましたが たぶんその自動車の運転手にでも聞いたのでしょう。ほどなく、さっきの太った男が銀四郎へ入りました。それから僕は銀四郎へ出入りする客や女にいちいち目を留めておりますと、何十分過ぎたか知れませんが、一人の様子の変わった若い女が走り出てきました。その女を見て僕は全くびっくりしました。それが、 他ならぬ富子さんでした。逃してはならぬと僕は富子さんの後をつけましたが富子さんは時折後を不安げに振り返ってとうとう遊郭の門を出ました僕は黙って富子さんの後をつけようかとも思いましたがどんな邪魔が入らぬとも限らぬと思っていきなり富子さんに近寄って声をかけました富子さんは驚いて振り返りました僕はそこで率直に「 中澤さんが今あるところにうちの先生のために監禁されているから中澤さんを助けに行く気はないかと言いましたとみ子さんはしばらく考えていましたが案外にもすぐえへ行きましょうと言いましたそこで僕は自転車を見知りの店に預けてとみ子さんの命令で自動車を雇いここへやってきましたここへ着くなり僕はお気の毒ではあったが こさんを縄でしって、てお殿山医師は書生が語るなり満足げにうなずいたそうしてさっきから書生の話をいわば夢心地で聞いていた保つを顧みていった <laughs> おい中澤。 貴様はよっぽど幸福なやつだよとみ子がここへ来たおかげで10分か20分命が延びたのだからな今度俺が顔を出すまでに十分死の恐怖を味わっておくがよいこう言い捨てて殿山医師は処世を促しつつとみ子に会うべく襖の外に出て手荒く襖を閉めた。やがて二人の足音は。 廊下らしいところをだんだん向こうへ遠ざかっていった再び保は村医師に酷似した男の死体と二人きり薄暗い伝統に照らされた汚い部屋に取り残された間違いなき死の運命に差し迫られながらも保は医師の姿を見ぬことに一種の心安さを感じた後ろに縛られた両腕はすっかり麻痺してしまったが だのいった彼はさっきから自分の死ぬことを覚悟したものの富子が殿山の支柱に落ちて苦しむことは考えるさえたまらなかった富子はおそらく自分を助けようとしてこれほどの危険に接するとは夢にも思わないで市に乗り込んできたのであろういましがた殿山の語った絶望的の言葉から察すると「殿山はあるいは」 こう思うと彼はじっとしてはいられないような気になったけれども今の彼は全然無力であった彼の前に横たわっている死体と同じく我と我が身を処置することができなかった1時間ほど前には電部を軸として回転することがかなったのに今はそれさえ不可能となった彼の膝のそばには 薬液を満たしたたた。し注射器が横たわってい殿山の言葉が誠であるならばその液は硫酸であるからもしその薬液に自分を縛った浅縄を触れしめたならば容易に縄を溶かしきることができるはずであるけれども今の彼にはその薬液を利用するすべがなかったいわば救いの手を目の前に見ながら こちらかすくわれるべきてらしをすることのできぬ苦境にあった彼は身動きこそしなかったが全身の筋肉はその位置のままで活動して汗がびっしょり流れてた1分2分3分時間は容赦なくたって今にもの山が帰ってきそうであった帰ってきたが最後 自分はこの世に別れを告げなければならない。彼は思わず耳を澄ました。けれどもこれという変わった物音を聞くことができなかった。この葉が風に吹かれるかと思うような、シナ人のいわゆる習性といったようなものが聞こえたけれども、それは彼の長期の錯覚であるかもしれなかった。しかしおそらく子外には、うるわしい月光が、 万物を照らしていることであろうこう思った時突然一匹のコオロギが泣き出したその声はちょうど自分の座っている真下に起こったそれを聞くと彼は一昨夜模擬葬式のあとで富子の創作に村池家の奥庭に出たことを思い出したそれからなお遡ってその前日富子と共に鶴間公園を散歩したことを思った あの時自分は惜しげに対して全く取り返しのつかぬ偏見を持っていたもし自分がもっと冷静に世の中を観察していたならば自分もこの悲しい運命に合わずに済んだであろうしまたトミ子をも苦しませずに済んだかもしれない法医学教室で国母教授から「脅迫状に注意せよ」と言われた時自分はそれを反省する余裕さえなかった ところが今になって考えてみるとおしげはどうやら自分の味方であるらしい今しがた諸生の語ったところによると富子は中村遊郭の銀四郎にいたというのであるからおそらくそれはおしげの指図によったものであろうことに一昨夜おしげが笹島停車場前の自動電話から下宿に電話をかけたことを考えるとおしげは としいをいいもしそうとすれば富子は今夜なぜ一人で銀四郎を出たのであろうおしげはなぜ富子を一人で歩かしめたであろううかはおそらくおしげの手先を務めているであろうがそのうかがいかなる報告をもたらしたであろうかまたうかの後からついていった男たち それは多分門前書の鹿島刑事の一行であろうが彼らは何事を富子に語ったであろうか読者諸君のすでに知っておられることも保はまだ知らないのである彼は富子の行動を恨めしく思った「おしげは多分殿山医師の毒がから富子を保護するつもりであったろうに今富子が殿の山の手中に落ちてはせっかくの計画も水の泡である」 おしげは、トミコがどの山の手中に落ちたことをはたして知っているであろうか。それとも全く知らないのであろうか。どの山の言葉によると、この家は誰にも容易に発見されないものであるらしい。してみれば、自分とトミコは永久に救われる道を断たれたといわねばならない。自分たちは二人とも殺されるかもしれない。 あるるいは子だけ助けられるかもしれない。しかし自分が殺されることはもはやただ時間の問題であるこう思うと保つはみ子を殿山の手に渡すのがいかにも悔しかった富子の心は完全に自分のものであるそれなのに自分が殺され富子が暴力によって殿山のものになるかと思うと返す返すも残念でならなかった しかも自分たちの結婚には村井氏もその遺言状の中に書き込むほど同情してくれたではないか村井氏はおそらく自分と富子との結婚に同情した結果殿山のために殺されたのであろう殿山がさっき語った村井氏の過去が果たして事実かどうかはもとよりわからないけれど仮にそれに近い事実があるとしたら殿山は村井氏を脅迫し 村井氏はそのために模擬葬式を行って一時姿を隠すことにしたのであろうしかも殿山はその裏を書いて村井氏を毒殺したのだ彼はさっき村井氏を殺したのは自分でないと断言したけれどどうして彼の言葉が信じられようそうだ殿山は村井氏を殺し次いで自分を殺して 子を奪おうとするのだ。こう思うと保は初めて殿山に対して今までとは違った絶望的な憎悪を感じた殿子の行方の知らないうちは彼は自分の運命を肯定しようとしたが今や殿子がみすみす殿山の手中に落ちたと知っては彼はどうしても運命に反抗せざるを得なくなった彼は殿山を殺したく思った 本当に殿山を殺したた。く思った今度殿山が顔を出したら及ばぬながらも視力を尽くしてあくまで抵抗し運命の祭壇に任せようふとコオロギが泣きやんだので保は我に返った殿山が去ってからおよそ何分ほど過ぎたろう正確には分からなかったが20分以上過ぎたように思った 彼は耳をすました。には自分がどこにいるかを必死に知りたく思った同じく死ぬにしてもせめて死んでゆく場所だけ知っておきたいと思ったその時遠くで犬の鳴くような声がした無論市中とは思われなかったあるいは郊外の百姓家ではあるまいかと彼は思った。 部屋の外にある廊下らしい板のきしみは縁側かまたは離れ座敷へ向かう渡りの縁であるかもしれないことによるとここはある家の離れ座敷かもしれない時間は遠慮なく過ぎたしかし殿山も書生も現れなかった彼らは何をしているのであろう富子はどうしたのであろう保は 蛇の,の生殺しの状態に嫌悪を感じ始めた彼は早く一か八か肩がついてくれればよいがと思った彼はもうこの苦しいサスペンションに耐えきれなくなったのである突然廊下に足音が聞こえた人の走る音であるしかも二人ではなくて一人である保津はハッと緊張した いいよいよカタストロフィーが近寄ったと思った足音は部屋の前で止まったついで襖が開いた甲高い声を響かせて保つのそばに駆け寄ったのは「読者諸君よ」「対面」「それは」 本能のの作用というべきものであるかもしれないあるいは反射作用と名づくべきものであるかもしれないトミ子の姿を見た保は思わずも自分の体を傾けてトミ子に死体を見せまいとしたしかし本能の作用はトミ子にも働いた彼女は辺りを振り返る暇もなく保ツの後ろに回って手早く無言で 朝縄を解きにかかった「殿山は殿山はどうしました?」こう言ったタモツの声は枯れていたトミ子は浅縄を解く手をやめて持ってきたガラス瓶の線を抜いてタモツの唇にあてがった「水です」「お飲みなさい」「タモツはむさぼるようにして」 ごく,りごくり音を立てて飲んだ殿山さんはもう来ませんみんな国母先生のおかげよえっ小久保先生と保つはよみ,よみがえった声を絞って尋ねたそうよ小久保先生が私たちを救ってくださったのです言いながら富子は保つの名を解いてしまった は体が自由になるなり死体にかぶせてあった白布を引っ張ってさらけ出されていた頭を覆ったそれが父の死体の偽物ですかと富子は平気な顔をして尋ねた保は拍子抜けがしたそれを知っているのですかええ今小久保先生から聞きましたわ。 と答えてから、トミコは畳の上に転がっている注射器に目を注いでいった。まあ、どの山さんはこれをあなたに注射しようとしたのですか？そうです。これは硫酸だそうです。どの山はこれで僕を殺そうとしたのです。まさに注射しようとしたところへ所勢が来て、あなたを連れてきたといったものだから。 一時中止して出てょせいのこようがもうすこしおそかったらぼくはしんでいたにちがいありませんいわばぼくはとみこさんにすくわれたようなものですそれにしても殿山とのやまとしょせいはどうしましたかいまあちらのいえでいまあちらのいえでこくぼ先生にますいいをかがされてふたりともしんだようになっていますわ。 国先生は2人を警察へ運ぶ手順をしに行かれましたのよ2二人を捨てておいて大丈夫ですかと保つは不安げに尋ねた大丈夫ですとも強い薬だそうですからなかなか冷めないのだそうですでもそれくらいの目に遭うのは当然ですわ殿山さんは父を毒殺したのですもの え、とみ子さんもそう思いますかだってそうではなくてしかしさっき僕がいよいよ死ぬ段になって本当のことを言えと言ったらお父さんを殺したのは俺でないと言い切りましたよそんなことは当てになりませんわあなたと私が結婚すると知ってふん害のあまり父を殺したに違いないのですわそして あなたも一緒に殺そうとしたのですわ。でなくってあなたをこんな目に遭わせるはずがありませんわ。むろん僕も戸の山の言葉は信じません。しかし僕が監禁されたのは、僕があなたの行方を知っておりながら知らぬふりをしているのだと思ったからです。というのは、あなたがお母さんの布団の下へ置いていった手紙を戸の山が横取りしていたのです。 トミコはこれを聞いて目を丸くしたあらあれを母は見ませんでしたのそれでは母がどんなに心配したか知れませんわまあそれにしてもあの手紙の中にあなたの行き先を僕が知っているように書いてあったのはどういうわけですか本当にととみ子は軽くため息をついていった あなたにとわ。実はこういういわけなのよ。それからとみ子は一昨夜以来の行動を語ったそれは大体いい次のようであった模擬葬式の始まる1時間ほど前にとみ子は離れ座敷の廊下でふと殿山医師に会った。 その時、殿山医師は彼女に向かって今夜、葬式のあとであなたと私との結婚披露があるが多分あなたももう知っているでしょうと言ったあまりの意外に富子は我が耳を疑い一時、呆然としたが多分、殿山が冗談を言っているのだろうと思ってそのことを語ると殿山は病室の隣の部屋へトミ子を連れ込んで 村医師から殿山に宛てた例の手紙を示した。とみ子は先人の谷へ突き落とされたような気になったが、とにもかくにもその場を取り繕って庭へ出て、父の真意を考えようとした。しかし、考えをまとめる前に、父のあまりにも自分を出し、抜いた行為に腹が立って悔しさに涙がとめどなく流れた。 けれども父があのような手紙を書くには何か深い理由がなくてはならない。と言って模擬葬式の時間も迫っているから父に聞き出している暇がないそこで富子は中澤と2人で旅行して一時姿を隠したならばその間に何とか解決がつくかもしれぬと思って自分の今に行き2本の手紙を書いたのである。 その1本は中澤宛の手紙であって「この手紙を見次第名古屋停車場に来てください」という意味のことを書きその時まだ中澤が来ていなかったから女中のおたけに事情を話して中澤に渡してもらうことにしもう1本は母に宛てた例の手紙であった彼女は母の病室を訪ね手図から布団の下に差し挟んできたのである。 それから彼女は身支度をし旅行に必要な金を携えて名古屋停車場へ来たそこで彼女は中沢の来るのを待ったが中沢はいつまでも姿を見せなかったうちへ電話をかけて聞いてみるわけにはいかぬのでじれったい思いをしながら待っていると意外にも惜しげがやって来たので彼女は逃げようかと思うほど驚いたのである ところが驚きはそれのみではなかったおしげはすなわち彼女に父の頓死を告げたのである彼女はそれを聞いてその場から引き返そうと思ったがおしげは今帰ったなら殿山にどんな目に遭うかもしれぬ父は多分殿山が殺したに違いないからその確証が上がって殿山が降因されるまでは 決して姿を見せてはならぬと言って父と殿山とのデリケートな関係を説明したので富子は初めておしげの命に従うことを決心しおしげは2人が潜伏するには遊郭が一番適当であると考え停車場前の自動電話から文献館へ電話をかけて当分のうち帰らぬと告げ2人はかねておしげの知り合いである銀四郎に落ち着いたのである。 ここまで語ってとみ子は一息ついた「それではあなたが僕へ宛てた手紙はおしげが横取りしたのですね」と保は少しく腹立たしそうに言った「おしげおしげ」しげとあなたはおっしゃるけれどおしげさんは私たちにとって一番大切な人よととみ子は中沢を制するように言った。 あなたへ宛てた手紙はおたけがわざとおしげさんに見せたそうですわ。というのはおたけもおしげさんもかねて村井家のためを思って力を合わせて私たちを保護してくれていたからね。おたけは私が無謀なことをするといけないと思っておしげさんにあの手紙を見せたのです。だからおしげさんは時期を見て私の後を追いかけてきてくださったのですわ。 模擬葬式も私たちを救うためにおしげさんと父とで相談してやったことだそうですえ僕らを救うためにと保つはさすがに驚きの表情を浮かべて訪ねたそうよ父はある事情のために殿山さんと私との婚約を余儀なくされたのですところが あなたと私との恋を見て父は何とかして私たち2人を幸福にしてやりたいと考えたのですちょうどそこへおしげさんが雇われてこられたので父はおしげさんと相談したのですするとおしげさんはある探偵小説からある計画を思いつきなお知り合いの国母先生に相談したのですおしげが国母先生と まあ、黙ってお聞きなさい小久保先生は特別なミイラを製造する術を研究なさっているそうですがおしげさんが法医学教室を訪ねなさった時先生は何でもたくさんの生きた姿のミイラを造してある秘密部屋に案内なさったそうですところがおしげさんはそのミイラの中に偶然にも父と酷似しているある死刑囚のミイラを見つけたのだそうです。 そこで小久保先生にそのことを告げると先生は「それならば一つ世間を驚かすような芝居を打とうではないか」と言っておしげさんと相談して計画を立てそれからおしげさんと父とはその計画に従って行動したのですまず遺言状を書いて父が「自分は殺されるかもしれぬ」と言いふらす。 それから死亡広告を出す。死亡広告を出して模擬葬式をするそうして姿を隠して父は父は永久に日本の土地を去り死刑囚のミイラを名古屋のどこかの町に置いて父が絞殺されたように見せかけると当然死体は法医学教室に運ばれるから小久保先生がもっともらしく鑑定し 父が誰に殺されたかはいわゆる迷宮入りになるようにするつもりだったのです模擬葬式の際どうして巧みに姿を隠すかは初めはまだよく決まっていなかったそうですが後におしげさんがある探偵小説を読んで記述師を雇うことにしたのだそうですそれから初めの計画では死亡広告は父のだけを出すはずだったのを 遺言状を作る際に証人になってくれた谷村さんがしきりに不景気をしきりに不景気を嘆いておられたのでおしげさんが面白半分に死亡広告を出しそのために2軒とも店が繁盛するようになったのだそうですそれからまた父は11月の20日に模擬葬式をやるつもりだったのを谷村さんと市川さんの誕生日が10月4日と10日だったので それぞれの日付で死亡広告を出した関係上、早い方が良いと思って一月繰り上げたのです。こういう手数のかかることをしてまでも、父は私たち2人を結婚させようとしたのです。父が死んでしまえば、殿山さんももはや何ともすることができません。ことに遺言状に書いてあるのですから、私たちは、 立派に結婚ができます父はもちろん死んだ体になっていてその実外国で生活して二度と再び日本に帰らぬつもりだったそうで父の外国の生活についてもおしげさんに適当な計画があったのです言うまでもなく父は母も私もあなたもそのほか世間一般の人をも欺くつもりで ただ、父の計画を知っているのはおしげさんと小久保先生の二人きりだったのですおたけにはある程度までは知らせてあったらしいですがむろんおたけは詳しいことは知りませんところが父のこの計画はいざという時にめちゃめちゃに壊されてしまったのですそして一杯食わせてやろうとした相手に かえって一杯食わされてかわいそうに殺されてしまったのです富子はここまで語ってほろりとして再びため息をついた保は村井氏の計画を聞いて驚がくと感謝の念に襲われそれと同時に殿山に対する憎悪の念が倍加したそれにしても 国母教授が計画の首脳者であることは保にとって全く意外なことであったそうして今朝何食わぬ顔をして自分に向かっていろいろ説明していた姿を思い出し彼は一種の微笑をさえ心に浮かべた「それではこの死体がその死刑囚のミイラなのですね」と保は問いたの上の死体を指した。 そうよ。たった今聞いたことですが小久保先生は父が死んだということを聞いて非常に驚きそれから父の死体が教室に運ばれた時毒殺されたことを一目で鑑定して必ず殿山さんが殺したに違いないと思われたそうです模擬葬式の場で蘭薬のケースが紛失したことを聞いてそれも殿山さんの仕業であろうと思い ことによると法医学教室へ死体を盗みに来るかもしれんと考え、死体の替え玉を出しておいて教室におられたそうです。すると果たして盗み出しに来たので、その後をつけ、この家を見届けて帰られたのです。今日のお昼、おたけから銀士郎へ電話がかかって、教室の死体の紛失のことや母の容態が悪くなったことや、 あなたが殿山さんと一緒に出たきり帰らないことなどをおしげさんに知らせてきたのでおしげさんは私が心配すると思って私にはそれを告げないでまず国母先生のところへ相談に行かれたのですそこで小久保先生はあなたが偽の死体と一緒のところに監禁してあるに違いないと思っておしげさんと2人で この家の付近をうかがいに来られたのですえ二2人でと田もつはさいったそうよすると計らずも私が所ょに連れ込まれるのをご覧になったのです私は銀ん郎で鹿島さんから母の容うの悪くなったこととあなたが殿山さんに連れ出されたことを聞いてじっとしていられず隙をうかがって忍び出したのです ところが途中で殿山委員の諸生に呼びかけられたのでとにかく一緒に行けばあなたを助ける手段もあるだろうと思ってついてきましたけれどそれはやっぱり私の軽はずみでしたこの家へ入るなり私は諸生のために難なく猿ぐつわをかまされ縛られてしまいました私はどうなることかと心配しましたが その私は小久保先生とおしげさんに助けられましたそれから3人で初世の出てくるのを待っていますと殿山さんも一緒に来ました2人はそれぞれ小久保先生とおしげさんに麻酔剤を嗅がされてもろくも正気を失ったのですそれでおしげはどうしました あら、またそんなおしげさんとおっしゃいではおしげくんと言いましょうおしげくんは今どこにいますかこの住み手のない家が一体誰の所有かと聞きに行ってくださったのですここは瑞穂町の田舎でこの家は百姓屋でこの部屋は小さな離れ座敷です今に帰ってこられるでしょう 一体おしげくんはどうしてそんなに僕たちのために力を入れてくれるのですかと保はしばらく考えてから言ったあなたもそれに気がついてそれには立派な訳があるのよえどんなとみ子は懐に手を入れたがやがて一葉の写真を取り出しこの人を あなたはご存知こう言ってみこがそれを保つの前に差し出すと保つは一目見て叫んだどうしてこれがこれは僕の死んだ父の若い時の写真です誰からもらったのですとモ津は息遣いを激しくして言ったおし,げさんよえお,しおしげくんが そうよ、おしげさんはあなたの兄さんですあまりの意外な言葉に保つはしばらく物をもいわずとみ子の顔を見つめた驚きになるのも無理ないわ私もおしげさんから聞いた時本当だと思えなかったわ実の兄さんに対してたとえ知らぬとは言いながらあなたはあんなにも敵意を持っていらっしゃったのですもの 私は銀四郎であなたのアメリカでの生活の模様をおしげさんから詳しく聞きましたわあなたが自分の過去を話したくないとおっしゃった理由もよくわかりましたわ今更ここで私も口にはしませんわあなたが不愉快な生活を嫌って日本へ逃げてきなすったお心持ちには同情しますわけれどもあなたは あななたをかげながら愛している兄さんののあることとをちっっもご承知なかったのです。兄さんはあなたをもう一度アメリカへ連れて帰ろうとしてはるばる日本へ訪ねてこられたのですそうして運よくあなたと私との恋を知って兄さんはあなたをアメリカへ連れ帰ることを断念されましたそして、 なんとかしててたたしち二人がっすす。るように努力してくださったのですあなたがおしげさんに敵意を抱いていることを知っておしげさんはかえって事を運ぶに好都合だと思っておられたのです保つは思いもよらぬ富子の話に全くぼうぜんとしてしまったもし語り手が富子でなかったならば彼はこの話を全然信用しなかったかもしれない 僕に兄が一人あることは知っていましたしかし兄はとっくに死んだと思っていましたと保はなおも半信半疑の顔つきで言った無理もないわ兄さんは小さい時アメリカ西部の聖火をだらすったそうですそれから東部へ行きある大学で勉強なさったのですがその時国防先生と知り合いになられ その古で名古屋へ来てからもよく国母先生のお宅をお尋ねになったのです「おしげ」というのが本名でしょうかいいえ本名はやはり中澤というのだそうですわ日本へ来て東京の有利へお行きになった時そのひげの美しいところから女どもが「おしげさん」と呼んだのでそのまま「おしげ地獄」という名になさったそうです は兄弟を持った経験がないのでおしげが兄だと分かっても兄に対するような親しみを持つことができなかったで話題を変えたそれで小久保先生もやはりお父さんを殺したのが殿山だと思っていられるんでしょうか殿山さんが死体を盗みに来た以上まずそう考えるのが死闘だと言っておられましたわもっとも とんががんとは思えぬとも言っていらっしゃったけれどさっき殿山が僕に語ったところによると「貫薬のケースを盗んだのは殿山ではないらしいのです」それから殿山は「あなたを見つけ出すまで自分に嫌疑がかかると面倒だから一時死体を盗み出したのだ」と言っていましたはじめ殿山は「僕がお父さんを殺して」 との山に剣技をかけるようにしたのだろうとも言っておりました。まあ、なんでもとの山はお父さんに非常な復讐心を抱き、お父さんが不慮の死に遭われたので一層お父さんを憎み、お父さんの死体に侮辱を与えようとした形跡も見られるのです。ところが死体が違っていたので全くびっくりして、そのためまるで発狂したようになり。 僕を殺すばかりでなくあなたも見つけ次第に殺すと言っておりましたなんという恐ろしい人でしょう確かに殿山は上記を意識しています僕は彼が精神病者ではないかと思いました殿山さんの過去のことを語ってお父さんが殿山の父を毒殺したというようなことまで話しましたが僕にはどうも信じられませんでした そのことまであなたにお話ししましたの私はおしげさんから殿山さんが父を脅迫していた事情を聞いて父がどんなにか苦しいんだろうと本当に父がかわいそうになりましたわ父はおしげさんにだけ過去の秘密を一切物語ったそうです父はある悪感の手から母を救ったのですそれは母の前の夫で その人は手のつけられない乱暴者で後には酒のために精神に異常を呈し母をむやみに虐待したので父は見るに見かねて殿山さんのお父さんと相談して人工的に死なせたのだそうですそれから母とその子供たちを父が養ってやったのですが子供たちも父の血を受けたと見え 母を置き去りにして逃げてしまったそうですで父は母をじかへ引き取ったのですが後に親戚から孤児となった私をもらって2人の子として育ててくれたそうです私が義理ある仲だということはおしげさんの口から初めて聞きましたそうとは知らずこれまで父や母にわがままばかり言って とにすまま思いますわ。保つは富子の身の上話を聞いて何と言ってよいかに迷ったみこは語り続けたねそういうわけですからあながち父が母の前の夫を悪意を持って殺したとは言えないと思いますわけれども父は自分の行為に責任を感じ永久に日本を去ろうとしました。 とをただ恨めしいのは殿山さんのお父さんが当時のことを日記に書いておかれたことですその日記さえなければ父は苦しまなくて済んだのですもの殿山さんは父が殿山さんのお父さんを毒殺したように思っておられたそうですけれどそれは全くの冤罪ですわ 殿山さんのお父さんは病気で頓死されたのだそうです。けれどもその日記がある。以上、父はそれに反抗することができないので。殿山さんの要求通り、私を殿山さんに結婚させる内訳を結んだのだそうです。父は死んでしまいましたから、もうその日記は殿山さんに何の役にも立ちませんけれど。 おしげさんはしょうかさんを頼んであなたの行方を探し方々今日殿山委員へその日記を奪いに遣わされたのですしょうかさんが熱心に探した結果幸いに見つかって日記はこっちのものになりましたでも今になってはもう遅いですただ父の霊をそれで幾分なりとも慰めえるかもしれません いや、返す返すも残念なことです。と保つは、しんみりした口調で言った。母もきっと、それについて苦労したに違いありませんわ。今回のことは、母に内密だそうですけれど、母は、ある程度まで感づいていたと思いますわ。お母さんは、僕が昨日訪ねたとき、全く何事も知られないようでした。 でもなんだかことさらに心配していられたようですそれがために病気が思ったのかもしれません今小久保先生から聞きましたら多分教室の助手の肥後さんが看護に行ってくれているだろうとおっしゃったのでこうしてあなたとお話もしていられるのですでもこれからすぐ母を見舞ってやりましょう保つは無言のまま立ち上がろうとした。 そうしてひょろひょろととみ子の方によろけかかったとみ子はしっかりとたもつをたいたまあしばらく待ってください今におしげさんが迎えに来てくださるはずですからことによると殿山さんと書生とはもう警察の方へ運ばれているかもしれませんわそれでは僕は国防先生には会えないのですか先生は あなたに会わぬ方がよいと言って見えましたわこの時廊下を歩いてくるとっしりした足音が聞こえたおしげさんなのよ。ととみ子は言いながら保つと離れて座った足音はふすまの向こう側で止まった軽くふすまをノックする音がしたとみ子は言った「おしげさんお入りなさい」 もう何もかも中澤さんに話しましたわ。襖を開けた男の顔を見て、保つは怪訝な顔をした。おしげさんがおしげを恐りになったのですよ。ととみ子は説明した。兄弟はただ木霊を交わすのみで。無言のままにっこりとして顔を見合った。しかし、それだけで十分であった。 守備よくきょうだいの対面は済んだのであるおしげさんこのうちが誰のだかわかりましたかととみ子は好奇心を持って尋ねた中年の夫婦が住まっていて空き家ではないのですが殿山に金でももらったのか23日わざと留守にして殿山に使わせているらしいのですしかしこの家が あなたのお宅とある関係を持っていることを聞いて全く驚きましたよえそれはどんな関係ですととみ子は好奇の目を輝かせた実はこの家はお宅の女中のおしもさんのいかなのですまあおしもの には話変わって銀四郎から村井家にいる肥後君に電話をかけた鹿島刑事は富子が帰宅しないと知って昇華および下出刑事を銀四郎に残してひとまず自分だけ門前署に帰ることにした。 署に帰ると間もなく小久保教授から電話がかかって殿山と書生の発見された顛末を告げられ麻酔にかかった2人を迎えに来てくれということだったのですぐに部下の者に命じてその手はずを決め連れてきた後の処置をも詳しく語って自分は村井家を訪ねることにした。というのは教授からの電話によってしげ中澤、とみ子の3人が ほどなく村池家に帰るということを知ったからであるベルを押すと女中のおしもが迎えに出た彼女はなんとなく落ち着かぬ様子をしてオズオズしながら鹿島刑事を応接室に案内した日頃という人が今病室においでになるだろうと刑事は椅子に腰を下ろしながら言った。はい。 鹿島が来たから、ちょっとお手つきに応接室へ来てくださるよう告げてください。おしもは腰をかがめて去った。鹿島刑事はひごくんの来るのを待ちながら、今回の事件もだんだん終わりに近づいたことを知った。殿山と書生が麻酔から覚めたとき、彼らを尋問すれば、おおよそ村石を毒殺したのが誰であるかを知ることができるであろうと思った。 しかし刑事は殿山自身が犯人であると推定するにはまだ早いと思った国母教授の言葉の通り探索の範囲は限られているからその範囲を皆明らかにしなければ結論は下せないと思ったそうして模擬葬式の当夜から今日までに自分が探偵し得た材料だけでは結論を下すには十分でないと思ったそれにしても国母教授は ななんという皮肉な人であろう死体しかも偽の死体の行方をちゃんと知っておりながらそれを語らないで自分たち3人に解決を任せるとは何という意地の悪い人であろうそれとも教授は何か目的があってわざとそういうことをしたのであろうかここまで考えたき、肥後くんが顔を出したどうです 奥さんはと刑事は尋ねた肥後んは顔を曇らせたがなんだかひどく興奮しているようであったいけません非常に心臓が弱ってきましたので今看護婦に10分ごとにカンフル注射をやらせておりますそれはいけませんなしきりに富子さんに会いたがっておられるのです もっとも意識が完全に明瞭ではないですけれど富子さんは今中澤さんと一緒に来ることになっておりますえとひ後くんは驚いたそれは本当ですかとみ子さんはどこにおりましたかとみ子さんも中澤さんも村井さんの死体を隠してあるところで殿山医師のために監禁されていたのですがそれを 国先生とおしげとに助けられたのですえっ小久保先生がそれでは先生は死体の行方を知っておられたのですかしかもそれは村井さんに告示した偽の死体だったのです小久保先生がわざとすり替えておかれたのだそうです電話でそのことを聞いた時私は狐に化かされたような気がしましたなんだ それじゃあ国防先生は殿山医師が盗みに来ることを知っておられたのですねさあ詳しいことは聞けませんでしたが今に皆さんが来られればわかるでしょう時に何か変わったことはありませんか実に妙なものを病室で発見したのですと肥後君はさらに興奮状態を高めていいながらポケットから あるものを取り出した。いやそれは問題の眼薬のケースじゃありませんかと鹿島刑事もさすがに声を緊張せちめた殿山委員の張り紙がしてありますから多分そうだろうと思いますが僕は初めて見たのですから断言できません私ももちろん初めて見るのですがきっとそうに違いありませんよこう言って、 ケースの蓋を取って内容を検査した。一体これがどこにありましたか？奥さんの敷布団の間に挟まっておりました。え、敷布団の間に。実は僕はかねてから上ごとの分析について少しばかり研究しておりますが。さっき奥さんのそばで奥さんのおっしゃる上ごとを聞いていましたら。 奥さんの心はある一つのものに絶えず向いていくのですおっしゃる言葉は違いますけれどその意味を総合してみますと一つの丸い形をした紙で作った箱という結論になるのですしかも上ごとからそれが奥さんの敷布団の下に置かれてあることを知りましたのでひそかに手をやってみますとちょうど腰の下のところに これがあったのです。まことにすまぬことをしたとは思いましたが、幸いに奥さんはそれをお気づきになりませんでした。また、それをお気づきになることのできぬくらいの渋滞です。そこで僕はともかくこれを預からせてもらうことにしました。いや、これを僕のポケットの中に入れたとき、探偵ということがつくづく嫌になりました。 探偵小説で読むとき探偵が証拠を発見するのは痛快ですがどうしてどうして実際には痛快どころか普通の神経の持ち主では耐えられぬことだと思いましたもっともこのケースが仮に模擬葬式の場から紛失したものであるとしても奥さん自身が布団の下へ入れられたのではなく誰か他の者が入れたに違いありません。 しかし奥さんはそのことをよくご承知なのですだから絶えずそれが気になって上ごとにおっしゃったのですそうしてこのケースを奥さんの布団の下に入れたものこそ真犯人であるに違いありませんおっしゃる通りですなこの眼薬の中に生産の眼薬が混じっていることがわかれば一も二もありませんな ししかし見たところでは同じ形のようですなあとにかく登美子さんが見えたら早速尋ねることにしましょうほどなく玄関の方にどやどやと足音がしてベルが鳴らされそれから登美子を先頭に惜しげと中澤とが入ってきた肥後んも鹿島刑事も登美子と惜しげとには初めて会うのであって鹿島刑事は 写真で見たとは違う惜しげの頭を物珍しそうに眺め肥後君は惜しげが教授室にある写真の顔とそっくりであることを知った一通り紹介が済むと富子は肥後君に向かって夫人の容体を訪ねたが肥後君は「今カンフル注射が多少功を奏して比較的平静に眠っておられるから今度目覚められるまで待ったがよかろう」と言ったので。 富子も同じく椅子に腰掛けた中沢は刑事と肥後君に向かって簡単に事情を述べたそれによって肥後君も刑事もやはり県議は殿山に一番濃厚にかけるべきであるように思われたやがて肥後君は夫人の敷布団の下から取り出した例のケースを登美子に見せたこれは父が死ぬまで持っていたケースですわ。 どこにありましたのととみこは息をこらしてひごくんの返答を待った。ひごくんはその発見の天罰を簡単に物語った。もちろん母が殺すわけはありませんから、誰かが母の布団の下に入れたに違いありませんわ。そしてそれはやっぱり殿山さんだと思いますわ。このときおしげは急に目を輝かせたが、 用心深く辺りを見回し小声になっていった実は鹿島さん中沢君と富子さんの監禁されていたうちが女中のおしもさんの成果なのですほうと刑事は異様な叫び声を出したそりゃあ一応おしもさんを尋問しておかねばなりませんことによると殿山医師の手先にでもなったかもしれませんなあ しもさんはどこにいますか呼んできましょうかととみ子は立ち上がったとこのとき女中のおたけが慌ただしく入ってきた彼女はとみ子にあいさつする暇もなくひごくんに向かっていった奥様がにわかに衰弱なさいました看護婦がすぐ呼んでくれと申しましたそれから 肥後君についてとみ子と中澤が病室へ行くことになり鹿島刑事とおしげとは応接室にとどまった病室へ入るなりとみ子も中澤も夫人の非常な変わり方に驚いた肥後君は自我連の注射を行って脈を見た そしとみ子の顔を見て首を軽く横に振りながら非常に渋滞である胸をめくばせしたジガレンの注射が功を奏したのかあるいは臨終前の証拠であるのか夫人はほどなくぱっちり目を開いたそして辺りを見回そうとしたが ただ額の上の氷のが軽く動くだけであった富子は枕元によって顔を近づけた中沢も反対の側に虹によって婦人の顔を見つめたお母様。私です。すわかりますか。りま夫人は軽くうなずいた何か言おうとしたが言えないらしかった 後君は今一つ,つのガレンを注射したほどなく夫人の唇に微笑が浮かんだトミコと夫人は聞こえるか聞こえぬくらいの声を出したおかささささん、んんししててください。たも中沢さんも無事でえりままら。らそちにがす。夫人は 目を中沢の方に動かのにした。しかし何とも言わずに再びミ子のほうを向いた「ミ子今日まで言わなかったがお前は私の実の子でない」「お母さんそのことならもうおしげさんから聞いて知っております」「そうとは知らずお母さんに五百回ばかりかけて」 あいすみません夫人はうなずいて目をつぶったが再び目を開いてみんなに外へ出てほしいという様子をした看護婦もおたけも肥後君も中澤も静かに病室の外へ出て富子一人が枕元に残った皆が立ち退いたと知るなり夫人は富子をしみじみと眺めていった 私はもう長くはないお父さんが亡くなり私が死んでお前も寂しいだろうがそんなことはありませんしっかりしてください夫人は軽く頭を横に振ったもういけないとび子堪忍してくれ え、ななぜそんなことを、お父さんは殺されなさったとみこはうなずいたその犯人はその犯人をお母さんはご承知ですか夫人はうなずいたそうしてにっこり笑った お父さんを殺したのはこの私だよはっと思って富子が母の顔を見るとそれはまさしく死の顔であった尋問それから二時間ほど過ぎて 村井家の応接室で、鹿島刑事は、ひごくとおしげを立ち会わせて、女中のおしもを尋問した。母の臨終の口から、お父さんを殺したのは私だ、と聞いたとき、富子は驚く前に、今の母の言葉を誰かに聞かれやしなかったかと、思わずもあたりを眺めまわしたが、次の瞬間、母の死という重大な事実は、彼女をして、 さっき病室から立ち退いた人々を弱しめたのである引き続いて起こった混雑それは今ここで述べる必要のないことである富子は母の死体を前にして世の常の人のように悲しんだが一時のショックが去るとともに母の臨終の言葉が気になりでした母の敷布団の下から現れた簡約のケースと母の臨終の言葉とによって 他人ならば母を恐ろしい夫殺しの犯人と認めるかもしれぬが富子は絶対にそれを信ずることができなかった母の父に対する平素の態度と母の優しい心根からをしてたとえどんな複雑な事情があろうともそのような極端なことを行うはずがないもとより母が直接父に毒の眼薬を飲ませたのでないことは 模擬葬式の始まる少し前には殿山医師が母の枕元についていたことでもわかるたとえ母が父を殺そうと企てても毒を飲ませたのは別人でなくてはならないけれども母は父を殺そうなどという心を夢にも起こす人ではないあれほど父をしたいあれほど父を敬いあれほど父に感謝して 父の言葉に絶対に服従していた母ではないかがそれならばなぜ母はあのような恐ろしい言葉を発したか母の意識が全然混濁していたとは思われないまた自分の耳が聞き違えたとも思われないいかにもそれは夢のような一瞬間ではあったけれどもそれはけれどもそれは 確かに戦立すべき現実であった彼女の心に拭い去ることのできぬ強いショックを与えた永久の真実であるこれを思いかを思うと母は臨終に偽りを言ったことになる何のためにこう思うととみ子はなんとなく母が恨めしかったも,っともあの際 今少し母の息が続いていたならばもっと詳しいことを聞き得たかもしれないと思うと母の病気そのものが恨めしかったがいたずらに恨むだけでは真実を知ることができないかといって母が偽りを言ったという証拠はどこにもないもし自分さえ口をつぐんでいたならば母の臨終の言葉は 永久に誰に誰も知れない。たとえ母の敷布団の下から蚊薬のケースが出たという事実はあってもそれは他人がひそかにそこへ入れたとも考えられるからそれだけで母に人殺しの罪を着せることはできないこう考えて富子は母の臨終の言葉をいっそ自分の胸一つに収めて誰にも告げないでおこうかとも思った。けれども、 母の言葉をそのまま是認することであらねばならぬ父の霊もおそらくそれを欲しないであろうそれゆえむしろこの際母の臨終の言葉を人々に告げて真犯人の捜索に死した方が得策であろう母が自身を犯人だと言ったのはたとえそれが偽りであるにしろ 自身を犯人ででああると信じて欲しかかったからであろうだから人々に母の臨終の言葉を告げたあげく真犯人が現れずに母が犯人であると見なされても母にとっては本望であるかもしれないもし母が他人の罪を自身に引き受けるためにあのような言葉を発したのだとすればかえって母が犯人であると見なされた方が 母の霊は休まるかもしれない母の臨終の言葉を人々に告げようか告げまいかと思い迷った挙句ついに告げることに決心したのは彼女が母の死にあってから1時間半ばかり過ぎてからであった話変わって村井夫人の死を伝え聞いた鹿島刑事は混雑を思いはかって一旦書署に引き上げようとしたが 夜更けのこととであるかから自宅へ帰ろうかと思ったしかしなんだかこのまま帰るのは職務上の両親に背くような気がしたというのは鹿島刑事は「村井氏の死にまつわる秘密すなわち真犯人の名がこの家で聞き出せそうに思ったからである」「外役のケースが村井夫人の敷布団の下から出たことについて刑事は」 村井夫人が真犯人を知っているに違いないと考えたのであるけれども今その夫人が死んでしまったので刑事は頼みの綱を切られた思いがしたこの上はやはり殿山と諸生とが麻酔から回復するのを待って尋問を行いそれによって真犯人を探すより他はないと思ったところが鹿島刑事は重ねて失望すべき羽目に陥った とと、いうのは、村井夫人が死んでから1時間ほど過ぎる殿山と書生とを門前所に運んだ部下の刑事から殿山が麻酔から覚めるなりにわかに取り留めのないことを口走ってあたかも発狂したような態度になったことおよび書生は激しい嘔吐を催して苦言し2人とも警察医の手当てを受けつつあるという報告を電話で受け取ったからである。 鹿島刑事はどうしてよいかに迷った応接室に居残っていたおしげは夫人の死を聞いて出て行き中沢も富子も肥後君も奥にいて色々なことをしていると見えとんと顔出しをしなかったから一時刑事は一人きりになって今回の事件について考えにふけったのであるけれども別にこれという解決の糸口を見つけ出すことができなかったかれこれするうちに 後君が応接室に来てみこが聞いた夫人の臨終の言葉を告げたのであるがそれを聞くなり刑事の心はにわかに緊張したすなわち刑事は夫人が村井氏に直接毒を与えるはずがないからたとえ夫人が村井氏を殺すことを計画しても毒を与えたものはほかにあらねばならぬと考えたのであるそうしてそう考えると同時に さっきおしげから中澤と富子との監禁されていたい家が女中おしもの成果であることを聞いておしもを尋問するつもりになっていたことを思い起こしたのであるで鹿島刑事はおしもを応接室に呼び肥後君とおしげに立ち会ってもらって尋問を始めたが尋問といっても元より正式な尋問ではなく相手が二十歳前後の若い女であるから刑事は 極めて気軽な態度で尋ねるのであった最初殿山医師と自分の成果との関係を問われておしもはかった私の父は殿山の大先生がまだお若い自分に男衆を務めておったことがありますので今の先生の代になりましてもよくお出入りをさせていただいておりますお前はそれでは殿山さんのお世話でこちらへご奉公に来たのか いいえ、私は口入れ屋の手で参りました。私の母は、私とは義理ある仲にございまして、私は幼い自分から親身のおばの手で育てられました。おばは私の実家のそばに住んでおりますが、私の実家とは訳あって仲違いでございます。殿山先生は、おおかた私のことをちっともご存じないと思います。 この返答を聞いて鹿島刑事は軽い失望を感じたおしもが嘘を言っているのではないことを経験がある刑事はおしもの顔つきから容易に判断することができたしてみるとおしもの両親は殿山に義理を感じてもおしもは殿山と没交渉であるばかりではなく殿山がおしもに重大な手先を頼むようなことはありそうにないこれで の山とおしもとの間に必然的の関係のないことは推定されたけれども今回の事件は必然的の関係でなくてもいわば偶然的の関係でも起こり得るすなわち殿山がおしもを偶然毒殺の手先に使ったようなことがないとは言えない還元すれば模擬葬式の始まる少し前に殿山がおしもに向かって 旦那様に「いつもの願薬を召し上がるようそう言ってくれ」と告げたかもしれないおとといの晩12畳の広場でお葬式のまね事が始まる前にお前は殿山さんに何か言いつかりはしなかったかいいえとおしもはかえって不審そうな顔をして答えたお前はご主人が何で亡くなったか知ってるかね と刑事は重々しい声で言った。はい、おたけさんから聞きました。ご主人は誰かに毒を飲まされなさったのだ。それでわしは誰が飲ませたか探し出さねばならん。お前がご主人のご恩を報じようと思うなら、俺の聞くことを正直に答えてくれ。はい。お前は。 奥さんに何かか頼まれはしなかったかどんなことでございますかお前は平素ご主人が眼薬を自薬として見えたことを知っているだろう旦那様は丸い眼薬の箱をお持ちでございましたそうそうでお葬式が始まる前に奥様から何かその眼薬のことを聞きはしなかったかねいいえ。 とだね。はいお前はお葬式の始まる前どこにいたおしもはこの質問に対してすぐさま返答しえなかった刑事はじっとおしもの顔を見つめたがそれは罪を隠す顔ではなくてはっきり思い浮かべることができない顔であったそれではこちらから尋ねようお前はおととい どんなお客様たちがここへ来られたか知っているかねはい親戚のいやそうじゃないよ親戚のお方はお葬式の始まるまでこの応接室に見えただろうわしの聞くのはお葬式の始まる以前に来られたお客様だいろいろなお方が見えましたそれを言ってごらんまず 女の手品師とお弟子が2人それからご隠寿とお伴奏その人達が見えたのは何時頃だったね4時頃でしたと思いますそれから誰が見えたかね殿山先生が5時半頃に見えましたよく覚えているねところでご主人はひつぎの中へ入る稽古をなさっただろう はい。それは何時頃までなさったねよく知りません。お葬式の始まるすぐ前までなさってたかねいいえ。殿山さんがおいでになったから30分ほども過ぎた頃には、もうやめておいでになりました。その時ご主人は、どこにおいでになったかねおぶつまでございます。ちょうど私がお茶をおってまいりましたから。 よく知っておりますお仏間では誰と一緒に見えたかねごイン様とお伴奏と三人でお話し,しておいでになりました手品師たちは広間で用意をして見えましたそれからお葬式の始まるまでご主人は仏間に見えたかねそれはよく存じませんお茶を持って行ってから庭へ出てみますと お嬢様が一人で泣いておいでになりましたそれからはずっとお勝手の方におりました押し物尋問をしている時だんだん鹿島刑事の頭に捜索の方針が定まってきた一昨夜以来の数々の異常な出来事すなわち富子と惜げが姿を隠したことや村井氏の死体の紛失などで刑事の捜索方針は一旦たかく乱されたが 今それらのことが、村石の死の秘密と直接の関係を持たぬとわかると、再び元の軌道に立ち返って、捜索の方を進めることができると思った。で、刑事は村石が棺の中に入る少し前に、誰と一緒にいたかを知ろうと欲したのである。村石を殺そうと計画したのが誰であっても、村石に直接毒を飲ませたものは、婦人、礼状 二人のの女中、記述一行、僧侶の一行のうちに求むべきであろうという考えがはっきりしてきたのであるところで今おしの口から村井氏が模擬葬式を行う少し前には仏間で2人の僧侶と一緒におったということが語られたしかしおしもは葬式の始まる直前に果たして2人の僧侶が村井氏と一緒にいたかどうかを知らない で、刑事はこの点を確かめてみようと思ったのである。ありがとう。と鹿島刑事はおしもに向かっていった。もうお前には用がないから、あちらへ行ってよろしい。その代わり、ちょっとおたけさんを呼んでください。おしもが去ると、刑事はひごくんとおしげの顔を見比べていった。どうです。どうやら事件は？ 一点に集まって行きそうですな肥後君も惜しげもうなずいたまさか坊さんたちが村井さんに毒を飲ませようとは考えられませんがしかし世の中にはどんな込み入った事情がないとも限りませんと刑事は続けたですから村井さんが姿を隠す稽古をやめて 仏壇へ行って坊さんたちと語られてから棺の中へ入るまでの行動を明らかにしなければならんと思いますこの時女中のおたけが入ってきた早速だがおたけさんおとといご主人が棺の中へ入られる少し前にどこにおられたかお前は知らないかおたけはしばらく考えてから言ったさあ はっきり覚えてはおりませんが離れの方から仏間の前を通りかかりますと旦那様はご隠寿様とお話ししておいでになったようですご隠寿と2人きりだったかねそうだと思いますお伴奏の両太さんは昼間の床の間に掛け物をかけておられました賢治は思わず肥後君の方を向いた肥後君の目は急に輝きだした それは葬式の始まるすぐ前だろうかそれとももっと前だろうかそのことはよく覚えておりません遠武は記憶をたどろうとする顔つきをして答えたよく思い出してください大事なことだからと刑事は重々しい口調で言ったそれではその時分殿山さんはどこにいたかれ、ね 離れにおいでになって奥様に付き添って見えたはずですそれではお前は模擬葬式の時には離れにはおらなかったのだねはいおしもさんとおっての方におりましたこう言ってからおたけは何か思い出したと見えて明るい顔をしたなんぞあたりがあるかね。と刑事はすかさず尋ねた 別に心当たりというほどでもございませんがお葬式が始まる頃に庭へ出ますと母屋のはばかりの手水鉢で手を洗う音が聞こえましたそれが旦那様かまたはお客様だったか物陰になっておりましたのでよくわかりませんでしたうーんと鹿島刑事は考え込んだがもとよりそれだけでは事件の真相を判断するに役立たなかった よろしいもうあちらへ行ってくださいおたけが去ると肥く君は言ったどうも住職が怪しいようですねそうですなあと刑事は考え込んだもし住職が模擬葬式の始まる1時間ほど前から村井さんのそばにじっとしておられたのであれば住職を疑わねばなりませんがしかし とおしげがさえぎった奥さんの臨終の言葉も参考にせねばならんと思いますそこですよと刑事は言ったで問題はもし住職が怪しいとすれば住職が奥さんに頼まれたかどうかという点にあると思いますこの時ひごくんは急に興奮して言った 住職が犯人だとすれば貫薬のケースを隠したことも極めて自然に解釈がつきますがそれについて思い当たることは今晩こちらへ見舞いに来た住職の態度です住職はなんとなく落ち着かぬ様子をして僕らの捜索の模様を根掘り葉掘り尋ねました僕が貫薬のケースを盗んだのは殿山医師だろうと言いますとうっかり住職は違いますと言いました 住職は僕がここへ来るまで病室におられたはずですからことによるとその時住職が眼薬のケースを奥さんの敷布団の下へ入れたのではないかと思いますこの言葉を聞いて刑事も惜しげもしばらく無言で考えたさあそこまで考えてよいかどうか疑問ですがとにかくこりゃ住職に会ってみる必要があります。 こう言って刑事は時計を出した。おや、もう三時ですな。おしげは言った。これから私は奥さんが死亡なさったことを通知方々、当援へ行って昼食を読んできましょうか。もう夜明けまで間もないことですから、朝になってからでよいでしょう。と刑事はさすがに疲労の色を浮かべていった。 別に急いでお寺に通知する必要もないでしょうから7時ごろに使いを出してくださいそれまで私たちはどこかの隅で休ませてもらおうではありませんかねえひごさん本来ならばお通夜をすべきですが事件の謎を解決しようと思えばちと頭をはっきりさせておかねばなりませんからなあ真犯人 10月23日の朝である引き続き悲しい出来事のあった村井家に意外な悲しい放置がもたらされたそれは東園寺住職友田覚淳氏の突然の死であった鹿島刑事たちがまだ眠っていた午前7時ごろ東園寺の伴走山場亮太は村井家に駆けつけて鹿島刑事に至急お目にかかりたいと言った 警視はそれを聞いてすぐに飛び起き、両体を応接室に待たせて身支度をし、やがて応接室で退座した、両体はなんとなく落ち着かぬ様子をしていた、青い顔が一層、青ざめて見えた実は和が自殺をなさいました。あまりにも意外な言葉に、警視は我が耳を疑った。 何誰が住職がはいどうしてさあそれは分かりませんが沈騰に私宛ての書き置きがありましてそれには簡単に自殺したことを鹿島刑事に知らせてくれと書いてありましたのでただいま門前書の方にお伺いしたら たぶんこちらに見えるだろうというお話でしたから参上いたしました。その衣装を持っておりますかいいえ、寺に置いてあります。その他にはもう衣装はなかったですかそれは存じません。探したならばどこかにあるかもしれませんが。 私宛てのものを見るなりとりあえず駆けつけました一体いつごろ自殺したのだろうかゆうべ和嬢は常になくだいぶ遅くお帰りになりましたそうして明日は五時半まで寝るからそれまでは起こしに来ぬようにしてくれもし五時半に起きぬようだったら 起こしに来てくれと申されました。いつもどんなに夜が遅くなっても、5時には必ず目の覚めるたちですから、私は変に思いました。ところで、けさ5時半になっても、和状は起きてこられませんでしたから、言いつけどおり私が起こしに行きますと、 布団の中はもぬけの殻でした不思議に思って呼んでみましたが返事はありません下男のじいやに聞いても外へはお出ましにならんようだとのことでしたから方うを探しましたすると本堂の裏の書院の隣にある茶の間に 意外にも住職は白衣をまとい、線香を沈騰に立てて、死んでおられました。線香は短くなって煙っておりましたが、それによってまだ自殺されてから間がないのだと思いました。胸元に触れてみると、果たして、 かすかにぬくみがありました足元の胸机の上に薬胞酒と湯のみ茶碗とが乗っておりましたので多分和尋は毒を飲まれたことと思いますうんそうですかと刑事は落ち着いていった実はけさ こちらの夫人のお亡くなりになったことを知らせ方々伴走両太が突然立ち上がったので刑事は驚いて口をつぐんだあの奥さんが亡くなったのですか本当ですかと亮太は異様な興奮を表して尋ねたそうですよ昨夜とうとう亡くなられましたよ ですからそれをお知らせして住職にこちらへ来ていただくつもりだったんです両体は刑事の落ち着いた言葉に決まり悪そうな顔をして再び椅子に腰を下ろしたがその興奮状態はなかなか静まらないらしかったところが住職が自殺されたとあってはどうにも仕方がありませんなあと刑事は続けた 実は住職にお尋ねしたら村井さんを毒殺した犯人が分かるかもしれんと思ったのですがどうやら私の考えたとおりでことによると住職自身が犯人かもしれませんなあなたへの書き置きに私へ知らせてくれとあるところを見るときっと私宛ての遺書があるに違いありませんがそれはとにかくあなたがここへ来られたのを幸いに ちょっと先おとといの晩のことを聞かせてもらいましょうか両太は依然としてそわそわした様子をして刑事のこの言葉に対してもただ無言でうなずくだけであった彼は熱心に何事かを考えているらしかったあの晩模擬葬式の始まる1時間ほど前に村井さんとあなたと住職と3人が仏間でお茶をあがったでしょうええ そうでした。それから村井さんはずっと仏間におられましたかそれともほかの部屋へ行かれましたかそれはよく知りません私はそれから12畳の広間で掛け物を変えたりいろいろと準備をしましたから住職はずっと村井さんのそばにおられましたか そのようでした何でも模擬葬式の始まる前にお上手に行った人があるということですがそれは誰だか知りませんか両隊はそれを思い出そうとしているよりもむしろ興奮のためにすぐさま返事ができないらしかった知りませんではあなたではなかったですか、ええ。 違います。刑事はしばらく考えた今度の事件について何か住職に変わった様子でもありはしなかったかご存じありませんか知りません刑事は何かしきりに言い迷っているらしかったがついに決心した実は奥さんが亡くなられる際に。 村井さんを殺したのは私だと言われたのですえっ、え、それはあまりに大きな声を出したので亮太は自分自身にも気づいて口をつぐんだ奥さんが手から村井さんに毒を飲まされるわけはありませんから誰か奥さんの手先になって村井さんを殺したかあるいは奥さんが誰かの罪を引き受けて死んでゆかれたに違いありません で、仮に住職が村井さんに毒を飲ませた犯人だとすると住職と奥さんとの間に何か複雑な関係が存在していたと認めねばなりませんそれについて何かあなたに思い当たることはありませんか両体は刑事が語っている間に幾分かその興奮を鎮めたらしかった思い当たることはありません あなたはいつごろから東園寺に住み込みましたか半年ほど前です。そうですか。それでは深い事情のわかるわけはありませんな。時に住職はたびたび村井家へ来られましたかいいえ。ひと月に2度ぐらいのものです。それではあなたもまだ村井家は 十遍かそこらより来ませんですなあい,いえいつも和嬢と一緒に来るとは限りませんから五六度にしかなりませんそうですかそれでは村池家の事情もわからず住職と村池家との関係もよくわからぬはずですなあそれじゃこれから東園寺へお供しましょう 惜し,ききし,しげと肥後んに簡単に事情を話し一緒に東寺を訪ねることをたね中澤と富子は通夜をしてさっき芯についたばかりであるから起こさないことにし3人は大急ぎで朝食を済ましてやがて自動車を雇い伴走両体の案内で東園寺に向かった。 空は美しく晴れて秋の朝のフレッシュな感じが全てのものに漂っていた寺の門前で自動車を返して両体を先に3人が境内に踏み入れると主の死を知らぬ鳩の群れは朗らかな声を出して喜ばしそうに泣き交わしていた両体は玄関から上がって3人を本堂の中へ導いた。 本堂の中は薄暗く静まり返って仏具の金色が鈍く輝いていた辺りに染み込んだ香の匂いは3人に一種の軽い旋律に似たようなものを起こさせた3人は今まさに住職の自ら命を絶った亡骸を見ようとするのである死体を見ることに慣れきっている肥後君も この雰囲気にはなんとなく恐怖を覚えざるを得なかったいわんや鹿島刑事とおしげとは異様な緊張を覚えた案内者の両体はなおさら緊張しているらしかった彼は仏壇の正面を通って本堂の裏にあたる茶の間の廊下に出るまで一言も発しなかった廊下は暗かったそれは襖が立ち並んで いからの光線をさえぎっているる。ためであるやがて両体は茶の間のふすまの前に立ち止まったこの部屋に和が死んにう言って彼は興奮のせいかがらりと音をさせてふすまを開けたその瞬間彼は「あっ」という叫びを発して室内の一点を眺め 化石したたように突っ,立った3人は思わず近寄って室内を眺めた室内には住職の死体も線香の煙もなくて中央に置かれた肘掛け椅子に一人の若い女が斜めにこちらを向いて腰掛けていたおしげとひごくんとはそれが誰であるかをじきに悟ったそれは 法医学教室で見いだかされた雲井竜子の死体であった肥後君とおしげとは思わず顔を見合わせて手を握ったただ鹿島刑事は大きく目を向いて予期を裏切ったこの場の光景を息を凝らして見つめたやがて両隊はつかつかとその女のそばに駆け寄ったそうして叫んだ お妹かどうしてここへ来た彼は興奮のあまり全く前後をわきまえぬ様子であった妹と彼はいまひと声大きく叫んだとうとう肩きをうったぞ俺が肩きをうったぞが 依然として椅子の女は身動きもしなかった両隊は近寄って女の手に触れたがたちまち弾かれるように後ずさりそうして女の顔を一生懸命に見つめたよ<っ>それは多分彼が真実を認めた叫びであったろうしかし彼がその真実を口走る前に 茶の間と書院とを境するからかみが自然にスーッと開いたとそこには書院の中には村井喜次郎がいな村井喜次郎の生きたままのミイラがえみを含んで椅子に腰をかけていた 見るともなしに村井氏の姿を見た両太の顔色には野舎のような表情が浮かんだおののれまだ生きていたのか。こう叫んだかと思うと両太はこ身の力を込めて村井氏に村井氏のミイラに「ハッとばかり踊りかかったエピローグ その2 3日の後国母教授と肥後君とは例の研究室でいわば今回の事件の総勘定をした「桃園寺へ行った時は全く驚いたです」と肥後君は言った「住職が自殺されたということは本当のようでもあるしなんだか嘘のようにも思われましたがあそこで雲井竜子の死体を見ようとは思わなかったです」 竜子はまだよいとして村井さんの死体までが現れたのには全くびっくりしましたもっとも雲井竜子の死体を見たとき、さてはこれは先生の計画であって住職の自殺も狂言だなと直感しましたが教授はニコニコ顔から急に真面目な表情をしていったあんなことをするにも及ばなかったのだがやはり 本人の自白が聞きたいと思ったからああしたのだよそれに逃亡される憂いがあったものだから住職に火死に陥る薬を飲んでもらったのだよ何しろ君僕が真犯人を知ったのはあの晩中沢君と富子嬢を助け出して家に帰ったからだよ住職は僕の帰るのを待ち受けて眼薬の箱を通夜の場で隠したのは 伴奏の両体だと話してくれた両体はみんながごてごてしている時に手早く取ったのだがそれを住職に見られたのはいわば彼の運のつきさけれども住職はまさか両体が犯人だとは思えなかったので両体の様子をひそかに眺めていたのだが別にこれという怪しいそぶりも見せなかったそうだただ 鹿島刑事が前に東園寺を訪ねた時に刑事にこそこそと村井氏と住職が密談したことを告げたので住職は彼に対して多少の疑いを抱かないでもなかったが村井家で君から捜索の模様を聞いた時こりゃ捨ててはおけぬと僕のところへ走ってきたのだ僕はそれを聞くなり村井氏を毒殺したのは確かに両隊だと思った はじめはむろん殿山に嫌疑をかけていたのだがただ一つ合点のいかないのは弾薬のケースの消えたことだ殿山が犯人ならいったん取り出したケースを隠すようなことはしないからね村井氏を毒殺した者は模擬葬式の始まる少し前に村井氏のそばにいた者の中にあるはずだから女中か記述試練か 坊さんか殿山かだが女中と記述試練はちょっと考えにくいから残る坊ん連と殿山の3人の中からまず僕は殿山を考えたのだところで殿山に対する疑いがはっきりしなくなってきたので2人の坊さんに疑いをかければならなくなったがさて2人のうちどちらだろうかと思った時 都合よく住職から蘭薬のケースを隠したものを告げられたので真犯人は両体に違いないと思ったのだところであの雲井隆子だ鹿島刑事が彼女には兄があるが行方不明だと言ったことを君も覚えているだろう雲井隆子の用いた毒の蘭薬が全く今回の村井氏を全く 今回の村井氏を毒殺したものと同じ性質だと僕は判断したから、もしや、龍子の兄がこの事件に関係しておりはせぬかと思ったが、両隊のことを聞いたときから、両隊と龍子とは兄弟だろうと直感し、夜更けに住職を教室へ連れ立ってきて、ミイラを見てもらうと、両隊と似たところもあるようだとのことに、とにかく一つ実験を行ってみようと決心し、 住職に事情を話してあのような狂言を行ってもらったのだよ。両体が鹿島刑事に住職の自殺を告げに行った間に2つのミイラを運ばせたのだ。そして住職はその時まだ歌詞から回復しなかったので別室に寝かせ僕が書院のからかみをスーッと開ける役を務めたのだ。あの時両隊は。 たたを打ったと妹に向かって叫びましたがやはりあの二人は武井夫人の実子ですか今朝鹿島刑事がここへ来てのお話に犯人は大方白状したそうだがそれによると子供心に父親は村井氏に殺されたものと信じて必ず復讐することを兄弟互いに誓ったそうだ父親の血を受けて二人にも。 猛烈な犯罪性が発達したのだ。母のもとを飛び出して処方を流浪してますます2人の心はすさんだそうして女の方は一般男子への復讐となったのだ何でも45年前までは兄弟は互いに交通していたのだがその後ばったり消息を絶ち両体は 妹が雲井隆子と名乗っていることをちっとも知らなかったそうだしたがってもちろん同じ土地の名古屋で死刑にされていたことも知らず当園寺の茶の間で見た時は生きているものと思ったそうだ彼のせいの山場というのもやはり偽名だそうだが旦那寺に薬草として住み込んで敵に近寄る工夫をしたのは犯罪者としては全く上々の知恵だよ しかし毒の眼薬を2人がどこで手に入れたかということはどうしても白状せぬそうだ模擬葬式の晩どうやって村井氏に毒を飲ませたのでしょうか両体はかねて毒殺の機会をうかがっていたのだが先日村井氏が模擬葬式の相談に寺へ行った時しかもその時眼薬のケースを見た時 彼は断の時期を男したそうだ。その晩葬式の始まる少し前に村井氏は住職と2人で仏間で話していたのだがその時両太は広間にいたそうだところが予定の7時に近づいたので住職が上手に行くと両太は仏間に来て村井氏に向かい「これから一仕事なさるのだから」 例の予防の眼薬をお飲みになってはどうですと言ったそうだすると立って歩きかかっていた村医師は「おおそうですな」と言って無造作にケースを取り出したが蓋を開けた拍子に両体は何気ないふりをして体を軽く村医師にぶつけたので眼薬が畳の上にこぼれたそこで両体はそれを拾うふりをして 自分の持っていた毒の岩薬をケースに入れたのだ。まったく短い時間の間に世にも恐ろしい犯罪が、しかも誰の目にも触れずに成し遂げられたのだ。まったく短い時間の間に世にも恐ろしい犯罪が、しかも誰の目にも触れずに成し遂げられたのだ。 外薬のケースを通夜の場で盗んでからやはり亮太自身が村井夫人の敷布団の下へ持っていったのでしょうかもちろんそうよもちろんそうよあの日は初めて夫人は亮太が自分の子だと知ったのだそうだで、ね、恐ろしくてならなかったから殿山医師を呼んで人痘にいてもらったものらしい 中君が村井氏の死を告げに行った時夫人は両太が殺したのだと直感したらしいがそれとは言えなかったのだそれから何でも夜更けに両太は夫人の病室へ行って肝薬のケースを見せ勝ち誇った顔をして復讐を遂げたことを話し夫人の目の前で敷布団の下へケースを入れたそうだ その時二人の間にどんな会話があったかを彼は言わないそうだがとにかく夫人はそのために苦しんで容体が急変し我が子のために自分で村井殺しの罪を引き受けるつもりになったらしくあのような臨終の言葉を発したのだなるほど分かってみれば事件の真相は比較的簡単ですがそれにしても いろいろな出来事が合併して表面は極めて複雑なものとなりましたことに殿山医師が死体を盗み出したことは一番僕たちを迷わせました全くだよ死体を盗むにはよほど重大な理由がなくてはならぬからねしかし彼の常軌を逸した数々の行動は彼が発狂したことで完全に説明される 彼は疑いもなくモノマニー的傾向を持っていたのだそうしてそれが今度の事件でついに爆発したのだそれにしても先生が今回の村井氏の不思議な計画の首謀者だと知った時は僕は全く驚きました無理はないと教授はにっこりしていったししかしそれだけに、 僕も村井氏が死んだと聞いた時は驚いたよ。何としてでも犯人を見つけ出さねばならぬと僕も密かに苦労したがもし住職が告げに来てくれなかったら解決は難しかったかもしれん。でも先生は犯罪方程式をお考えになったではありませんか。<laughs> <laughs> と教授は大きな声で笑った。 学者が気丈で考え出したものなどは、めったに実際には通用しないよ。僕は今でも犯罪方程式で犯罪の秘密を解けるものと信じているのだが、少なくとも今回の事件には通用しなかった。しかし、それが僕とおしげくんとを結びつける手がかりになったのは、まず上出来だったね。ひごくんも、 力抜けがししたた。ように笑いを漏らしたですが村井氏と酷似した死体を会場に捨ててきて村井氏だと鑑定しようという計画は随分大胆ではありませんかそこだよ君僕らいや世間の人たちの考えねばならぬところは大きな声では言えないが現婚のありさまでは法医学者の鑑定は 神様の鑑定と同じに取り扱われているではないか一旦解剖をして鑑定をつければめったに再鑑定ということは行われない僕は法医学者でありながらこの点にいつも不満を感じているのだだから僕は世間がいかに甘いものであるかを試してみようと思ったのさそれに僕の考案した特殊のミイラを 実際に役に立ててみたいという好奇心も手伝ったのさところがミイラは意外な方面で役に立ったわけだ午後の日はうららかに窓の前のいちじくの身を照らした教授はしばらく無言でガラス越しに庭を眺めた今まで今まで探偵小説で読んだ犯罪は一人の優れた探偵によって 手がかりと推理で見事に解決されることになっていますが今回の事件は幾人かかっていろいろな手がかりを見つけても結局はそれらのものが役に立たずいわば事件は最も原始的な方法で解決されましたこれが当然なのでしょうかまずそうだろうね相変わらず庭を見ながら言ったしかし 今度の探偵の方法を振り返ってみるといわば「事件をしてそれ自らを解決せしめよ」というモットーに従ったというべきだそこに従来の探偵小説に書かれたような探偵方法と違った点があると思うとまあ言って満足するんだねそれはそうとあのいちじくの実を見たまえ あれは確かに探偵趣味だよ。形といい色といい味といいなんとなくミステリアスなものじゃないかこれから事件解決の祝いにあれを小遣いに取らせて食べようじゃないか肥後君が賛成して小遣いに命令しようと立ち上がるとちょうどそこへ木村が入ってきた先生今先日見えた中澤さんが。 若い女の方と一緒に訪ねてみえましたこちらへお通ししてよろしいですか教授は立ち上がって肥後君を帰りみいよいよ遺言状が実行されたのだねこう言ってにっこり笑って木村の方を向いた教授室の方へお通ししてくれよそれから木村いちじくをたくさん取ってくれないか お客様にも振る舞うのだから。小遣いが去ってから。教授は言った。ねえ、ひごくん。いちじくを2人に振る。舞っては縁起が悪いだろうか。構わないね。君。ね。え、